うん。<music> はい、えー、こんばんは、むねひろよしたかです。はい、えー、こん、えー、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、まずスパッチャーいただいているので、そちらからいきたいと思います。あれ、止まってる大丈夫これ。え、なんかおかしいですか大丈夫じゃないですかね。私、止まってんな。えー、なんか、皆さんどうですかたぶん、はい、今週も、新しく枠を作ったので、 特に放送が何かなることはなさそうですけど、リアル参戦の方もありがとうございます。ありがとうございます。はい、聞こえてます。はい、あ、多分大丈夫と思います。はい。はい、ではまずスパチャいただきますね。友牧さん、ありがとうございます。 えー、こんばんは、カルストン・ライトが天国に旅立ちました。えー、アライバルが、えー、怪我で引退しました。えー、ミスニューヨークとシンシティが引退、えー、繁殖入りします。クイーン賞は、えー、アーディル・アストリアが、えー、テリオス・ベルトの接戦を制して勝利しました、えー。サンライズ・ホークと間違えられますが、サンライズ・ホープが、えー、その、その他に移籍するようですということですね。そうですね、まあ、カルストン・ライトといえばね、もう、あのー、まあ、やはりアイビス・サマーダッシュ、まあ、そのスピード 本当にイダテンという、うん、あの言葉が本当に、えー、ぴったりの馬でしたけども、まあ、スプリンターズ・ステークスも、ね、制しましたよね、えーまあ、本当にイダテン、快速馬でした。えー、そして、えー、アライバルね、まあ、2歳児からねこれ、これ結構ペーパーオーナー人気になった馬なんですけど 2> あ、2歳児からそこそこの活躍はできたんですけど、ちょっとね、あのー、そのデビュー前の評価ほどではなかったんではないかなというふうに思います。うんはい うんでまあ、ニスニューヨーク、ね、シンシティそうです、ねまああの、この時期ですから、えー、引退して繁殖間に合いますからね、えー、繁殖入り、まあ、引退の、えーまあ、報告というのは多いかなとうう思います、うんでねアース。アーデル・アストレア、ね、ヒシりた騎手が、ねえー、復帰して、えー、重賞初勝ちましたね,、まあ、もね。ちょっと長い間、怪我で休んでたんで、ね、彼も良、ねえー、かったと思いますね。うんあのー、結構本当に強い勝ち方でしたし、えーね、ヒンバー あの交流重所の中心になれるんじゃないかなっていうふうに思いますね、うんまあ、しかしテリオスベルもねもう今え明け7歳か、ね、ものすごい頑張りますねすごい上手いと思います、うん、テリオスベルあれですよ去年11戦か12戦してるんですよ <laughs> でそれで1回しかつ崩れてないとかもうめちゃくちゃすごい上手ですね、うん、いや今回の戦前でもそろそろ引退を考えなければいけないって長教師言ってたんですけどいや全然まだやれてますけどねすごいなと思います <laughs>、うん そして、ね、サンライズホープ、ねうん、サンライズホープといえば、やはり、ね、2年前の東京大商店、外からかぶせられて、ね、<ー>早めに動かなかったあのレースが本当に悔や,る悔やまれるなというのは私は思っています。 地方の思いだとは合ってるんですけど、どこまで再生できるかっていうのはちょっと疑問かなというには思います。そして、川島真嗣騎手が今月で引退と、調教女子になるようです。坂口智康騎手は、JRA 史上初、競馬学校創立後に騎手経験がなく、調教女子から騎手に合格しましたということですね。川田ジョッキーに選手をおめでとうございます。船橋のリッカルドが引退しました。 佐賀記念は乗ってるのが最後にキリン寺名称粉じを話して圧勝しましたということですね、うん。そうですね、川島真治記事、私あの、昔ようお酒一緒に飲みましたが、うん、これ、彼とはね。うん、あのー、まあね、あのー、やはり大角遥とのコンビが一番のね、ねあのー、まあ、 や,やはりインパクトですけども、まあ、私は負けたレースではあるんですけどね、あのー、エリザベス女杯、2年連続2着した後ろの方の年<ら>、まあ、最終週のコラムにも書きましたけども、あのと、ー、き、うん、の,のペース、まあ、大逃げの形だったんですけど、決して速い、あのー、流れではなく、自らのラップを踏んだっていうね、私あのラップをが踏めたのはすごかったっていう話を、あのー、LINE した、まあ、あの時はメールやな、まだ、あのーまあ、レース後にメールしたら電話かかってきて、 あの野、ー、茂かっていうのがありましたね、その日は。まあ、負けたのは悔しかったですけどね、まあいい,い,い競馬したなっていうのは、ちょっとインパクトになります。で、そうですね、坂口騎手。まあ、あのー、ね、小牧帰った騎手がああいうふうに、えー う外から、えー、障害ジョッキーになってあ自分にもその資格があるってことを知ったっていう、ね、非常にいい流れだと思いますで、あのー、それでね自分にも調教師試験を勉強したところを、あのー、言ったらまあ言ったらそういう勉強をずっと進めてたっていうのはもう大きかったと思いますけども、うん、ねやはり今障害機種ってねその障害機種の減少数の少なさっていうのが問題になってる中こういう小牧あの萱田棋士とか坂口智康棋士のように、えー、ね、あのー JRA の学校ではなく、外からねこういうふうにじょ障害機種になるっていうのは、非常にあの重要なことだと思いますね。あうん、その,の JRA からねその障害競争というのが廃止というかなくならないようにすることも、その一つの除、まあ、ぱり不足になっていったらあのダメなわけで、こうやって障害機種っていうのがあの新しく誕生することは非常に大きな意義があると思いますね。素晴らししいいいことだとだ思いますす、うん、そしてねね、まあ、川崎主任選手をです、ね、はい まあ彼にとってはもちろん、えー、通過点ではあると思いますけども、えー、まあそうですね、まあ、通過点ですね。はい、そして、リッカードね、何歳 ?12、13?11 か,か。かい,やいや、分かんないです。すです調べてないですけど。いや、このままね、でも本当にすごかったのは、中央でもあのエルムステイクスでて重を買ってたんですけど、その後ちょっと中央で伸び悩んだあと、中央に行った瞬間に、重傷ガガガって買って、ね、もう一回再生して、さすがにね、 あのー、もう晩年は重症では通用しませんでしたけどもそれでもオープン戦ではね、えー、結構な活躍を見せて非常に馬主馬主高校の馬だったと思いますすごかったと思いますね。うん そして佐賀記念先ほど行われましたけども乗ってるのね59キロという金量でしたけども全く関係なく圧勝と、えーね、このレベルの馬が佐賀記念に出てくることってあんまりないんですけども今年の JBC はなんと佐賀であるんですよね<ー>なのでその JBC の,も,う見込あのもちろん、あのー、もう見据えたレース選択なんですよね、うん、なので、あのー、そこはやはり、えー まあそれで59キロ背負ってこの強さですから、もう佐賀も全く問題ないっていう強みを得ましたし、もちろんまあ秋の JBC11 月ですけどもね、もちろん有力候補としての1党としてえ資格はあることをアピールしましたね、強かったと思います。なんで私馬券 えー、やっぱりリカルド13歳ですね。あので、馬券はね、そう名将扮人を本命にしとったので、まあ、3連単の18倍、これ結構あの、やはりね、一番人気のグランブリッジが、ね、4に飛んでくれたことでかかったですね。<ー>3連服1点目のフォーカスで18倍は結構おいしかった。ただ、まあ、ね、あの名将粉人が2着に残ってくれたら3連単あっただけに、ね、3連覇にンついてたからね、<laughs> ちょっとそれは悔しかったけですけど、まあ、それでも3連服1点目の18倍っていうのは、まあ、一番人気飛んでくれて。 二三四番人気で、この配当っていうのは、えー、十分美味しいものが得、え、れたと思いますね。よかったと思います。はい、ありがとうございます。トマキさん、いつもありがとうございます。ナイ,すナイスパでございます。そして、はい。 えー、続いて森岡さんですね。はい。えー、先ほど行われた佐賀記念えー、本命対抗大本戦で単勝えー、生まれワイド的中と、えー、乗っとるのの底力信じてよかったですっことですね。確かにその先ほども言いましたけども59キロを背負ってのあの強さっていうのは本物だったと思いますね。ちょっと格の違いを見せつけた、えー、勝ちっぷりだったと思います。ありがとうございます。ナイスパでございます。ありがとうございます。はい。では行きましょうか。はい。というわけで皆さんね今日は祝日なので。 頭から見られる人もね、コメントをくださってありがとうございます。ゆっくり見ていってください。今週はなんて言っても、ねはい、フェブラリーセークスがありますので、うん、はい、はい、そちら含め4つ,4つ重症の展望まで、三浦さんにお話しいただこうと思います。全レース解雇とともに、ぜひ皆様ゆっくりご覧になってください。はい。えーっとですね、先週使った競馬新聞と、まあ週報ですね、はい、こちらぜひお手元に置いていただいて、私は今週は小倉だけ爆発したんですけど、他は全部全然ダメで、ちょっと。 もうちょっとなんか中央で人気馬中心に買う買い方をちょっと勉強しなきゃいけないなと思っているので、無理さんの話を、はい、しっかり聞いて、ちょっといつも穴馬から振り回してる感じなので、ちょっと。 勉強しようかなと思ってますはい日いいですね、はい確かに <laughs>、はいねの。のんびり見ててください。我々,我々っていうか、ムニホさんが大変なんですけど、まあ、3日間開催はやっぱ競馬関係者の方々も大変だと思うので、はいうんね、今週はないなって言いながら、皆さんゆっくり楽しんでてください。では、ムニさん、土曜日、東京1でスから、はい、振り返りお願いします。はい そうですねまず風ですけども、えーはい、東京は土日ともありませんね、なしです。分かりまではいきます。す土,土曜日、東京一列いきます。えー、ダート,、ね、ト1300メートルの、はいえー、3歳未勝利戦ですけども、まず、 そうですねあの私、馬場分析にも書いてますけども、えーああね、木曜日に、えー、木曜日に東京のダートは凍結防止剤をまかれました。うん、で、えっ、ー、と2週間前、2週間前の東京の開幕週の時に、うんえー、凍結防止剤まかれて、結構、時計がかかったんですよね。うん、なので、それと同じ、やはり二、ね、週間前と同じ傾向をもちろん考えます。なのののでで、えー、金曜日の段階での、えー まあ分析では、えー、時計がかかるということをもちろん推定してますけどでもこれはやはり実際の競馬を見てみないとわからないところで実際蓋を開けてみると早い時計の決着になってました、ねうん、まあこの辺はねやっぱりババは生き物やなというふうに思います、はい 2>, えー、2週間、ね、繰り返しになりますけど、えー、3週間前か3週間前の開幕週の時は時計がかかってたしかし先週は時計が早かったト凍結防止策が巻かれてる同じ状態でも時計が早かったとっいうのが、えー 大きなポイントだえー、注目点ですでまた日曜日の時喋りますけど日曜日も同じややおも発表でしたけど土曜日よりもちょっと時計かかりますなのでそういう風に日に日にどういう時計があ出てたのかえー、どういう場場だったのかっていうのは私の話とえー、こう合わせてえー、こうあそういう場場だったんだっていうのをあの納得しながら話聞いていただければと思いますはい、はい、でまず1レースのマイネルディレクトですけども あのこれはね、もう前走前々走の流れであの、えー、比較で、1200の距離やったら、えー、重いダートがいいっていう話で、まあ、1300、1400やろうってう話になってました。なので、私、これ、まあまあ、2番人気でしたけども、頭妙味ありで、しっかりと勝利と。まあ私、安かったですけど、これさあ、安かったじゃないわ。あのえー、とこれね 3着かの、うんえー、森の、えー、セピアがあまりにも人気なかったので私はもうマイネルディレクトとこの14番の2頭で頭で3連たって組み立てましたね。<ー>やはり、まえー、森のセピアこれだってねあの、えー、人気ボブを見てもらうとわ分かりますけど1頭目なんですよ。 で、しかもこの馬だけが丸なんですよね。で,ねで、これこの馬だけ丸で、あと三角でしょう。それで、この大っつさん見たら、これ喜んで三連単方面賞を組んでほしいと思います。これはくクマなダメですわ。だって、しかも一頭一頭で組めて、あの2番人気と6番人気って、まあまあおいしいし、しかもそれでこれ結果結果1万円ついてるわけですからね。これは取ってほしいですね。うん、まああの 馬単でも全然いいですけどまあやはり6番人気の馬が絡んだことこれね6番人気の馬が2着まで来とったら馬単でも全然いいんですけどそうなんですよね3着止まりやからやっぱ3連単じゃないとちょっと配当は跳ねませんよねでもまあ,あの森,、えーまあ、森のセピアの話ですけど、まあ、前走ね1004ダートで逃げて、えー、粘ってるわけでまあ確かに控える形がどうかわからんけど花切れた瞬間に千三で粘り強化にはなりますよね <laughs> それはね。うんはい ただ、これ、倒した2頭っていうのはなかなか力あると思いますよ。で、2着のペイシャニットは、えー、ゲートで立ち上がっていたと。えー、東京なら二の足でガバーできるんですが、中山戦2だとゲートをしっかりと出て、いい位置を取らないといけないので、次はそのあたりがどうかって言ってるんですから、東京の方が戦いやすいっていうことも言ってくれてますよね。うん、はい。以上です。はい、はさらに人気のないジェットブレイカー行ってしまったんですが、まあ、あれですね、2通りぐらいカットもいいですね、確かにこれやと。という思いました。なんか えとういう7です。7も人気もオープンにあるんです。ああ<ー>、7、<や>15歳でいいと思います。まんそんな感じで、まあ、人気まで,気でいったら、人気をです。 まあそうですね、まああのその15倍とかついてたら、もう3連覆で本気で買いに行ってもいいと思います。そんな感じでいったまあちょっとありがとうございます。まあでもちょっと、森のスペアもちょっと注目して、人気ないやつをピックアップして、なんか2通りぐらいでもいいかなと思いました、今。そう。やし、やし、あの、それやし、私はもう東京でやっぱ走ってるっていうのがでかすぎると思いますから。ああ、確かに、東京でやっぱ走ってる、そう、それで人気ないっていうのはやはりいいと思いますね。いありがとうございます。 では以上ですね。次行きます二レース。はいえー、お願いします。えダート千四百メートルの山際の新馬戦です。うん、これね、私痛いのはね、カフェニックスまあ推奨アナーマ四頭上げてて五頭目なんですよ。で、でもパンかあの買えなかっわんかったですね。うん、で、まあでも私このレースはまああの人気馬からその人気薄の馬をあのこう絡めた三連複<ー>フォーメーションを買ってたんですけど二、はい、着馬抜けなんですよ。 なんでんなな結構これはこれは食らったなこれはねこれだからリターンゼロなんですけどあのー、そうなんですよねこれ一応そうなんですよ9番の勝馬は一応チェックはしてたけどそのまあねやはりええ穴馬がいっぱいおったからあのー、後ろの方に回って最終的には推奨穴馬には乗れんかったんですけど100倍見たらやっぱ押さえなあかんなっていうのはちょっと失敗しましたね。うん で、まあ結果ですけど、足抜きのいいダートもあっていて、楽勝というコメントですからね、楽勝というコメントで105倍ですからね、強かったと思います。まあ先ほども言いましたけど、時計早いですよ。1レースも1分18秒7速いし、このレースも1分25秒2っていうのはシンバとしてはやっぱ早いですけど、先ほど言ってるように、えー、時計が出るババが下地にあるっていうのは知っとかなダメです。はい。で、2着の、えー、アピーリングルック、これが私抜けたんですけど、うん かかってコントロールの難しさはありましたが、最後はしっかりと足を使ったより能力が高いと、まあ、先ほども言ったように時計早いんでね、この辺っていうのはやはり、あのー、次、有力になってくると思います。で、3着のグランメド、え現状では精一杯の走りというあの川崎氏のコメント出てますけど、うん、まあこれもでも高時計での3着ですから、まあ、時期に勝つのはすぐ来ると思いますね。で、4着までは、えー、ごめんなさい、この後ろがもう5馬身空いてますからね、うん、上3頭は普通に評価していいと思います。以上です。はい、うん、ありがとうございます。 では、えー、3レースいきましょう。はい えー、ダート 1600m の3歳の未勝利戦ですね、えー。コーカサスゴールド、強かったですね。まあこれも推奨穴馬の1頭ではあるんですけどね、うん、強かったですねあの。重いダートから軽いダートに変わって、こんだけのいい走りを見せるとはいうのはあります。えー、いいところで足を貯めることができたと。直線の反応がすごく良かった。まだ体を持て余していますと。えー、上がり35秒8ですからね、いく,いいいくらあの未勝利戦で時計の出る馬場とはいえ、この決め手は強烈ですよね。まあレースぶりから見たら、 どうなんやろう中あの、東京2100もぜひ見たいなと思いますけどね、うん、ねだって未勝利でこんだけ置かれてるってことは、実際もっと距離伸びた方がいいんちゃうか、カリダだと東京は間違いなく合ってます、35秒8ですから、はいまあ。もちろんね、1分38秒7も早いし、この条件でも昇級して通用すると思いますけど、ね、東京2100、やっぱどうなんかっていうのは気にはなりますよね。で、2着の、えー、リュクスレオン、ね、すごい勝ち馬がい,い,い,いて。 今日は勝った馬が驚くぐらい強かったっていうコメント出て,る <laughs> 出てますけど、まあ、この馬もでも1分39秒3で走ってるんですよね。まあ、ただ、前走の中山戦8の新馬戦の内容も悪くないんで、重いダートと軽いダート、どっちがいいんかって言われると、ちょっとまだわからんなっていうふうに思います。うん、3着のケーブウィッカムに関しては、これは前走と今回比較したら、明らかに軽いダートで前進し,るしてるなっていうふうには思いますね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。 では4レースいきましょう。えー、ダート 2100m の一生クラスの一戦ですね。ピュアグルーブ。まあ、このね、えー、東京2100であの崩れなく走ってますけども、えー、長く足を使ってくれたというコメントがあるように、やはり、えー、広いコースを合ってるんでしょうね。ま、うん、まあ今までのあの こう勝ち身に遅いところが嘘のような勝ち振りでしたけど、まあ、これはメンバーレベルもあると思います。2着のマテンロエースはマ,マウンテンエースは、えー、2100に距離伸びて、まああのーね、同じように崩れなく走ってますけど、まあ、この内容を見たら、うん、軽いダートはやっぱ合ってないなと思いますね。あのーうん、佐々木騎手は、ね、あの2走前か、えー 中山二千四百では長いってコメント出したんですよね。<ー>まあ、でも、私、やっぱりもう一回見たいけどね、中山二千四百、もう一回というか、一回は見てみたい。まあ、それか長いんであれば、中京戦球とかもね,ねや。やはり思いだったのがいいと思いますね。で、はい、クロック・ホート。これで、ねうん、未勝利勝ちの内容がむちゃくちゃ強い内容で、なさか。その後、一生クラスでずっとこんな風にいるなんて、とてもじゃないけど、思ってませんでしたけど。うん 木の,の問題なんですよね。原岸のコメント見てください。以前よりも前向きさがあると。キックバックを嫌がらないようになっている、まあ。そういうふうに精神面の成長は見られますけど、向こう上面ではハミを向こうとしていたと。え勝つ力もある馬なので、やめさせないように走,走らせればチャンスが回ってくるというコメント。まあ、あの一つとして、距離が伸びたことは良かったと思いますけど、ね、3走前、この舞台で16着で侵害負けとかしてる馬で、なかなか難しいんですよね。力はあるんですけどね。でも、まあ、今回、ようやく。 あの形になる、えー、結果出ししてくれましたね、はいうん、途中でやめようとするから距離がああ、ね、や,やっぱこのま,まもあの中山1,008の,あの未勝利戦がめっちゃ強かったんで中山2,400も見たいんですけど距離長かったらやっぱやめてしまうんかなとかはねちょっと難しいですよね。うん 4着のベルウッドグラス、はいこ、これ第一水晶で4コーナー回ったときはっていうか、まあ、残り200メーターぐらいまで,でも,もう余裕で取ったと思ってましたけどね。ねい,いやと思ってましたからね。いやあれで,あれであ、ね、4まで行くかっていうのは、ちょっとね、私はあの番、えー、2番、3番、3連覆持ってるから、うんうん、この,、ね、あの軸持ってるからいやあれ、あれもちょっと悔しいですけどね、まあ、逃げてレースぶりは了解したけど、でも先ほども言ったように、ババ速くて、時計速くて。 そういうふうに向いてる馬場の中での四ですから、最高の、あの、最高に運んで、この四っていうのは、あんまりちょっと評価できんかな、と思いますね。以上です。はい、ありがとうございます。では、五レースいきましょう。はい。 芝1 4 0 0ルの3歳未勝利戦ですね。白山イーグル、1004がぴったりというコメントね。2>, まあ2走前、えー、この舞台で3着としてますけど、まあ、1004ぴったりと。前半35秒3で上がりが34秒3と。えー、点と上がりを見たら天皇が、えー、1秒も遅いラップですから、打ち目の好、ー、意ていう、そういう初期条件っていうのも良かったと思いますね。3、うんまあ、馬審査と。 え圧勝ですよね、うん、で2着のメリージェーン、まあ確かに勝ち馬とは0.5秒差つけられてますけど、1008、2000からぐっと内容がよ,よくなったあたり、こちらも距離短縮というのはプラスに働いてますよね。この2等です。はい、ありがとうございます。で,すでは、6レースいきましょう。はいえー えー、芝1800メ、えートルの3歳の未勝利戦ですね。はいえーまあ、前半1000メートルが60秒4で上がりが34秒6というラップにま,まとめて、ミステが逃げ,逃げ切りました。うん、このレースね、ねレ,レース前、戦前からの予想の段階で軽い芝向きの瞬発力を持っている馬が一歩もいない組<あ>見合わせなんで、はいうん、なので、まあ、そういった意味で、やはり前に行っている馬っていうのがなだれ込む結果になるのはちょっと、まあ、分からんでもないですね。はいうん、まあ あのミスティアに関しては、えー、距離が伸びて、すっと前に行けたっていうのは大きいし、もともと能力が高い馬、今日は前回よりも体が絞れて良くなっていたと、マイナス4キロっていうのも、まあ、松岡騎手は評価してますね。うん 2>, うん、2着のパロサント、これはね、初戦からがらっと変わってきました。えー、それでも、まだキョロキョロして気を使うところがある、えー、それでもこれだけの走りができているし、いいものがあるっていうコメント出てますね。 まあ、湘南夏空、これぐらいは走るんですけど、まあ、3走前にこの舞台で、ね、2着あるんですけど、この時も自身の上がり35秒0っていうのはかなり平凡ですし、うん、やっぱり切れないですね。その中でもまあ最も切れるのが、ねまあ、15番のロール・オブ・アームズでしたけど、8着と、もう少し長い距離にトライしてもいいかもしれないと、距離延長を示唆してます。 えー、買ったねミスティアンしても、東京軽い芝で買ってるけど、瞬発力っていうのはね34秒6 0かは全然出してませんから、やはりこ,このレースの馬は、まあ、みんな重い芝の方がいいんじゃないかなというふうにはい、ありがとうございます。では7レースいきましょう。はい えー、7レースですね芝1 4 0 0ルの、えー、3歳の一生クラスの一戦。えー、孫氏、もう文句なしの強さでしたね。前半35秒3で上がりが33秒8。もうね、用意ドンの瞬発力勝負のスローペースになりましたけども、えー、意,外意外と硬いババーコンディションだったのですが、こなしてくれたと。上がり33秒0。文句なしで、えー、1分20秒9も早いですし、えー、強い内容だったと思いますね。スローからの用意ドンの瞬発力勝負だなったら着差がつきづらいんですけども、その中での0.5秒差っていうのはもう 圧勝と言ってもいい着さですまあ2着のニコラウスえ、まあ、この舞台しか走ってませんからね昇級でも通用するところ、えー、で言い,い上がり持ってることも示しましたねスタートの後手を跳ね返しての2着っていうのはこれ評価できる2着かと思います4着のシャインズ・オブ・オン・ユーは、うん、あのー、切れる足がないからこそ鼻いってあの乗り方としては悪くなかったと思いますまあそれでもね、あのー、やっぱ33秒台とかを使,使わ使て あの使う馬たちに声で刺されてしまうわけですから、やはりシャインゾーン,ズオンユーは重い芝向きやっていうのがはっきり分かりましたね。アスカのロマンさん、どうもありがとうございます。 えー、出,社出社中ですが、オフィスに誰もいなくなったのでスパチャできました <laughs>、えー。シャインズ・オン・ユーさん4着、えー、ゴリゴリのひいき目ではああ、えー、相手も強かったし、<laughs> 悲観する内容ではなかったと思います。そう思いつつ、推奨一番手、えー、番組注目場として最も、えー、無価値な結果になってしま,ししまい、ままししたい残念です。キャリア参戦、すべてコースも機種も戦法も違う競馬で、出社としても戸惑う。えー おりますが、えー、実践に、えー、期待します、えー。長文指定しました。また後ほど現れ,す現れますということですね。いやありがとうございます。ナイスパレございます。すそうですね。まあそのまああの瞬発力をねあの不足っていうかその切れ味がないっていうね、うん、頃にその内容は切れ味ってものとはちょっとあの無縁な競馬をしててまあ、それを補うために鼻を切ったっていうのはいい乗り方なんですよ。うんうん いい乗り方なんですけど、まあ、それでも、ちょっとペースを、あのー、言ったら、こう、抑えすぎで、もっと持続力生かす乗り方。まあ、でも、ね、まだどれぐらい切れるかってかわからないから、まあ、今回に関しては、しそうとしてよかったと思います。まあ、でも、これではっきり言うと重い芝向きやっていうのが分かりましたからね。うんうん、まあ、1400の距離は合ってると思うし、まあ、将来は1200もどうなんかなとああ、確かに。そう、ね、里のクラウンサンクですけどね。うん。と思いますね。 まあまあいいと思いますね。賞金は稼いでますしね。まあこの辺は先楽しみやと思いますね。ありがとうございます。ナイス。仕事中にありがとうございます。ありがとうございます。残業頑張ってください。まあバスターコールとかはね、6着。まあこれ、東京戦4で新馬戦勝ってますけど、まあスタートで出遅れたのもありますけど、このまま持続力の馬なんですよね。東京は合ってないですね。以上です。はい、ありがとうございます。では8レースいきましょう。 えー、ダート1400メートルの一生クラスの一戦ですね、えー、オーラビルス、えー、菅原明氏のコメントは、まあ、攻め馬の奔走をやっていた分ってことで、まあ、4ヶ月ぶりの休養明けでしたけれども、しっかりとできてたっていうことですね、その後今日のような不当剤、凍結防止剤の入った程よく時計のかかるババアが合っているって言ってますけど、この人間違ってますね、あの先ほど私言ったように、この土曜日というのは時計かなり早いです。はい、なのであの、時計があるって言ってますけど、これ、嘘です。はいうん 2着の佐藤のガレオンは、まあとね、最後、叩き合いになりましたけども、えーまあ、距離は問題ありませんでしたと。確かに、ここにそう千人でしたけど、えー、今回、距離が戦4に伸びましたし、しかもまあ左回りっていうのはねどうかっていうのがわからない中でも、まあ、勝ち負け演じましたから、えー、クリアはしました。ただ、まあ、どこがベストかっていうのはまだちょっとわからないのでね、えー、見ていきたいとは思いますけども、まあ、この内容での2着だったと思います。3着のロード・ブライト。えー、ね これちょっとね、この休養前の成績からはちょっと手が出ませんけども、えー、ね、馬がしっかりしていたというコメントと、えー、直線でずっとうちに持たれていたのがもったいなかった、ま、うん、っすぐ走れていれば今日は勝てていたってコメントが出てるんですよ。はい、ね、あのー ちょっと、ね、1400の距離もどうかわからないし、ちょっと手の出しづらいような成績続きだったんですけど、まあ、今回の内容でこん,なこんなコメントが出ているってことは、ね、次あの、この内容を付録しするのは危険やとは思いますね。はい、で、 うん、4着の湘南アビアス、5着のベリベリベリ。5着のベリベリベリは、はっきり言うと1波論短くすればもっと良さが出ると、えー、距離短縮を示唆してますけども、えー、湘南、えー、アビアスはね、ね、点35秒0と、まあ、確かにちょっと早めのペースではあるんですけども、時計早いからね、前板をやっぱり有利なんですよ。で、鼻にこだわらないし、今日のような競馬ができれば、このクラスでもやれるっていうコメントありますけど、うん、このスモーズに鼻切って、やっぱり4着と粘り込めてないところを見ると、うーん。 もっと短いこのままだからね、まだちょっとその短距離経験ないけどあの、ベリベリベリと同じく距離短縮してもいいんじゃないかなとも感じる結果ではありましたよね。うん、以上です。はい、はい、ありがとうございます。では9レースいきましょう。<laughs> 箱根特別ですね、えー、芝野2400メートルの2勝クラスのハンデ戦ですね、はい、メイテソーロ、まあねえー、東京2400の青葉賞はいい競馬をしていると、まあ、確かにあの4着は青葉賞であるんですけど、でもちょっとその後のの成績がいまいちあったから、今更青葉賞と言われてもなんですけど、ね、まあまあ、具体的には合ってたということでしょうけどね <laughs>、まあたた、ただこれ、これの6倍は人気しすぎやと思いますけどね。 ずっと裏切られれてきた馬ですけどこれ、ね、難しいな 2>, ここ2着のダノン・ターキッシュもなかなか難しいですよね、うん、ダートからの芝代わりで、うんまあ、もちろんねその芝代わりが良かったっていうことは言えますけど、まあ、でもこの舞台でもねあのーまあ、1回が3着があるとはいえ、やはりちょっとこのクラスで目立った成績のない馬ですから。う あのー、これもちょっとといいいいづらいなううふうに思います、はいまあ、1000m 通過が61秒8でレースの上がりが35秒2ってことでなかなか切れる馬がいませんよね、これもこれも展開的に考えたら、うん、もっと切れる馬がスパッといかなあかんのに,にちょっと低レベルの一戦かなというふうふに思います。 そうですねまあ、4着のアームブランシュ、休み明けで体重が減っていた分もあるかもしれない、確かにね、うん、マイナス14キロというのは、ちょっと普通の状態じゃないと思いますね、給与明けで。あと、マコトベリーキーこ、これがね、前走33秒5を使ってるわけやから、やはりこれぐらいの流れやったら、スパッとっていうか、もう、あの先頭から押し切ってほしいところだったんですけども。 うんえー、またがって地下道からコントロールが効いていませんでしたと、レースのス,スローの分折り合いを変えたと、ちょっとまあ力を出し切れてないなというふうにレース後のコメントでは思いますね。以上です、うん。はい、ありがとうございますあ。トマキさん、どうもありがとうございます。えー、孫子は藤田オーナーの、えー、馬なので、今後楽しみですと、オーナーは違いますが、上を向いてご覧も勝利ということですね。なるほどね。ありがとうございます。そうですね、まあ、あのー、孫子はね、まあ、1004しか経験なかったっけ あーなんかそうす、ね、ですよね、うん。ですよね。だからこのあと距離がね、1004から変わったときにどうかっていうのが問題ではあり,、うん、ありますけど、今回で、えー、得た収穫っていうのは軽い芝向けの優秀な瞬発力があるってことはね、今後につながりますよね。ねうん、あとは、あとはまあね16伸びて大丈夫かどうかとか、その辺はやっぱりポイントにはなってくると思います。うんはい、ありがとうございます。ナイスパでございます。ナイスパです。はい。では、えー、次、えー、10レースいきましょう。ーね、はい。はいえー ススステークでですすねね、えー、芝のののメートルの、えー、クラスの一戦、ねはいえー、まずね、そうね、これ人気馬はちょっと頼りなかったな、まず4着のレイベリングですけど、折り合いは1004なら大丈夫って言ってますけど、えー、姉妹は足を使っていますが、いつもほどの爆発力はありませんでしたと。 うんまあ、前走はね、3、ま、勝、あ、クラスってあんまりレースの数がす多くないので、仕方ないかもしれんけど、やはりこの馬が一番強い競馬をしてるのってマイルなんですよ。うん、まず東京の新馬戦の、東京戦6の新馬戦も非常に強かったし、あとその後との浅い、えーね、イ,イフィーチリティステークスも3着と来てるわけですから、うん、私はマイル使うべきだと思うんですけどもね、1 0 4のにここに、そので、めっちゃ前半置かれてるじゃないですか。うん うんねえせまあ、東京やったら専用、まあ、前奏の阪神の内容を見たら東京やったら専用でもって思うのはわ、まあ、かるんですけど、うん、なんかねもうなんか、うん、条件クラスの馬ではないと思ってたけど条件クラスの馬にな,ってしなり下がってしまってますよね、うんうん、ちょっと残念ではありますあとねマンドローネ前奏ねこんな瞬発力を持ってたんかってちょっと驚かされたんですけどいや全然ですよねうん えー、もう少し足がたまれば、姉妹の伸びも違うと思うというコメントあるんですけど、まあ、そ,そういうコメントが出るってことは、あのまあ、前半から先行する形よりも、末足を生かす形の方が合ってるってことなんでしょうけど、でもそれにしても負けすぎですけど、だって持続力も瞬発力も両方とも,もう示,し示してるわけやから、この後は伸び,だ伸びていくだけやというところの、この十四着であ、9着か、ちょっとやりすぎですよね。 で、まあ高層場ですけども、えー、ベルトファイム、まあ、この馬はね、この東京専用ずっともうあの合わせて使ってますけども。 えー、レース感覚が開いていたが、馬は良くなっていたということで、立て直された効果っていうのが、えー、リフレッシュ効果が出た勝利だと思います。あと2着のミシシビテソールはね5走前の豊坂特別ですよね。この新潟で見せた上がり32秒7、ねえー、軽石場のマイルっていうのが、えー、合っているという、軽石場が合っているのはもう確かですけども、この1400の距離が今回はどうかってとこでしたけど、いいコメント出てます。えー この走りを見ると距離的には14がベストかもしれないってコメント出ましたねこれで軽い芝の14が面白いっていうことが分かったのでそれやったらオープン行ってもちょっとね楽しみしたいなっていうふうに思いますはい、うん、まあまだまだこのクラスですけどねまあ上のクラスでも行ってほしいなと思いますね3着の山にね電波でこれあ難しいですけど、うん、いやーねーこれ距離短縮よ、ね、がいい方に出たとはちょっと よ読めなかったですけどでも距離短縮もいい方に出てくれたいやそれしかないと思いますねもともと軽いはなんて全く無縁の馬でしたけどもうんあのー、いや1400の距離でこんだけの変わり目見せるのかとちょっとこれは驚きの前進でしたはいあとねえー、5着のサンカルパがスタート出遅れてまあ、メンバー中最速ながりを使ってるんですけどねえー 今日は姉妹を伸ばすレース運びとこうで、この競馬がきっかけになってくれれば、能力はさすがのものがあると。まあ、このまま重い芝の方がいいタイプではありますけど、こうやってちょっと短めの距離で末足を生かす競馬っていうのが合ってるっていうのは分かっただけに、まあまあ、中山マイルとかでもいいと思うんですけど、さす,す競馬でちょっとこの後注目したいなという,ふうに思いますね。以上です。はい、ありがとうございます。では11レースいきましょう、はい。クイーンカップですね。えー 芝の1 6 0 0ルの G3 ですね、うん、クイーンズウォーク、非常に強かったですね。しかもね、コメントが相当強いコメントが出てます。今回は1600を走らせたかったわけではなくって、これどういうことかって言ったら、うん、あのリバティアイランドの時のあの距離を試すあの、ね、オークス圧勝した時に、あのー、まに、あ、次のジャパンカップを見てたとか、あと桜花賞の時でも、あの 次のオ,あのオークスのことを見据えて前半全くいかなかったとか、うん、あの川崎氏は結構そういうふうに先を見ますよね。うん、特に牝馬の場合っていうのは1600から2400という大きな距離延長があるから、やはりそれをもう見越したコメントがこの時期から出ているっていうのはすごいです。1600を走らせたかったわけではないって言ってるんですよ。この後お菓子をあんのに。それで買ってしまうっていうのは相当能力も高いし、また言えば2400を見据えてるってことですよね。うんうん、で、えー、うん。 うん、そうですね,ね。前半35秒4というのは決して早いペースじゃない中、えー、レースの上がりが34秒4と、変ンより上がりの方が、えー、1秒も早い中4、4コーナー11番手から33秒4を使っての差し切りというのは、えー、着差はわずか首でしたけど、それ以上の強さがあったと思いますね。うん、非常に強いものがあったと思います。まあ、この競馬を見ると、まあねあの、やはりオークス相当有力だと思いますし、まあ、もちろんオ賀カショも有力になりますよね。ただオ賀カショは、 先ほども言ったように、次のオー,オークスを見据えて、えー、そんなに無理をした競馬をしないということなんで、一度一度りから考えても、ちょっと取りこぼす可能性というのはあるかもしれないですよね確かに、うん。その辺がポイントになってくると思います。で、2着のアルセナール。 えまあ確かにそのクイーンズウォークの強さにはねちょっと舌を巻きましたけども、それでも、この馬も直線での振りが痛かったと調教師が言ってるように、ああ直線でねあのまあ進路なくなるようなシーンがちょっとありましたから、それがあってのあの首差ですから、確かにまともやったら、逆にクイーンズウォークは差し届いてない可能性はあるかと思いますま。この東京戦力の新馬戦勝ってますけど、時計とかも大幅に短縮してますからね、時計何秒、2点、自身の時計だけ見ても3秒短縮してるのか。 2.9秒か、い,いや、これ、かなり優秀やと思いますね。まあ、ただ、東京16しかね、経験してないから、やはりこのあと、えー、阪神1 6行ってどうかっていうのは、やっぱポイントにはなってきますよね。そういう点でね、クイーンズウォークは前走、阪神の18勝っているっていうのはでかいですよね、うん。はい、3着のルージュスエールと追い込んできましたね。すごかったですねこれも、これもなかなかやと思う。スタート出遅れた瞬間に私も終わりないと思いましたね。けど、あれで追い込んできましたね。 えー、今日は面構着用したと、効果があった。まずバグの工夫ね。それプラス、燃えやすい気象ですし、ゲート内でいじりたくなかったので、そのままにしていたらスタートはもう一つと。えー、ただ、その形でもしっかりと足を使ったように収穫のある内容だった。うん。上がり33秒5っていうのは、クイーンズウォークよりも0.1秒を取りますけど、33秒台を使っているのはこの2頭だけなんですよね。うん、ただ、どうなんでしょうね。 私はやっぱりベストは1004じゃないかなというふうにちょっと感じます。すね、まあもちろん、もちろんね、あの16がこの後大と、所まあこのまあ多分大花賞の後あと、NHK マイル行くと思いますけども、その路線、やっぱり16をこなさないとあかん中での、えー、この競馬、まあ、ね、上がりの足使いましたけども、えー、スタート出た時にどういう競馬するのかとかね、ちょっと楽しみはありますけど、うん、どうなんかな、1004 100の子や、1004やったら差し切ってんのちゃうかなとか、ちょっと思いますね。う 4着のサクセスカラーは前走、新馬戦ね、もう時計が非常に優秀やけど、ただ、やはりね、持続力を要求する流れで強い競馬やったから、うん、軽い芝の瞬発力っていうのはやっぱりどうなんかっていうのは、えーね、ちょっとやっぱ、あのー、あの不安としてありましたけど、まあこう内容でしたけど、やっぱりこういう結果を見ると、重い芝の方がいいと思いますね。 で5着の森のねレッドスターも中山戦のこう前走を勝っているように、やはり、えー、この2頭というのは重い芝の方がいいと思います。うん、はいではうん、えー、そうですね。で、次ははい7着の、えー、テリオス・サラ、直線ねと半ばぐらいまではあこのまま来るんかと思ったけど、そこでパタで止まりましたね。で 最後バテてはいませんがっていうコメントがあるんですよ。もう少し速い足が欲しい。こういうコメントが出ると距離延長が味方になる可能性が高まります、うんうん。言ったらバテてないって言ってるわけけど切り負けしてるわけやからそれやったら距離伸びた方がいいんじゃないかと思いますね。うんうん、あの7着っていう着順は案外でしたけどそれ以上の見せ場はあのビジョン的なものはあったと思います。うん、サフィラこれ悠々しき負け方ですね。うん うん4コーナーで先に手応えがなくなってしまったと、もう淡泊なコメントで、まあ、ケバウクの見解は10キロ減で体の張りが少し足りない,そういや、そうやと思いますね。ねこのね、2ヶ月の休養で、もともと440ってそんな大きくない馬が、ね、432と、このマイナス10はやっぱりちょっと調整しミスかなというふうに思いますよね。はいうん、で、はい、ルージュ・サリナスですけども。えー そうですねまああのー、日,弱日弱さがまだありますし、えー、道中はずっとおっつけ同士になっていたと、えー、キャリアを重ねながら良さが出てくればいいというコメントねちょっと今回は見せなく終わってしまいましたけど新馬戦の内容はなかなか強いもんだっただけに私はこの馬将来走ってくると思うんですよね、うん、なのでちょっとまあ,あのすぐ時間はかかるかもしれんけどあのちょっとルージュ・サリナスという馬あ私は注目しています。うん <laughs> でガビーズシスター、まあね、芝挑戦、これはまあ仕方ないですけど、まあ、もっとクッションの効いた芝かダートの方がいいかもしれない。まあ、ダートで、ね、相当な馬になれると思うので、まあ、早くもう自分の路線に行った方がいいんじゃないかなと私は思います。以上です。はい、というわけでたくさんお話しいただきました。以上、クイーンカップの解答でした。こんな感じで全レースお話がいただける貴重なチャンネルです。ぜひ皆様、チャンネル登録と高評価ボタンまだ押してない方は高評価ボタン。 よろししくお願いしますあ。ルージュ・サリネスのじゃあルージュス・ジュスウェルトのコメントも貼っていただきました。ありがとうございます。はい、では続けて、最終レースですね。はい、最終レースあサリネスのルージュ・サリネスの方も貼ってください。ありがとうございます。 まあそうですね、あの戦前の,あの陣営のコメントもルージュ・スタリナさだいぶ弱かったんです。まあまあ、うん、なんか結構ちょっと時間,時間がかかりそうやなというのは思いましたけどね、でもやっぱり新馬聖の内容とこの人気を見たら、私は狙ってみたくと思いましたけど、まあ、結果見たら、まあ、確かに陣営言ってる通りで、ちょっと時間かかるかなと思いましたけど、まあ、素質はあるまいと思うんで、私は期待したいなというふうに思いますね。 で最初いきます。はいえー、ダー六 1600m の2勝クラスの一戦ですね。サルバトーレ、戦、え、六、ーはい、の方が競馬しやすいと、はい、前走専用に距離短縮してま,し,ましたけど、戦六に戻して快勝と、えーまあ、後続に0.5秒差、上がり35秒8、文句ない強さだったと思います。一方でね タケル・ペガサスですよね。まあ、前走の中山1008は仕方ないなと思うんですけど今回は結果出さなあかんね番なんですけども先頭に立って逃げてしまった方がいいかもしれないというコメントねちょっとあの嫌なコメント出てきましたねうん、うん、まあ確かに今回控える形になって伸びなかったところを見ると自分のペースで、えー、ハイペースでも行った方がいいかなっていうのはありますこの2頭ですね以上です はい、ありがとうございます。ということで、えー、土曜日と狂言ス振り返っていただきました。ありがとうございます。その中で、次層注目場を取り上げていただく狙い馬のコーナーです。皆様、メモの準備とともに少しお待ちください。よ<っ>。いはい、えー、っと。 3、うん、レースですね、コーカス、えー,ああーカさサゴ,ゴールド。これ、はい、上がり35秒8はなかなかすごいし、うん、これはね、まあ、軽いダート合うですね。距離はちょっともっと伸びてみたいですけど、とりあえず軽いダート合ういや、この決め手はちょっとね、クラス上ぐらいのもんやと思いますね。あのまあ、東京戦六って、まあ、前も喋りましたけど、あのユニコーンを中心にいっぱいオープンとかあるんで、はい、まあまあ、 まだね、あの明け3歳だったら2100とかないから、その辺狙ってきてもいいと思いますけど、いやでもいい気味であると思いますね。はいうん、加藤和弘9社って言すね。あ、これ、そうです、だからサインしてまし買った後、めっちゃニコニコでサインしてるのを見て、おーおーあなんかいいなと思いながら見てました。おーおー それなんか本州いっぱい出すとか書いてましたね。ああ確かにあの、うん、トラハルダーとか障害で逃げてた、ううん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 。あれ水上馬ですからね。ああそうでしたね三番ね。うんうん、ええー、はい。うんこれも一等でいきましょう。はいというわけでぜひはい高価サスゴールドはいパケ作戦にお役立てください。ではこの日走った注目馬を振り返っていきたいと思いますがまず そうですねこれ4でしたねベルトドグラスね4ねまあ重いだとかどうかって話でまあでもこのね舞台は走ってますもんねそうなんですよね、うんうん、ちょっとうんまあ何回も見てもねっていうか何回見てもっていうかほんま残り2 0 0メートルぐらいまで2着ですからね、はい、うんなかなか最後あんまなりましたけどどないしましょうかねまあ先ほどの言ったように最高にうまいこと走ってこれなんですよね、うん なのでこれは副長の感じる4ですって言えないんですよ、うん、もう多分この後下がっていくと思うんですけどね <laughs> まあまあとりあえずとりあえず三角にします <laughs> はいわかりましたで、うん、まあクロックフォードですねさっきお話しいただきましたけどはいこれはねもう本当に気持ちの面まあ本当はねもうこうやって全然スタートも悪いし全然せせあ,のせあの前半から走っていかれへんから中山2400は本当にいいと思うんですけど <laughs> まあ ね、先ほども言ったように長い距離,距離を伸ばしたらや,るやめてしまうかとかあるから、うん、なかなか難しいですよね、まあまるで。まるでとりあえず残します。はい、わかりました。で、まあ、7レース、まあ、デビッド・デ・ソウルはまあ芝に挑戦みたいな感じだったのでまあまあしょうがないかなと思いますが7レースですよね。うんはい うん、はい、えー、三角そのまま置いといてください。はい、かりましたで、社員増有、確かにまあ、ね、逃げたときはおおって思いましたけど、まあ、4でしたね、切れ負けというかんううん。まあ、<laughs> 私もあの損、私は損失との二軸で,で狙ってたんですけど、まあ、ねまあ、まあ乗り方としては私は文句ないです。うんうん、まあ、やはり、ま、え、る、ー、で残しますけど、コメントは重、えー、い芝合うにします。なるほど。変えますはい、もうはっきり分かりました。はい、続けて。 同じレースかなちゃうあそうです、ね、カイコはまあやっぱ重い芝で、ね、どうなのっていう、ね、そうですね,馬ですねあのー、そう前走内容ねあの中山千人の内容がおって思ったのでそうあのー、距離伸びてちょっと中山千六ぐらい出てほしいなっていう話をしてましたけどもまあやはりこうやって軽い芝でね上がり33秒0とか使う馬が構想してる馬場っていうのはしんどいと思いますねまあ負けすぎではありますけど三角で残しますはい分かりましたでまあそうですね8レースのグランホールはかなり期待したんですが ちょっと、なんかあんまりでしたね。うん。伸びずば。そうですね。すねまあ、でも、この結果で、千二がベストの可能性が高まったんですよ。すね、なので、三角で残します。はい。おそらく、まあ、まだ、あの、コメント変えませんけど、おそらく千二ベストです。あ、確かにかりました、うん。うん。で、九レースのマトベリー期、まあ、引っかかっちゃいましたね。ここ逃げてましたけどね。うんうん、まあ、先ほどもね、まあ、あの、触れましたけども、もう、あのー。 えー、回収馬からコントロール取れてないっていうコメントでしたので、うん、ちょっとまあ多分精神的に、まあ、長距離輸送とかいろいろあったと思います。なのでまあこれは度外視で三角です。三角。はい、わかりました。で、もうこれも先ほどお話しいただいたレイベリングね、どうですかね。うーん。ね<ー>まあそうですね、ちょっとね。うん。うん、案外の結果ですよね。ま,まあ一応まだちょっと三角で置いておきます。 はい、わかりました。で、まあ、同じレース、マンドローネ。ね、いやー、前走がめちゃくちゃ強かっただけね、まあ、今回休み明けではありましたけど、ちょっとあまりにも走ってない、あまりにも走ってないからこそ力負けではないと思います。確かにまあ三角ですね。はい、わかりました。以上、1ページ目です。これ2ページ目あるんです、すみません。あのクイ、クイーンカップがあるで、はい。はい。断崖しまして。で、えー、はい。 クイーンカップです。まず3頭、まあ、サクセスからそうですね、前走中山での時計が優秀だった馬ですが、そう、まあこれももう先ほどの、あのー、馬と一緒ですねもう、もう軽い芝、今回チャレンジしたけど、ダメやって、まあダメって言ってもね、重傷で4着やからよう頑張ってますけども、まあやはり重い芝の方が私はいいと思います。なので、丸で残しますけども、重い芝向きとコメント書いてください。重い芝向き。はい、分、うん、かりました。で、まあ、ガビーズシスターまあね、 あのダートに、うんうん、うんはい、まあそうですね、まあこれは戻ってくると思いますね。すねまだ次楽しみにしたいと思います。はい、丸で残します。丸、はい。で、ルージュセールテ、まあ1600円と限るということで、うん、まあその通りになったような形ですか。うん、うん、まあそうですね。まあでも1600をに対応させようといろんなことをしてるなっていうのを思いましたし、こうやってしっかりと。 ねあのー、最後、あの4コーナー12番手という後方からでも指してきた内容というのは、えー、かなり大きな収穫を得た,、うん、得たと思います。ま,あ、まだ伸びしろもあると思いますし、まるで残します。ただやっぱりベストは専用かなとも思ってますけどね、まあ、先ほども言ったように、うで,ね、でも G1 が2つ専属ありますから、やはりそれ目指さなあかんだけに、今は勉強の期間ですね。うん、はいというわけで、はいはい、以上、土曜日東京でした。はい、では続けて土曜日京都ですね、こちらのお話も伺っていきたいと思いますお願いします。 はい、では、えー、土曜日の京都行きましょう。まず風ですけども、土曜日の京都は、えー、風なしです。<し>では行きましょう。土曜日の京都一レース行きます。 えー、ダー,ドメート1 8 0 0ルの、えー、3歳未処理戦、牝馬限定戦ですね。もう、ワ、え、ン、ー・ツーがもうダ初ダートの2頭でしたけども、えーまあ、その中でサウンド・アレグリア、ダートも合っているというコメント。で、2, 2着のミス・パープルは勝ち馬が強かったと、まあ、0.5秒差つけられてますからね。えーまあ、だただ、ダート基礎馬たちには先着したと。まあ、3着のシャロームは前走ね、えー、まあ、 小倉の1700で、まあ、平凡な内容に終わってるだけにちょっとどうなんかなと思ってましたけど、まあ、金量が4キロ増えた中でのこの3着、まあえー、自分の力を出してくれたというコメントがあるように、未勝利は勝てる前まなというふうには思いますね。はい。以上です。はい。ありがとうございます。では2レースいきましょう。ダート 1900m の3歳の未勝利戦ですね。えー、アンバードードル ここ,ここ2層の比較とか見ても、えーまあ、まず、まあ、あとデビューからね勝ち馬ホーエーバーヤングブルーサントかなり強いですから、うんでまあ、だからこそ前層で2番人気に支持されたわけですけどでも前層の内容を見たら今回距離が伸びたことプラスまあ 京都はもともと軽いダートではありますけど、両馬場でやれたこと、こういうふうにあの条件がわりというのはやっぱプラスに働いていると思いますね。だって前走、自分の足、えー、上がり36秒9でしたけど、今回38秒4で勝っているってことは、上がりかかる重いダートとかがもっといいと思いますね。うんうん、で、2着の名将・ソータ、これもね、前走は同じ東京、えー、ごめんなさい、京都選球でしたけど、前走は不良で、今回、両と。うん、同じ舞台でも馬場が重くなって前進したという見方ができます。うんはい カズビト社ですよね。1.3倍ですよ。うん。まあ前半から隅が悪く、4角では、もう四コーナーでは手応えがありませんでした。考えられる理由は2つです。1つは、もう疲れが溜まってたっていう状態面の、ね、あの前走とか走って、その状態面の問題。もう1個は、はい、前走が不良で、今回、量なんですよね。うん、まあ坂井隆石氏は戦前から、あの別に両場でも問題ないっていうコメントはしてたんですけども、まあ、それでも、 この負け方を見たらもしかしたらその可能性はありますよねうん、まあどっちかやと思いますねはい以上ですはいありがとうございますでは三レース行きましょう、えー、ダート千四百メートルの3歳、えー、未処理戦牝馬限定戦ですねはい、クイーンズセレンでこれは頭妙味ありなんですけども、はい、まああのー そうですねまあ、安いですけど、私はあのー、まあ3連単を取りましたね。はいやまあ、安いですけどね。大外枠っていうのもあって、まず中間、えー、中,間中立の練習をしてくれてスタートも良かった、まあ、大外枠も良かったと思いますね。それで、この枠ですので砂をかぶせることなく運べたっていうコメントあるように、えー、大外枠っていうのも味方になってます。今回に関ししててては、まあ、った最高100点満点の競馬をしてこれっていう に考えた方がいいですね 2>,、はい、2着のランランガールは買ったのが強かったと、まあ、ずっと2着ですけど、まあ、いつ順番回ってくるか、レベルですよね。3着のウィズーリープは、これは花切ったのは非常に良かったと思いますね。やっぱ初ダートで、あのーね、砂かぶったりしたらどうか全然わからん中での花っていうのはでかいんですけど、まあ、前半35秒に上がりが38秒3と、やっぱちょっと早いペースになってしまったかなというふうに思います。まあえーあ 兄のルガルと比べるとまだ緩さがありますが、その分伸びしろがあるというコメントも出てますね。うん、まあ、芝か,からダートに変わったことはプラスに働いているかなというふうに思います。あと、うん、4着の Z シルビア、5着の、えー、ビリディット、まあ、先ほど言ったようにサシウマが台頭できる展開にはなってますけど、まあ、この2頭とも1002から1004の距離延長というのも味方になっていると思える前進だと思いますね。以上です。はい、ありがとうございます。では4レースいきましょう。 はいえー、ダート1 2 0 0ルの3歳新馬戦ですね、はい。妖怪ディスコ、ね、逃げてそのまま押し切りました。前半36秒2で後半36秒5やから、えーまあ、逃げ切りではありますけど、おしまいもしっかりしてるし、これメンバー中最速の流れ使ってますからね、そまあ、あのおしまいもしっかりしてるなと思います。2着の、ね、タミゼ2番手から突き放されているわけですからね、カチューマは、えー、単なる逃げ馬じゃないかもしれないですね。 えー、妖怪ディスコは1本目はそうでもなかったけど二の足の速さで鼻れっていうコメントです。2着のダミゼ、えー、タミゼ、返し馬の時にうるさかったですと言い、えー、まで慣れてくれば走ってくるっていうコメント出てますね。はい、この後ろも5馬審査ですからね。うん、はい、以上です。はい、ありがとうございます。では5、えー、レースいきましょう。はい ええー、島に千メートルの山菜の未勝利戦ですね。はい、これね、あの三、ー、頭私、水晶穴も全部来たんですけど。ああ、ね、でも、まあ、あのー、まあ、第一水晶が勝ったから、単とうまれうまたん馬取ったけど、全部供養取らなかったですね。うん。うんう ああ来ましたねようやく来ました。えー、11月18日以来、白、え、鳥、ー、馬券ですと、まあ、確かに結構ね、すごい3ヶ月ぐらい3、3ヶ月来ませんでしたもんね。はいえー、例年は年明け早々に来るんですが、今年は中国の春節に合わせたようですねと <laughs>、えー。と京都5レースは 10番の玉モランプを軸にし,、えー、しましたが、サード直後に外に寄られるふりに遭い、もう終わったと、えー、おわ思いましたが <laughs>、えー、向こう上面で追い上げ、うん、直線に入ると前に、えー、出ようとしたマルカオペラを、えー、外から抑え込み、垂れそうになった4に頑張れと言わんばかりに、平4が盛り返して、えー、逃げ <laughs> えー、逃げたロクに一緒に迫るという素人馬券司兵士で最も感動したレーセしたということですねなるほど、はい、なんかみんなが助け合ってるみたいなはい。あ,はい、あ、そうですねまああのー まあ、これ、これ私もねそうなんですよ、私もこれ、あの3頭だけの推奨で全部来たんですけど、うん、私は帝王ダグラスがね、やっぱ、あのそ,、ねうん、その金量のやっぱ恩恵っていうのが、このメンバーやったらでかくなるんじゃないかなっていうふうに思って、えー、狙ったわけですけども、まあでもそれ、やっぱり、その積極的に乗った長嶋騎士っていうのは、なかなか良かったと思いますね。あのー うん、でコメントを見ると先生から切れる馬じゃないと聞いていたから前で運ぶつもりと初めて逃げる形になって物見をしていたがラストはよくしのいでくれたというコメントでます、ね。で2着のレディー・バリューは距離が伸びたが上手に走ってくれた、まあ、むしろ距離が伸びたことがプラスに働いているという2着と見ていいと思います。はいうん、3着のタマモランプはねその素人さん書かれているようにそうなんですよね。あのー スタ,ートでね、スタート後に不利受けて、その中でしかもペースの、ね、遅い中、1000メーター通過が62秒7で上がりが35秒3、あのーまあ、そのい遅い流れの中、メンバー中最速の流れを使って差し込んできた内容というのは、これね、あの初戦としてはなかなか良かったですし、うん、しかも、えー、コメント、助手のコメントを見ると、ここを使って前向きになってきそうだとジョッキーも話していたということで、うん、次、勝ち負け可能かなというふうに思いますね。以上です はい、シロトさんのスパイャありがとうございます。ここまで、ね。ナイスパ待ってくれたんですね、きっとね、もうすごいで。なるほどね。ちょうど、はい、ちょうどどこに待ってくれたんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい。では、6レースいきましょう。はいえー、ダート1400メートルの3歳の未勝利戦ですね。うん、やはりもう、これ、戦前からやっぱベルベザー、あの、バーサス、えー、リネア・グローリア、うん、もう、この2頭のやっぱ戦いになるなと思ってましたが、ペースがね、まあ、勝ち馬にやっぱ向きましたね。前半、サハロン34秒9で、上がりが39秒1もかかってますから、 これはどんと濃いの展開になってます。まあ、その中をリニア・グローリアはね、正攻法の競馬、まあ、ただちょっとやっぱり先ほども言ったようにハイペースを誘発してしまったなっていう展開にはなってます。うん、なので、ベルウェザーはえこの距離もでも追走は楽というコメントと、プラス展開も良かったってやっぱコメント出ますよね。うん、まあ、あのー、距離短縮と、まあ、展開目、まあ、今回に関しては干渉かなというふうに思いますね。 で2着の、えー、リニア・グローリアは勝った馬は強かったっていうコメントやっぱ出ますね。はい、まあ、3着のアンモードに関しても距離短縮組で、やはりこういう展開になったら長めの距離走ってる馬っていうのは有利になるなっていうふうには思います。以上です。はい、ありがとうございます。では7レースいきましょう。はいえー、ダード1900メートルの1勝クラスの一戦ですね。えー、クールブローン 最初がスローで、えー、この馬にも不向きだったので行かせてもらったと軸余力勝負に持ち込めたことで持ち味を生かすことができたというコメント出てますまああのー、2番手追走だったんですけどそのダンツビガーを徹底マークして、まあ、早めに早めに踏んでいったっていうのを,をあの表現していると思いますけども、えー、まあそうですね 1000m 通過が63秒2というのはそんなに速くないですけど上がりが38秒3というふうに、えー、かかある程度かかったのは、えー、まあ前半踏んでいったからっいう、うんあの ただまあ、うん、まあちょっとね、まあそれでも前に行った馬がやっぱ、まあ、リバンテから勝ってるわけですから、うんちょっとね、私は3着のダノン・ペドロと4着のサンデー・ヒーローに関してはし乗り方が消極的すぎたんじゃないかなと思いますね、2>, うん、2頭に関してはね、うんうん。もうちょっと早めにあの仕掛けていってもよかったんではないかなというふうに思います。だってこれ2着のドン・アチェカって、 えー前走三帝ヒーローと同じレースで出て三帝ヒーローよりも0.9秒負けてるわけじゃないですか、うん。それにやっぱ逆転されてるっていうのはちょっと位置取りの差とかもやっぱ,やっぱり私は展開面が占める割合が大きかったんではないかなと感じますね。うん、ねうん。以上です。はやい。今村さんこういうのめっちゃ多いですけどね。もう最近。あ<ー>あ、ほんまめっちゃ多いですよ、ねもう。後ろから行ってなんか<ー>遅くて届かないみたいな。差し,差し届かへんのな。めっちゃ多いです、最近。うん。まああのメンバー中最速流れを使って。 あの届いてないっていうのはやっぱり足を余したっていう証拠ですからね。うん、では8レースいきましょう。はい、えー、芝せあごめんなさい、ダート1200メートルの一生クラスの一戦ですねウイイスキータイム、まあ、前走ね。 えーまあ、0.7秒差をちぎられた3着馬がそのまま勝ってしかも時計見てください、うん、1>, 1分12秒8っていうのはウイスキータイムの前奏の自身タイムよりも0.2秒遅いんですよということはやはりメンバーレベルちょっと弱いなと思いますよね 2>,、うん、2着のナスの完結、まあ、そういったメンバーレベルの,あの弱さっていうのに助けられた感はありますけど、まあ、1 2 0 0の2層目での慣れっていうのは一応あったかなっていう前進だと思います3着のグッジョブはうん えもう一つ、えー、動ききれないところはありましたが、今日は休み明けだし、この次は大丈夫とコメント出しましたね。うんうん、ただ、先ほど言ったように、ちょっとメンバーは今回弱いですよということです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。では、旧、はい、レースいきましょう。こぶししですね。芝の1600メートルの3歳の一生クラスの一戦ですね、うん。前半3波の36秒1はやっぱ遅いですね。 うん、なので、この馬場でも上がり34秒3。まあ、あのー、ね、あのー、ポエットリーは思い切って最打ちをつきましたけど、うん、まあ、これはね、差し切ったオフトレイルを褒めるべきかなと思います。上がり見ても分かるようにね、33秒7、33秒台使ってる馬1頭しかいませんから、うん、切れこれはあのオフトレイルの切れ,、あのー、切れた足っていうのを褒めるべきだと思います。ただ、オフトレイルにしても、あの過去の成績見たらね、切れる足使ってないだけに、これはまあ、親身かなっていうふうには感じますね。 まああと2着、3着っていうのはいったいった展開の理ですよね。で4着のい高野デュードね、うんえー、スローの瞬発力勝負になって厳しくなったというコメント。ね前走の浅い杯はある程度流れたからね、うん、浅い杯でも0.3秒差、5着で走れてるわけけど、あまりにも瞬,瞬発力はないなってことは今回で露呈してしまいましたよね。で5着のルミツキ、えー、ルミッキーか、ルミッキー。はい、これは、えー 追い出したら何回かえつまずいて伸び,、ま、伸びきれませんでしたと、えー、真面目に走っていましたがこういうあればばは合わない感じでコメントありますねなるほどはい以上ですはいいありがとうございますでは10レースですねはいえー、アスカステークスですね、えー、芝 2000m の3勝、えー、クラスの一戦ですねえー エアサージですけども、まあ、1000メーター通過が62秒0と、えー、かなり遅い流れで、まあ、マテンロ・アレスが花を切って、その2番手ってことで、もうね、あのー、内回りコースでも33秒台、まあ、前走のこシし将も一緒ですよね、はい、前走のコブシ将もあご、ごめんなさい、前走というか、の前の急レースのこシし将も、これ、内回りコースで33秒台ってことは、急、まあ、レースも10レースもペースがいかに遅かったっていうのが分かりますよね。うん でまあ、エアサージはその緩いな流れを2番手からあのスパッと切れたわけで、まあ、内容的には解消でしたけども展開のりも大きかったと思います大飛びなのでスムーズなレースを心がけましたが、えー、順当勝ちと言えると思うとてもいい馬というコメント出てますね日本ピロキーフ2 0 0 0ルでもしっかり折、えー、り合えてってことで、まあ、確かにね、あのー、2000でも まあ、メンバー中最速の流れを使った内容というのは悪くないんですけど、うん、今回はペースが遅かったから2000がこなせたっていう可能性もあるだけに、ね、またちょっと今回の一戦だけで2000が、あのー、もうこなせたってい、ドーンと言い切れるかどうかって言ったらまだちょっと微妙かなと。はあ、まあ実際やはりね、1008で2勝してるわけだから、ベストは1008じゃないかなとは思いますけどもね。3着のリフレーミングは 東京の2000は本当に崩れないんですけど、やっぱコース変わるのがどうかなってとこでしたけど、まあ、はんあの京都も初めてでしたけど、え無難にこなしたのは、一応収穫かなっていうふうに思います。はい、で、えー、あと5着のラス・マドレスは、えー、叩いた次回はもっと良くなるっていうコメントあるように、今回は休み明けの影響あったと思いますね。以上です。はい、ありがとうございます。では11レースいきましょう。 洛陽ステークスですね。えー、芝1600メートルのリステッド競争ですね。はい、えー、まずね、ペース、そうですね、前半3ロンが33秒8。まあ、セッターでラストはね、もちろんいきますけども、やはりこの距離やったらね、レッド、 あのベルオーブも、まあ、行ってしまいまいすよね、うんうん、それで、まあ、この2頭が33秒8という上がりを、えー、作り出してしまったわけですけども天のね33秒8なので上がりが35秒3かかってやはりこれは追い込みはドンと来いっていう展開になりますよね。うんはい まあドゥアイズにとっても、ドゥアイズ、全ソのリギルステークスでねメンバー中最速の33秒1上がり使っているから、決めてもこの中では上位ですけど、もともとは上がりかかってほしいタイプやったから、この流れになると、やはり力が違うなっていうのは、力も上位で、プラス展開も向いたってことですからね、これはおさ落とせないところかなというふうに思います。 で2着のドランキリって、ね、前走の岩清水ステークス、ね、ミチュアルでしたけど、あこのこういう馬場があってんねんなって思う強い勝ち方でしたからね、セオが押し切ラんとするところを指した、えー、ドランキリって強かったですけど、今の京都とはもう完全に合ってますよね。プラス、竹が騎士がもう完全に展開も,見,もう見,こあの見切ってますよね、4コーナー17番手って、普通に考えたら、騎乗、うん、ミスかって言われるような位置取りですけども、この展開ですからね、届きますよね。<は>うん 3着の朝日。まあ、これも展開ハマってますよね。えー、まあ,あと、浜中騎士がうまいこと乗ってます。点乗りでしたけど、あ、1回乗ってんのか。過去乗ってますけども、えー、展開的にもじっとしていた方が一発があるかなと思ったとっいうことでね、あの余計なことせずに直線にかけたっていうのが展開を味方にした構想やということですね。エスコーラですよね、やっぱり問題はね。ーう,ねうーん。これコメントない,です,、ね、ないですね。<laughs> うーん。いや、これは聞かないとあかんすけどね。うーん。あのー、 まあ、競馬僕の見解を見ると、ペースが速くて微妙に忙しそうと、えー、勝負どころではボルザコフスキーにかぶせられて抵抗できなかったってコメントあるんですけど、うーん、まあ、もしかしたら1008 100って3戦3勝なんで、1008の方がい,いその忙しそうというところから1008の方がいいんかなとはちょっと思いますけども、いや、でも言っても1年4ヶ月ぶりの前走のリゲルステークス見たら、やっぱちょっと負けすぎは負けすぎですよね。うん。で、はい、あと10着のリューベックね。 ね、前走のニューイヤーステークスはまあ確かに直線で、あのー、進路なくなる不利がありましたけど、今回はもうゲート出遅れ、でもゲート出遅れても先ほど言ったように後方に位置してるうまくガンガン来てる展開ですから、この,の伸びきれなかったのは相当物足りないですよね。そうですねうんはいあとうん16着の、えー、カルロ・ベローチェ、うん、ベストは1004ぐらい、その通りだと思いますね。うん、あのやはり、あのー 戦六のね、3層前1勝クラス、あのー、白馬市を買ってるけど、やはりあのファイナ、あのファルコンステークスの専用の内容が良かったので、私は短い距離の方がいいと思います。将来は私、このままにも1回見たいなと思ってるぐらいですね。以上です。はい,はい、ありがとうございます。では12です、行きましょう。はいえー、ダート1900メートルの2勝クラスの一戦ですね。はい。えー、これね、まあ、えー、エンソ、 エンツをうのがいつも通りとか、まあ、エンツをうの前走でまくらなかったんですけど、まあ普段このままくる馬ですけど、まくっていったんですけど、まあ、それでも先頭までは立ってませんからうん、そんなに前がね、ここまで崩れるとはっていうのはちょっと思うんですけども、うん、前の馬たちがちょっとものあの頼りなかったですよね。うん、まあ、差しが思いっきりた届く展開になってますけど、でもペース見たら、うんそのなんやろ、まあ、エンツをうのが。 先頭まで立ったらわかるんですけど、その前がひしんどくなるって。でも、3番手で止まってるってことは、前の2頭は別にあの、まくりの被害食らってないわけで、うん、そう考えると、ちょっとあのみんな前崩れすぎるなっていうふうに思いましたけども、うん、まあ、差しが思いっきり決まりました。うん、そうですね。まああと えー、エクセルリターンはまあこの舞台でね、3層、えー、4層前か、えーまあ、3着があるので、この舞台も得意にしているのはわかりますけど、新ヨモギネスはね、1900のこの微妙なあの100メートルの延長がどうなんかなっていうのが一応不安材料でしたけど、うん、この内容を見たら問題なかったですね。はいまあ、同じく、えー、トルブレンシアも1900こなしました。で、先ほど言った演奏ウーノですけど、 3走前ね、京都のこの1900で、うんああ、もう鮮やかなまくり決まりましたけど、でも私、やっぱこのまま実際は重いダートの方がいいんじゃないかなと思いますね。<ー>うん。あと、シャンバラですよね。全然走らなかったですよね。ちょっともう前半から後方にでもう何もできませんでしたし、ちょっとこれはよくわからんすね。うん、あの、範囲とか何も載ってないから、えー、ちょっと自走の陣営のコメントはしっかりとチェックしたいと思います。うん 以上ですはいということで、えー、土曜日京都全レース振り返っていただきましたありがとうございますその中で児童注目場を取り上げていただく寺ラマのコーナーです皆様メモの準備とともにお待ちくださいコメントを皆さんありがとうございますなるほど落馬を目の前で見てトラウマになってるっていうのは知らなかったですが、うんね、それならなんかな納得とて変ですけど次い相撲は合う気がします ハーマークもありがとうございますそうですねちょっとあんまりインパクトがうんそうですねなんか軽い芝か重い芝かあんまり 分かんないしみんな通ってくるとこもなんかまちまちだしなんか、ね、<laughs> 難しいす、ねうん。あのねまあでも簡単に言うとあのー、やはりポエットリーとかあえて最内通っても粘ったりしてるわけですから最内は死んでないんですよねけどやっぱりジョッキーもどこ通っていいか分かってないからあのーうん やっぱコースまあまあ本当になかなか難しい競馬になってるっていうのは直近も分かってないからだと思いますね。はい、けどけどうちがしん完全に死んでないっていうのは確かですよね。そうですね。逃げ残ってうん、打ちついて馬、まあ、曜日もいましたもんね。そう,う。そうなんですよね。うん。難しい。特筆すべき時計とかなんないっするん、ね、かなんかペース遅くなったりなんか。うん。 そうですね、なかなか難しいな。などんなでしょうかね。これはなしですね。なし。はい。皆さん、なしです、まあ。そういう日だったならということも、皆さん、はい、ぜひご記憶ください。はい、では、えー この日はちょっと注目場を振り返ってみたいと思います。はい、えあコメント、ナムラフッカーいただいてますけど、ナムラフッカー狙い馬にあるんで、そこでお話伺いたいと思いますが、まず、そう、惜しかったんですよね、8レース、エイシン・ネクタル。もう、重いダート1200、ね、メートル。まあ、メンバーレベルできたら、そうなんですよ。まあ、そうなんですよね。まあ、惜しかったんですけど、このメンバーで食い込めんかったかっていうのは、ちょっと私は思ってるんですよね、実はね。まあ,あの、重いダートの方がいいって言ってますけど、まあ、今回軽いダートですけど、やっぱ時計か,かってるっていうのはね、うん、その要素なので、まあ、一応三角で置いときますけど、 うん、こ,こ,でここで食い込めんかったらなっていうのはちょっと思ってます。3回です。続けて、まあ、名村復活はもともと結構逃げたり、なんか思い切った形が合うのかなと思うんですが。うんまあそ,そうですね。まあ、それでもね、ちょっと、まあ、あとでまたうん、うん、話しますけど。 そのねジャンタル・マンタルもこのあと共同通信会で負けるわけで、ちょっともうデイリー杯、そのまあ、2着馬も全然走ってないし、うねはい、もうデイリー杯のレベルが私はもう低いと思う思ってます、うすね、正直。なので、うん、まあただ、まあそれにしても走らさすぎではありますけど、うん、うん、まあちょっとちょっとよう分からんので、三角ですね。はい で、まあ、休み明けビキニボーイ、まあ、今回、陣営も弱気でしたけれども。うーん、ただまあね、その休養前のあの、ちょっとおっと、ね、だってね、これ4走前とか、ドゥレッツァ0.6秒差5着とかで掲示板乗ってるわけやから、ねね、もっと全然走らなあかんわけなんですけど、まあ、までもまだ4歳やからね、はい、あのちょっとまあ,おあのま、まだまだ一発あると思うんで、ちょっとこれは気長に待ちたいと思います、三角です。三角、はい、わかりまま、うん、で、まあそう、エスコーラね。 うんうんちょっとね、ちょっとこれは、7はちょっと、まあ、心配というか、うーんって感じですけど。うんまあ、やっぱ理由として考えられるのは、ま,あ、たもまず一つはやっぱりその安長期休養明け走って、まあ、しっかりと、ね、2か月の,あのレース間隔をとらえてるけど、まあ、2走目のポカがあったんかどうかっていう点と、うん、あとプラスはやはり今の京都の,あの,この特殊な馬場ですよね。がちょっと あかんかかんんっったんじゃないかなっていいてうのはあありますあとプラスまあその忙しかったっていうコメントの方は私はやっぱり一番取りたくてもうちょっと距離が長い方がいいんじゃないかなとも思いますねまあその辺ですけどもねまあでもそれにしても負けすぎですいくらなんでもねなので三角ですね三角はいわかりましたでまあプメ花、まあ、これはやっぱ1007思いだと1007みたいなイメージの馬ですけれどそうですね思いダ、まあと10072走前の内容はいいんであの全然このクラスでも言われると思いますしまあちょっと負けてますけど三角ですね、うん、はいわかりましたで片や もう一度、スタボーンイメルは割と強度選球だとなんか走れそうなイメージはあるんですが、どうですかね。うーん、そうですね。うんしかもこれ、追い込み場だけに、こうやって追い込み場が上位に来ていることを考えたら、物足りないですよね。う,ーん,うーん。うーん。いや、負けすぎでは負けすぎですよね。まあ、だだ三角ですね。はい。三角。はい、わかりました。というわけで、以上、うん、土曜日、強度でした。では、本日最後、土曜日、強度も。はい。 お話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、では土曜日の小倉行きます。小倉とごめんなさい。小倉でした。えー、まず風ですけども。はい、土曜日の小倉のは、え三、ー、レースまで北寄りの風が強く、四レース以降もえー、同方向でやや強く。直線追い風ってことですね。追い風と、ねうん、いうのはちょっと。はいうん まあ、おしました。三レースが強く。三レースまで強く。うん、三レースまでが非常に強いってことですね。はい、で。えー、っと、四レース以降はやや強くですね。ちょっと抑えたり。はい、はい,いす、うん。はい、では行きましょう。ええー、土曜日の、ええー、小ラ一レースいきます。 えー、ダート1700メートルの3歳未勝利戦、牝馬限定戦ですね、はいえー、ルフトック,クス、えー、名勝リリー、ともに初ダートのワンツーでしたけども、えー、ダート適性も高いと、ルフトックス、えーえー、2着の名勝リリーはダート代われて、攻めの良さをしっかりと出せたということで、どちらも芝からダートに変わったことで前進してますね。はい でそうですね。まあ3着のカメコメファミリーは、えー、1700に距離が伸びて鼻を切るスピードを見せたわけですから、えー、距離延長味方になってますよね。この3頭ですね。以上です。はい、ありがとうございます。では2レース行きましょう。はいえー、芝1800メートルの3歳日勝利戦ですね、えー。ジェロニモス、まあこれね、あのまああのーまあ、まず戦前から予想しててね、その例えばジェロニモスにしても、もう。 初戦 1>,、ね、1秒1負けてて前走も0.5秒差4着という,かこ,れうこれは、まあ、あんまり悪くないけど時計も遅いしやっぱりちょっとメンバーレベルひどいですよね,すねだって2着のオレンジダンサーにしたって前走0.7秒差6着やし言ったらもう金カ赤馬ばっかりしかいないからまあメンバーレベルは低いですよね。まあ、まあその中で えー、ジェロ荷物、まあ、か体も絞れて、返し馬のフットワークも良かったと、まあ、マイナス12キロと絞れたことが良かったということで、パフォーマンスレベル上げましたけど、まあ、でもこれも、ね、1008の距離短縮が良かったというふうに見ていいんですけど、初戦で、ね、ベラジオ・ボンドに1秒1負けてる馬ですから、やっぱちょっとそれ考えたら、もうまあ、ね、あのー、長してどうなんとかはなかなか言えないなというふうに思います。 2着のオレンジダンサー、花、ま、が、あ、切ったことが良かったんでしょうけどね、先ほども言ったように、えーまあ、前奏内容は案外でしたし、た、まあ、叩き2奏目で前進はしてますけどというところです。3着のソウルプラウド、これはね、 ペース言うと 1000m62 秒2だいぶ遅いです。62秒2でレースの上がりが35秒4。こんだけ上がりかかっているっていうのもちょっと平凡ですよね。小倉は、ね、土曜日、えっと、芝ややも、や生もダートもや生も残ってましたけども、も、えーまあ、そのミッュアルが残ったっていうのもありますけども、でももでそれでもちょっと平凡です。でその中3着のソウルプラウドは芝に戻ってきて、まあ、メンバー中最速の上がり、この展開でメンバー中最速の上がり使ってますから。こ 内容的には言った一番私は良かったんじゃないかなというふうに思いますね。うんいはい、はい。以上です。はい。ありがとうございます。ではサレースいきましょう。はい、えー。はい。えー、芝1000メあごめんなさいダート1000メートルの山歳の未勝利戦ですね。設定6非常に強かったですね。うん、まああのー、51キロというね4キロ減という金料理はもちろんありましたけどももうポーンと花切って、えー、後続に圧勝と。 七馬身差をつけた圧勝。まあ五十八秒ゼロっていう走破時計も早いですし、まあ自分の競馬できたら、えー、こんだけ強いかっていうのはありますけど、まあもちろんね、上級して鼻切れるかどうかとかその辺はやっぱポイントにはなってきます。まあこのま一頭かなもうこれうんうんですね。はい、はい、このま一頭ですね。はい。はいありがとうございます。では四レースいきましょう。 えー、障害のみ勝利戦ですね、芝野2860メートルの一戦ですね、えー、ユーベルント、はいえーね、キャリア11戦目というね、えー、でしかもこれまで1回もまあね5、4、5、5やから掲示板はずっとね4走連続で確保してましたけど、1回も馬券圏内に絡んでない、まあ、いきなり頭っていうのはなかなか難しいと思いますね。うんうん、まあその時点でメンバーレベルどうなのって<あ>いうのはやっぱりな,、ね、な,なりますよね。うん まあ名勝教授もねさすがにこそ,その中で勝ちきらなあかんところで0.5秒差をつけられてしまっているところを見ると名勝教授もちょっとしんどいかなっていうふうに思いますね、うん、まああのー、そうですねまあ3着のサンマルグレイトこれがただきにそうめで前進しましたけどうんまあ勝ったユーベルントは、うん、1回つか使って体に締まりが出てきたし生、えー、の たも、えーえー、ちも良くなっていたと。比、え、率、ー、のまさと状態の良さがかみ合った結果、2周目からエンジンをかけていい感じで上がっていけた、いい勝ち方というコメント出てますね。これ、オーバーキッシュっていつぶりの勝利なんですかめっちゃ一人。り、ね、え、もともと好きなジョッキーです。え、たぶん、たぶん去年とかゼロ勝利去年ゼロです。去年ゼロで、ねな。何年ぶりなんかな ?2022 年も勝ってる。20、待ってください。生涯で見なあかんのか。2023年ゼロ。う2022年回ってます 平地,平地にはだってもう乗ってないですよね、今ね。あ、2年前には買ってんのか、えそれっても障害ですよね。障害ですね。はいねうん、結婚してから打ちつかなくなったって話は、この番組、確かにした気がしますうん、うん、まあでもね、うんうん、今週活躍、ね、ちょっと乗り馬戻ってきてほしいですけどね、いやいや結構積極的に逃げてくれるから好きなんですけど、はい、まあその中で、まあそうですね、ちょっとあんまり評価はできないですけど、まあ、4着のウィン・アキレース、これ一応初障害なんですよね。 えー、練習が上手でセンスの良さを感じていた。初めての実践でしたし、しっかりとしたレースをさせようと心がけたが、まだにえずで躊躇したりしていたと。この経験が生きてくるでしょうし、変わってきてくれると思うというコメントね。だって、このウ運ンヤキレウス、平地の時はもう絶対花切らなあかん馬が、今回抑える競馬でね、あの最後バテンかったっていうのは収穫だったと思いますね。いい経験ができたと思います。以上です。はい、皆さん、コメントもありがとうございます。はい。 では5レースいきましょう。はい、障害のオープン戦ですよね。芝の2860メートルの一戦。うん、あら、はいうん、んでる、えーな。なかなか強いですよ、コメントが。これ、あの大江原騎手に、ね、あの急遽乗り換わりになりましたけども、えー、強いですと、捕まってるだけでしたというコメントでね。<laughs> それで <laughs> 発つわけですから、いや、強いですよね、うん。なかなかいいコメント出てますよね。これでね、障害キャリア5戦2勝ですからね、まだちょっと伸びていくかなというふうに思います。 2着のビジュネル、こちらもね、えー、まだ障害キャリア、えー、浅いですし、しかも、未勝利を勝って、昇級初戦だったんですけど、オープンでもいい形の競馬ができたと、まあ、でも今日は勝った馬が強かったというコメントあるようにね、勝ち馬強かったと思います。3着のスマッシャー、ね、あのー、ちょっとね、あのー、本当に、あのーま、もどかしい競,あの競馬が続いてるわけですけど、まあオープンにもまあちょっとずつ慣れはね、あのー、示してますけども。 この後、さらに進化があるのかどうか、ちょっとその辺はなんとも言えないですね。うん、5着のキスラ、えー、オープンでもチャンスのあるくらいの馬という、5着ですけどね、うん、あの強いコメント出てます。で、4着のニンギルス、これね、まあ私、通称は生1番手でしたけど、ねうん、あまあ、 3キロ弦の恩恵あって、まああのわ、内容悪くなかったんですけどね、まあ、ちょっと休み明けの分があったかなと、鷲、え、津、ーまあ、記者のコメントからはそういうところは出てないんですけども、まあ、スタンド前で塞がれてリズムを崩してしまったのが持ってなかったというコメントはありますけど、うんまあ、休み明けの影響も多分ちょっとあったかなというふうには感じますかがね。では6レースいきましょう。 えー、芝 1800m の3歳未勝利戦、若手騎手競争戦ですね、こめちゃくちゃ荒れてますけど、<laughs> あのー、いや今日、とんでもなく荒れてますけどね、これ、でもね、これ、モンディーンのね、モンディンは2番手からの押し切りですけど、ラップ見たら、前半3波論が35秒5で、1000メーター59秒6っていうのは、かなり前に厳しい展開です。だからやっぱ上がりも37秒9もかかってるんですけど、まあ、その中での2番手からの押し切りっていうのは、展開考えたら強いんですよ。ただねあの 時計の1分49秒8ってね、これ、あの、先ほど2レース、私、あの2レースのメンバーレベル、弱い、低いって言ったでしょ。はいはい、それよりも時計かかっているっていうのはどうなんかなと思います。うん、そう、だからね、これ、展開のね、の展開区があって、しかもそれで押し切ってて、時計がその2、 2レースより早かったらねこれを評価できるんですけどこの,あのラップを見た時にはおまあまあやねと思ったけど時計が遅いんですよこの競馬ができるんだったら私はもっと距離短くした方がいいと思うしまあそういう距離短くしてさらなる進化を見せるかなんかしてくれんかったらこの 競馬だけやったらあま,まだメンバーレベルがだって言ったらおめちゃくちゃ荒れてることからもやっぱメンバーレベルどうなんてなりますからね荒れた理由っていうのはやはりその人気馬が飛ぶからなんですけど、まあ、特にレトロタイプですよねお茶が、ね、こ,これ前奏そうですよ、ね、丹内騎手がこの後ガラッと変わるって言った、ねうん、連投して仕掛けてきてるんですけどうんまあ ちょっとね。あとまあ、レース見てもらったら分かりますけど、ちょっと水村騎手のあのコース取りはちょっとロスがありすぎたと思います。確かにそうですね。でもそれでも負けすぎです。わ。<laughs> まあ,あんま強ないなっていうふうに思いますね。以上です。うん、はい、ありがとうございます。では7レース行きましょう。はい えー、ダート千七百メートルの一生、はい、クラスの一戦ですね。はい、これね、あのー、私ブーバー第一水商売ですから、これはこれは全部取りました。私は。おお<ー>、生まれた三年僕全部、はい、全部取りましたね。<あ>これは全部取りましたあ。ありがとうございます。もうブーバーの。 ブーバーは私これ未勝利,未勝利の時からもよう狙ってた馬で<ー>あのもう鼻,鼻切ったらとかで頭狙いたいとかそうあのこの馬ね思い出したそうです<の>新潟で言ってましたねそうなんですよそうなんですよこれはい、未勝利で生きるめちゃくちゃな穴開けてそれが鼻を切った時に穴開けたんですよでその後もうずっと鼻切るとき鼻切るときって狙って ダメだったんですけど、でも、未勝利勝てずに、地方行ったんですけど、戻ってきて、一生クラス勝ってます。でも、この馬のもう、構想パターンっていうのは、花切らなかった。これはもう決定してるんですよ。なるほど、そうか、こ逃げんくて、あれです、怒ってたことありましたね。そう、逃げんと怒ってた時あったでしょ。石田棋士乗ってたそうそうでした、思い出しました。 今回に関してはそのまあ川原崎しのってるから反応は絶対来てくると思いましたけどただ問題は1007の距離が持つかどうか<ー>それそれだけなのそれは分からへんけどやっぱこのオッズ見たらこれいかなあかんす。 あのー、もう3連単とかしか買わんとこうと思ってましたけどまあこのまあ逆,逆に言ったらオッズついてくれたからこそ3連単いってないねんだけどあ<ー>まあ、あのーうん、まあまあでもそれでも全然十分 OK なんですけどゲートが良かったっていうコメントはありますまああとやはり距離がこれはやってみなおかなんかったけど距離持ったのはでかかったですね、うん、はいまあ灯籠のものはねもう相手なりっていうか小回り1007は大崩れないですけどまあちょっとね順番待ちの感じで3着のミッキーマカロンは 戦七、えーまあの,の思いだとあってますから、あのーまあ、実際この小倉の戦七で勝っててその時はまあミで思うもですけどあまあちょっとやっぱり時計かかる方がいいのでその思う時より今回やや思いになったのは良かったと思います。はいはい、ただね走らんかった馬は例えば6着のワイドカイゼリンね花切ったブーバーがそのまま押し切って2番手にいたわけですからうん、うん、このワイドカイゼリンのバテはちょっとよくわからないんですけどまあ 結果勝負に行った分最後は甘くなったっていうコメントあるんですけどちょっとでも物足りないですねこれはね、はい、あとはい、10着のパルメリータまあちょっとスタートが悪かったこともありますけどまあ好意つけてたわけじゃないですかこのまねあのー まあ、小回り千七という舞台が、ま、ま、ま、あの、あ、全く合わないんやと思います、ね。あ、そうです。あの、なるほどうん、もう、小回り、まあ、三走前は、はい。まあ、後方に、後方を尽きるで、まあ、ちょっと、これ度外視できますけど。まあ、でも、今回の内容を見ても、小回り千七が合ってない馬やと私は思います。なるほど。以上です。はい。ありがとうございます。では、八レース行きましょう。ええー、保柱山特別ですね。ええー。 芝線2600メ、えートルの一生クラスえっと多分8レース飛ばしてる。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい8レースですね。はいえー、8レース芝2000メートルの一色クラスの一戦ですね。1000メートル通過が62秒2で上がりが35秒4、うん。ペース遅いのにやっぱ上がりかかりますよね。うん、このペースやったら正直安定ロースは私は押し切らなあかん、はい、と思います。 まあ、あの距離が2000メートルに延長したこともプラスに働いてるかもしれないですけど、展開考えたらちょっと、うんうん、この0.2秒差はダメですね。<は>まあでも、買った大気ラフターは能力は違いましたというコメントあるように、まあ、ここではちょっと抜けた存在かなというふうに思いますね。うん うん、まあこのまね、未勝利勝った時も強かったから、まあこういう勝ち方するのはもちろんね、ねあのー、分かるんですけど、うん、まあここでは能力が違ったっていうコメントが出るってことは、上でもやれるかなっていうふうには思いますね。まああの重い芝の2戦っていうのがもうね合ってるっていうのははっきりしてますからね。うん、はいこの2頭ですすね以上ですはい、いいいありがとうございますはい、ではで9、えー、レース行きましょう。はい ほばしら山特別ですね。島の2600メートルの一生クラスの一線。ほばしら山ってね、昔は島の線にあったんですけど、ね。ああ、ははい、はいい、はい。 去年から2600になってますね、はい。シリアルノベル、1000、え、メーター、まあ、通過が63秒7というスローペースの2番手と、まあ、展開量はもちろんありましたけども、うんまあ、ただねシリ、シリアルノベルって新馬勝ちしてるまで、その時ちょっと期待しとったんですけどね、2>, まよね2勝目を挙げるまでかなり時間かかりましたけども、まあ、でもあのジョッキーね、横山武志騎手が乗ってた時に、まだまだあの時間かかるみたいなコメントがあっただけに、うん、まあちょっと。 ね、ちょっと一緒クラス勝つまでには相当時間かかったけど、この後伸びていく可能性はちょっとあるなというのを感じてましたよ 2>、うんえー。2番手につけられて息,の息も入ったと。強い内容だったというコメントですね。うん、まあこのまま1等かな。以上です。はい、これ大推奨だったっすね。うまそうですね。単とかそうです、ね、結構私も助かりましたので。うん、ありがとうございます。うんうん、まあ安いですけどね。うん、はい。ありがとうございます。うん、はい。以上です。はい。ありがとうございます。 では10レースいきましょう。えー、大堀特別ですね。芝の1200メートルの2勝クラスのハンデ戦ですね。これね、前半サンハロンが33秒9ですけど、上がりが34秒7と、そこまでペース速くないんですよ。うん、それでも追いあの、スタートで出遅れた3頭の追い込みワン、ツー、スリーですから、ちょっと逃げる前に行った馬のちょっとね頼りなさっていうのはあり,、うん、ありますけど、ただ、花、まあ、を切った泣いた。 ローゼっていう馬はもっと軽い芝がいい馬ですから。う,ね、うん、まあまあ、あのー、それを考えるとね、ちょっと展開ペース考えると物足りないんですけども、うんっていうのはありますね。まあ、メンバーレベルはやっぱりちょっと低いかなというふうには思います。 うんまあ、その中でサニーオーシャンはね、あのーまあ、前走内容とかも悪くないんですけど、やはり今回、ハンデ戦っていうのは相当でかかったと思いますね。前走から4キロ減っていうのはやっぱ相当大きっかと思う。もともとちょっと時計のかかるあの島の線2のサシウマという、うん、あのタイプなんですけども、やはり今回の一番の高、あのー、あの原因っていうのは何かって言ったらハンデ,やハンデですね。で、あと、そうですね。 うん、アップストローク前走が初めての戦人で今回1000人に2走目でしたけどまあそう先ほど言ったように追い込みあ,あの上位に来る展開理っていうのはやはりあったと思いますねはいあとプラスね、えー、前走で、ね、ちょっと足を余してますからまあほんはこの馬が頭とかで来てくれたら昇級してもとか言え,た、ね、言えるんですけどねうん まあ、アスクキングコング過去、過去のね、成績見ても分かるように、時計の関わる1200のサシウマっていうのは、もう、うん、キャラクターはっきりしてて、ただちょっとね、休養前の成績案外でしたけど、今回、立て直された効果は出たかなというふうに思います。うん。以上です。これ、僕、6ピックアップして単勝と生まれんそうな話で、うんうん。それ、なんで6からいったのこれ、これまあ、あれです、なんか、国倉2着やった時も取ってるんですけど、うん、まあま、あ状態でさ、その時と同じような感じのパドックやったのと、なるほどな、アーカイドック、ね。中 定年ですよね、定年っていうか、そうです、そうですよ。だから結構勝負かかってんのかなって感じで。うん、いや、それはありますよ。だって今年めっちゃ買ってますからそうですよね。なんか中かね、自給者、中野自給者、もう多分5勝ぐらいしてるんちゃいます今年。でまあ、そのあたり僕、まあ、どうせ人気なかったし、あんま本命から行くレースじゃないかなと思ったんで、みたいな感じまあ、そうですね。まあ、確かにそれはそうですね。うん。なるほど。はい。では次いきます。はい、お願いします。 えーはいえー、11レースですね、えー、紫側特別ですね、ダート1700メートルの2勝クラスの一戦ですね、うん、ドゥラ、えー・レジリネント、これね、スタート出遅れてね、ね<え>ちょっとう、うん、ないんちゃうかと思ったけど、まあ、結果、力違う、えー、非常に強い勝ち方でした、まあそのね、やはりその前走、あのミスティック・ロワー,ーとあの接戦をした、えー、っていうのが、やっぱ伊達じゃなかったなっていう結果を出しましたね、うん、強かったと思いますね。うん、でね2尺のそう宮シャルマンは えーまあ、前走これね言れた、言ったら、あの、前奏、あのー、うん、えっと、そうですね、あのービ、ゴッドブルゴッドブルービーか,か。あ、そう、ゴッドブルービー、メカリ特別ゴッドブルービーのレース、うん、分けり、なやったこれ、これ、なやったの。メカリ 組がいっぱい出てるわけなんですけど、メカリ特別まああのー、ペース遅かったのでとプラスあのー、メカリ特別はやや重やったんですけど今回はまあ量えー、まあ途中やや重から量やからね含水率はあのー、含んでるけどあの高めやけどまあそれでも量に変わったっていうのをプラスに働いてるだろうからですね。うん。宮地社のもやっぱ重いダートの方がいいと思います。うん。大通しでしょ。あれ。うん。大通し。いやこれはこれこれでも人気なさすぎやと私は思いますけど、ね。そうすね。うん。うん で3着のねはいヴィンテージモンド、これね、あの中京でねあの圧勝したときにはおっと思いましたけど、ちょっとねこのクラスでねあの全然通用せんと、あれって思いましたけど、まああの立て,な立て直された効果が出たと思いますね、はいえー、すぐにチャンスは来るっていう強いコメント出てますし、まあ、これもやっぱ思いだと向きやなというふうに思います。 で4着のアイファー帝王は同じくね、メカリ特別の宮、まあ、ジシャルマンと一緒で、宮ジシャルマンより前走先着してるわけで、しかもアイファー帝王自身も思い出あったのがええわけやから、これ、まあ言ったら、宮ジシャルマンにあのー、逆転を食らったっていうのは、ちょっと物足りない内容ではあるんですけど、ためていく形の方がいいと、もっとだから、あの言ったら、えー、色気を持って出していったらあかんってことですよね。うん まあでも、藤掛騎士、これをずっと乗ってんねんから、そんなん今更言ってもあったんや。確かに。いやね、ちょっと、ちょっとね、そろそろ乗り換わりそうですけど。いや、いや、ちょっとはよくない。まあ、じゃあ、まあ、でもね、アイファーっていう馬主さんの馬はめっちゃ藤掛騎士乗るから。そうですね、確かに確かに。まあ、これはだから、多分変えられへんと思うけど、でも、ずっと乗ってて今更、そんなこと言うなとは私は思います。確かに。2回ぐらい乗ったら分かるやろと思いますけど。はい、以上ですね。はい、確かに、1000メートルの逃げ馬とかもいましたもんね、確かそう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 です。 はいでは12レース行きましょう。えー、芝 1200m の1勝クラスの一戦ですね。これすごい時計出ましたね。えー、え見間違いだと思いますたけどこれおいや。リシャール・ケリー、前半3ハロン33秒4で34秒3上がり。まあ、あのレース見てない方はわからないかもしれないですけど、これ逃げきりなんですけど、直線ではこのまま外出してます。そうでしたね。うん、でうん、まあでもね、そのね、この1分7秒7は早いけど、ただ2着馬もね、 1>, あの1分8秒1で走ってる 2>、ね、まあ2着と3着の間は0.4秒もついてるけど、でも、2着馬も1本、私、これ、バーバーレベル、日曜日の時のバーバーレベル話すのに、のこ,のこのレースを説明してるけど、2着馬も1分8秒1で走ってるっていうのは、やっぱポイン,あのねポイントで、これね、競馬ックの見解あ、ま,あまず藤岡光太樹氏のコメント見ると。 全身規制が強い馬だけど上手にスタートが切れたので無理に抑えずに運んだと早いペースでしたが優秀な時計で勝ってくれたし状態の良さを生かせたっていうコメントねただねえまああのー、言ってもここにそう,どうい、まあ、前走スタート出遅れにして出遅れてますけど2走前とかもう13番手とかから差してきてる馬が。うん こ,こ,んなんこんな競馬できるのって無理ですけど、まあ、あの昔先行してたんですけどでもここにそう見てたらもう客室転換してると普通思いますよねそうですねいつも人気やしなこのまましかも、うん、いや確かにめっちゃ売れてますよねはい、うん、まあまあでもあの競馬ブックの見解見てもうあの覚醒をよく観察しようといコメントが出てて <laughs> ねえねちょっとこの後どう楽しみですよねはいまあでもビッグアーサーらしいなんかサンクらしいといえばらしいですけどね、はい うん、まあ、あのー、言っても前半33秒4と早いので、そうなるとやっぱ後ろ、サシ馬全然凍れるんですけども、まあ、その中での3着のワン・リオン、これ、メンバー中最速の上がりで、まあ、この内容を見たら、1002の,の時計かかる、まあ、今回だから時計早かったんだけど、あの時計のかかる1200、重い芝の1200やったら対応できるなというふうには感じますよね。以上です はい、ありがとうございます。ということで、えー、ここから全レース振り返っていただきました。ありがとうございます。その中で、児相注目馬を取り上げていただく。 狙い馬のコーナーです。皆様メモの準備とともにお待ちください。今ババ分析の文章を貼っておいたと思いこういうのがババ分析買ったら届きますのでぜひ皆さん。はい。ババ分析はねもうあれですよもうどうちょっとあ明日どういう馬狙う狙っていかわからんわっていう時に新聞見る前に見てもらったらそれからその後新聞見たそうですよ。一番最初にそうですよ。そうです。新聞新聞だっていっぱい見た後に見て全然思ってるのとちゃうから。全部全部やり直しです。確かに。まず最初に私6時に起きたらこれをまず見るところから。だからだからどうなったかやったけど。 なええ誰やったっけな m s ョーさんやったっけなあの誰だかちょっとっしたけど早く5時に、ね、そうそうあのそう,そう、ね、あの、ね、ババ分析を早めに出してほしいっていうねのあの要望はこの番組から聞かれたことによって私ババ分析を単品で売り始めてしかも早い時間でノートにも貼りますけど、うん、あとまあもちろん群れ日のネットでも早く送るっていうのは<や>この番組でうそうあのそういうあのやっぱあの 使うね、私の情報を使う方の意見っていうのも非常に大事で、うん、確かに早送った方がええわと思って、今はバー分析すぐ送り、ね、うもう夕方に送りますから、あのー、ね、やっぱりあの予想する前に見たいっていう気持ち、確かにその通りだと思って、うん、この番組で生まれた案ですからね、うんはい、よかったと思います、ね。とはい、土曜日の夕方、私、昨日はどういうふうに私が見てたのと、萌寛さんが見てたので、うん、私の間違ってないかなと思いながら見る時見るの、まず最初の時は見てます。うん、あの土曜日に来るもの。そうですね。うん やっぱり馬場分析絶対必要ですよね。めっちゃいいこれと風見るとこが最近予想スタートですけど下スタチがない。うん。ちムネさん対応にありがとうございます。あれですよ。私の馬場分析はプロプロの方も見てますからね。実際競馬乗ってる人とかねあのまあ調教師とかその辺も見てますからね。ある意味ムネさんもまあババのプロですからね。ある意味というかまあそうです。そうです。プロです。プロそれです。私はババのプロです。そです。その通りです。うん。 だからやっぱくもちろんね、JRA も過去を出してなかったクッション値とか、眼水率とかをなぜ出してるかということの意味も考えないとダメですよね。かだからそれ,それについていかないとあかんってことですからね。うん、バば増援化がどういうふうにババは作ってるか、ほんでその数値とかを見て、ちょっと硬すぎるんじゃないかとか、そういうことを感じてるっていうのを予想すれば、馬券を買う側の我々もはもそこまで、そこのレベルに行かなあかんってことなんですよね。うんはい、そうしなかったら、JRA、意味ないことを出してきたりしませんよね。うん うん、だからね、やっぱこの年明けの京都開催とかも最初のクッション地とか見たときに私、ちょっと時計かかるかもしれ、うんでっていう推測を出してますからね、競馬見る前にね、にねそれの通りになってますからね。確かに、うん、いつもの京都の感じで予想したらえらいことになりましたね。<laughs> そうですよ、ほんまそうですよね。うんうん、やっぱ最終レースのリシャール・ケリーですね。これは単,もう単純に時計優秀としましょう。 まあだってこれあのまあバンバムつに書いてますけどだって10レースのね2勝クラスの大堀特別よりも0.9秒も早いわけですからね時計優秀でした結構ね時計優秀。優秀すいませんはい、はい、このまま一投できますはいぜひリシャルケリー派遣、はい、作戦にお役立てください、はい、ではこの日発した注目馬を振り返っていきたいと思います はい、そうですね、そうそう,そう、うん、私も日曜日分、ね、土曜、どっちも、土曜は土曜で,で、も先週の復習というか、どうだったっけ、なんかこう、イメージするのに、なんかこう、すごく役立ってくるうん、ありがたいです。 そうですね。あ,あの、あ,あ、お願いします。そうですね。まあ、あの日曜日は土曜日の、その前日のやつが入るからオッケーなんですけど。土曜日の競馬やるときって、一週間やっぱ競馬空いてるから、選手どうやったっけやってと、ちょっと、ちょっと記憶はやっぱあやふやになってるわけじゃないですか。それで、やっぱ選手の競馬の分析の文章を読んで、あ,あ、そうやったわって、こう記憶、蘇らすも非常に大事なんですよね。うん、ありがたいです。うん、はい。ぜひ皆さん、概要欄の、はい、ってか今貼ろうか。 はい、ノート、モッシュ、シュの表ネットでお買い求めいただけます、うん。あの、そうですね、の、あの、モッシュとノートで、あの、バーバー分析、単品で、だ、出てますから、それもぜひ使ってください。はい、ちょっと今、張りながら、まあ、張りながら、むいろうさん、えっとね、四列、そうはい、ウィンアキレースが、まあ、しょに来ちゃったんで。一応前から、あの、そう、これはもうね、あの、そ、あの、そうですね。うん、どうしようかな。まあまあ。 勝てると思うんで、ちょっと買ったら、買ったらまあ、<laughs> まあでもまあ、でもコメントも全然ちゃうしな、まあまあ、あの、まあのま4着ですけど、も卒業してあげてください。うね、はいうん、あ新天地で卒業、はい、そうですね。うんうん、はいで、続けて、えー、あビジュナルですね。まあ、うん、オープンでも2着きました。はい。うん、そうですね。あのー、まあ、左回り合うっていう、えー、コメントなんですけども、えー、っと、小倉はどうや小倉の。えー 左回りの要素、小こ倉こはないか。まあ、一応、たすきっていうか、こう、なんかグルグルがあるけど、たすきがあるけど、どうやろう、ちょっと待ってちゃんと調べよう。いいね。左から出て、左回りから出てって、右回りになってる、ね、そうですね。うん、なので、まあ、そういうのをもしかして考えて使ってるんかもしれんけど、まあ、まあ、でも、今回、いい内容でしたよね。はいうん、えっ、ー えー、うん。まあメンバーレベルはちょっとどうなんかなっていうのはちょっと、まあ、ちょっとあるけど、まあでも勝馬がこんだけ強い目のコメントで出て,て、ねね、まあそれに0.3秒されたら悪くないと思うし、まあまだちょっと見ていきたいんで、丸で残します。まあはい、で、まあ大気ラフター、3連覇取れたんでうんまあやっぱ、ねね。これ迷うところなんですよね。まあ上のクラスですよね。そうなんですよ。うん、あのもっとね、ここのクラスポンポンっていくかなと私思ってただけに。うん えー、ちょっと時間かかったけどまあでも今回の勝ち方も強かったしまあもう重い芝の2000っていうのはもう分かってるんですけどもそれでも一応残しますまるで残しますわかりましたはい、はい、で、まあ、ちょっとアイファー帝王、まあ、ちょっともどかしい結果が続きますが日本、うん、着、ね、ちょっとねこっち切るのが嫌やなーう、ね、あもうこのクラスうんそうですねここまあ前走とかも 前奏とかもね、ちょっとミチュアルの影響大きくて上がり、上がりが早い競馬で差し込んできてるから、勝って卒業してほしいんですけども、今回、両馬場でなって、この内容はよくないな、うんうん。うん。そうですね、まあ、ええー、まあ一応、三角で残します。はい、わかりました。で、まあ、ロイガベークル、休み、これね、ドラレジジーノのに勝ってる馬ですけど、まあ。 6着ででしたた、ねうん、っぽくて面白そうだなと思ったんですがまあこのまもねちょっとこの,もこのクラスでちょっと案外の競馬続けてますね。まあまだ4歳からかまあ三角ですか。わ<角>、うん、かりました。うん、はい。で最終レース休み明けインクルドダイヤ、ね、1200m で結構いい結果が出てて、まあ、今回、うん、あでもちょっと相手強すぎたというかあれてねまあですね、うん、どうなんでしょうか。 自身1分8秒ならで走ってますけど、うん、はいはいはい。うんまあ、休み明けやったしね、もっと走れると思います。はい、あの三角で残します。三角はい、わかりました。はい、というわけで、以上、土曜日ここからでした。はい、では、ここで一旦休憩を話していたきたいと思います。はい、44分です、えー、9時5分にしましょう。はい、じゃあ皆さん、9時5分まで一旦休憩ということで、また後ほどお会いしましょう。いっ休憩です一旦失礼しまーす。はい はい、えー、後半戦いきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ぜひ皆様お手元に先日使った競馬新聞と週報、収、はい、報です。今週は4つ、フェブラリースエクス含め G1 重賞がございますのでぜひはい、えー、最後までご覧になっていただけたらと思います。では日曜日東京から振り返っていただきたいと思います。後半戦もよろしくお願いします。はい、では行きましょう。まず日曜日の東京ですけど風はありません。 で,では1レースいきます。えー、ダード1400メートルの3歳の未勝利戦ですね。えー、まずフラーハ、まあ、前走1800でね、最後、あのー、おしまい甘くなりましたけど、専用に距離短縮、これ、プラスに働いてますね、えー。初戦から少しレース間隔が開いたためか、えー、スタートでボケっとした感じというコメントはありますが、まあ、でもそれで控える形も経験できましたし、えー、プラスに働いて、いろいろ経験、勉強できたと思いますね。 えー、先ほども言いましたけど、土曜日あの同じ矢山発表でスタートしましたけど、土曜日ほど早い時は出てません。うん、なのであの、ね、その発表だけに前倒、えー、されないでっていうのはちょっとありますね。で、まあ、0.3秒差をつける解消と。2着のテームビッグさ。前 そ1400距離伸びるのがいいなと思ったらあれっていう内容だったんですけどもえ、友の感触が前走よりも上がっていたっていうコメントがあるように前走以上の内容を示しましたし、上がりね、フラーハよりも上回ってるわけやから内容良かったと思います。はい3着のねエコロバルーム、まあ、前半サンハロンが35秒7で上がりが38秒0と、まあ、ちょっと上がりのかかる競馬になってる分、まあ、最後、ね、バ出てしまいましたけども、うん、この内容やったら、 千八千三のがいいんかなとも。ちょっと思いますけどもね。うん。以上です。はい、ありがとうございます。では二レースいきましょう。 えー、ダード 2100m の3歳の未処理戦、うん、サトノレイズ強かったですね、うん、文句なかったです。あのーまあ、前走内容から見ても、うん、すぐに勝ちきれるのかどうかなと思ってましたけど、もう持ったままで直線向いて、あとはちぎる一方と、文句なかったですね。前回もリズムよく運べて、内容自体は良かったですが、今回の方が、えー、さらに良くなっていたというコメント出てますね。はい、八馬審査、もう文句なし。えー、そうですね、あと3、うん、着のハイデフィニュー。 これ初出,出走だったんですけど、私一応これ、推奨穴場で入れてます、もうねもうちょっとしたら新馬戦終わります。うん、ってことは、イコール、新馬戦の数が少なくなってくるので、新馬戦に投票した馬が、えー除外ね、除外になってしまった、抽選通らなかった馬が、えー、こういうふうに未勝利戦に出てきて。 いますけどもなので、あの初出走馬の中にも、えー、レベルの高い馬っていうのが混じってくるので、これからの時期っていうのは、未処理終わるまで初出走馬っていうのはちょっと注意が必要です。私の私の推奨アナウンマでもちょこちょこ入ってくるので、これ、未処理戦やられる方は、うんあ、この初出走馬入ってるわっていうのはちょっとチェックしててくださいね。はい、はい 4着の湘南春君、前走内容からも東京2100、ンビびしゃじゃないかなと思ったんですけど、うん、結果4着と伸びを書いて、あれと思ったら、レース後の岩田騎手のコメント、岩田未来騎手のコメントは、若干距離が長かった感じでてコメントが出たんですよね。うん、ということは、イコール1800の思いだと見たくなりますね。うん、はい以上ですはい、いいありがとうございますでは、えー、3レース行きましょう。うん えー、ダート 1600m の3歳未勝利戦、頻馬限定戦ですね。はい、上を向いてご覧、えー、コナ・ウェリンナ、えーまあ、1、2着が初ダートでしたけども。 まあ、ダート代わりがいい方に出てというコメントね、もちろん、あのー、上を向いてご覧出ますけども、でも1分39秒9で時はちょっと遅いんですよね。うん、まあ、ちょっとメンバーレベルはどうかなと思います。2>, はい、2着のコナウエリナはね、花切ったわけですから、一番スムーズな競馬して最後、かわされてしまいました、えー。現状の体で精一杯の走りっていう、まだちょっと体に成長が必要っていうコメント出てますね。ではいうーん まあその中で、はいあまあ、4, 4着の、ね、ルーフォーオブ・ヘイブン、これ、食い込みきれませんでしたけど、これも初出走で、でね、これ、私、これ上、ねはい、上げてますよね。上げてますよね、推奨。上げてますね、言わんとですあ、まああ。これも、まあ、食い込みきれなかったけど、56倍とかですからね、こういうの注意してくださいよ。メンバー中、最速流れ使ってますし、内容悪くありませんでした。うん、もっと体が身になって、成長してくれれば、さらにやれるようになるっていうコメント出てますね。<laughs> 以上です。 スタート出遅れてメンバー中最速の流れ使っているから、はいまあ、重いダートの方がさらにいい可能性はありますよね。では4レースいきます。ダート 1600m の、えー、3歳の新馬戦ですね、はいはい。デルマ・ベルナ、ね、強烈な穴開きましたけども、これもねでも時計は1分40秒6っていうのはだいぶ遅いです。なのでメンバーレベルはだいぶ低いかなと思います。まあ、その中で遅いけど カチウマの使った上がり36秒4これはかなりいいですね、うん、なので時計は遅いけどもえっ、ー、とカチウマ全く人気なかったけどもこのあの決、ー、め手はなかなかなものがあるのであの上、ー、級しても通用しないとは言えないですよこれあ,<ー>あのー、むしろ楽しみ持てます最後はすごくリヤシを使いましたその通りですねまあ、このままあの東京千6で昇級したらまあやっぱ時計目立たへんからどうかなと思いますけど距離伸びたり重いダートに変わって全身を期待したい存在ですね。 これもあれじゃないですか菅原隆一騎手って何年ぶりですめっちゃ久しぶりです。これこそ2年ぶりとかだったと思います。すねうん、私、この人マージャンを打ったことありますよ。2021年、東京のマージャングループにちょこっと来てたことあっ、えー、まあでもちょっと、あのもっと修行,があの修行してからじゃないと参加できひんということであの何回か参加して去ってきたけどね。<laughs> <laughs> <ー>なるほど。 北海道の競りとかでも偶然ズあったことあるな、まあ、でもそれももう全部、だいぶもうコロナよりもちろん前の話やから、もうだいぶ前の話ですけどね。まあまあ、でもね、ちょっとね、うん、奮起してほしいというか、まあ、ね、まあ,まあでもこの、いいですね。うん、で、あと、まあね、あの馬主、まあ長距離どうかわからないですけど、出る馬っていう馬主はあんまジョッキ帰ろうとか言ってこないですからね、<ー>あのまあ、そういう意味であのの、ねの、このままちょっと頑張ってほしいなと思いますけどね、このコンビでね。はいうん まあそうですね。時計が遅いので、えー、そうですね。まあちょっとこの馬一頭だけです。ただまあその出るマこの馬はでも私推奨は何馬に上げたいと思います。あの<ー>ちょっと忘れたとうはいう、はい、そのうんあの距離延長かあの思い出後でっていうコメントで出したいと思いますね。はい、はい、以上です。はいありがとうございます。ではゴレースいきましょう。えー、芝千八百メートルの三歳の未勝利戦ですね。うん、バロネッサまあここにその内容からねやっぱ軽い芝の方がいいかなっていうのはちょっと思ってました。えー、と 実際、まあ、1000m というか59秒6やから、未勝利戦としては、ね、あ,のある程度流れてますけども、まあえー、後位から2番手からもう抜け出して快勝と、えー、2 0までは大丈夫というコメントも出てます。2着のアドマイヤ祭り、初戦からだいぶ変わりましたね、えー、攻めの動きも良くなってきた感じがするというコメントもあるように、えー、スタート決めて、えー、もう初戦とはレースぶりから全くもう違う、えー、優等戦の競馬をしました。ここの後ろ5馬身ですからね、うん、これ これあれあでしょう、えー、6番11番の生まれんって多分め1点何倍とかやったんちゃうかなああでもめちゃくちゃ<ー>めちゃくちゃ売れてましたね。あ<ー>5馬身、はい、つけられてるわけやからね。うん、まあな文句言えませんけどまあ単語倍ラリン。 えー、今日のように前が残るようなレースになると厳しくなるっていうのはこれも力負けのコメントですから、うん、っていうかプラスこれはやっぱりあのい、ー、いいだい芝のがいいでなので私ちゃんとコメントでもあのー、こちらの方は三角にしてて重いあの軽い芝鍵って書いてたんかないや ちょっとね、内容安定して<の>まで、ああ、距離もありますもんね、これ、距離も短くなりますもんね、うん、これ。まあ、やっぱ三角ですよね、コメント、うん、あの、ね、印はね、うん。もう1.5倍とかってやっぱ両方丸とかに普通になりますからね。うん、うん、やっぱ売れすぎやと思います。で、あの前祭り推奨は何枚ですからね、まあいい、まあ推奨してますよね。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。では六ース行きましょう。 えー、芝2400メートルの一勝クラスの一戦、これはもうねちょっとメンバーレベルも低いんですけど、ねうん、1000メートル通過が63秒6で、レースの上がりが34秒2、ねまあ、もう用意どんどん瞬発力勝負になりました。張ったコスタレイは、まあねあのー、4走前とかに上がり33秒9使ってるからですけど、もう他に33秒台使えるまいない組み合わせなんですよ。なので、あのーまあのま田辺騎士のね2着、西雲パシュート見てください。最後は瞬発力の、うん、で4着の差で着ブレイブ ーアローはえピューヒレクシ、えー、芝ならもう少し時計のかかるババがいい。ねやっぱこういうコメント出ます。うん、で、プラス、ブレイブアローに関してはダートを試すのもありっていうコメント。まあ、このまま紋別でね、<ー>あの派生できたらうまいから、ねうん、まあ、ダート代わり、ダートの長距離、まあ、ダート2400とかちょっとどうなんかみたいですよね。はい、確かに以上です。はい、ありがとうございます。では7レースいきましょう。はい えー、ダート1 6 0 0ルの一勝クラスの一戦ですね。うん、これねあの、やっぱ3歳一勝クラスだけあって、なかなか予想してる段階でメンバーレベル高いと思って見てましたね。でラター・フォーレスとね、初戦の新馬戦の内容非常に強かったのに前走のカトレーショーがあれっていう内容でしたけど、まあ、こ,こ,こ,れこれが本来の走りだと思いますね。はい、実際 岩田未来氏のコメントを見ても今日は返し馬か,か,から雰囲気がとても良かったというコメント、うん、ということはイコール前奏のカトレア賞というのはちょっと状態面のにも課題があったということがこ今回のコメントで分かりますよね、はい、立て直された効果があったと思います30 1分37秒5って時計も早いし上がり37秒0メンバー中最速文句なかったと思いますね東京戦力で活躍できるパフォーマンスだと思います2着のねディアースポラ えー、これもね、カトリア賞大敗からのか巻き返しですけども、えー、で、あのー、東京戦六で未勝利勝ちしてますけど、でも、この時の1分39秒0って決してね、褒められる数字じゃないんですよね。それをまあ、一応ね、0.6秒ちぎられてるとはいえ、1分38秒1と短縮した内容っていうのは評価できるかと思います。3着のね、ルージュスタンニング、これはデビュー前からダートとって言われた馬なので,で、ねあのー、今回のダート代わりっていうのはちょっとね、あのー、 期待したんですけど、酒井隆成騎手のコメントは、返し馬からダーリのダートの走りは良かったと、今日は勝ったのも,も強かったっていうコメント出てますけど、ちょっとね期待,期待してるほどではっていう結果になってしまいましたよね。ということは、イコール重いダートで前進する必要があるってことですよね。はい、うんはい、で、はい、5着の、えー、エストレ、えー、アベ・デベネ、ベこれね、はい4、4コーナー回ってきたとき、もう、持ったまもの抜群の手応えで回ってきて、でねうん、で私ね、 あのレースを見て思ったことは、いや、あれで伸びきれへんのかと思って、あれで伸びきれへんってことはイコール、あ、重いダート向きやと思ったんですよ。それが私のあのレースを見た第一印象です。でも、ルメール騎士のコメントを見ると、えー、道中かかっていた、その分最後は疲れてしまったってコメントあるんですけど、でも私、この馬結構ちゃんと見てましたけど、そんなね、うん、まあ、大飛びの馬なんで、私は東京とか広いコースはいいと思ったけど、でもあれで伸びきるのは重いダートがいいからかなと思ったんですけどね。ちょっとまあ、 そのかかったっていうコメントはね、いやまあ、その初戦が1008で強い勝ち方してるから、いや、かかったってコメントが出たら、距離短縮かと思うけど、いや、そうは思えないんですよね、ちょっとそのルメール騎士のコメントと、私がこの馬のレースを見たあの印象が異なっているのでうんそう、そういう場合っていうのは、ちょっと買いづらくなるんですけどね、まあ <laughs> はい、でも今のところ、やっぱり、やはりあの実績から見ても、重いダートの1008っていう舞台は、もう一回ちょっと見たいなとは思ってます、はい、以上です。 はい、ありがとうございます。はい、えー、では八、えー、レース行きましょう。はい えー、芝 1600m の2勝クラスの一戦ですね。うん、1000m 通過が60秒6からレースの流れが33秒8と、用、え、意、ー、どんどん瞬発力勝負になりました、うん。この流れになったら、正直このメンバーで言ったらマルディランダーは勝たなダメなんですけども、ね、1年ぶりの休養明けとなったディープリッチがね、うん、その、えー、首差しのいでの勝利と、えー、これよかったと思いますね。で、菅原晃樹氏のコメントを見ると、3勝クラスにいる背中馬の背中をしているってことなので、今回1年ぶりで勝ったってことは、イコール昇級しても通用する、うん。 ってことですよね、うん、で4着の、えー、グランドカリナこちらは調教師はコメントしてますけども1600でかなり押っつけていくことになったと最後もばったりで止まっていませんこのコメント見たら、えー、もうやはりあの構想してる東京1008に距離伸ばしてくれと思いますねはい、はい、以上ですはいでは9レースいきましょう、えー、発音ステークスですね 1> えー、芝1 8 0 0ルの三勝クラスの牝馬限定戦ですね。はい、コンクシェル、ね、あのーまあ、重い芝向きの馬ではあるんですけど、速い瞬発力、えー、決めて使いましたね。速い上がり使いましたね。花に行くつもりでしたが、ゲートを出てからあまり進んでいきませんでした。外から主張する馬がいて、ポツンと2番手から運びましたが、こういう形なら多少ペースが速くなっても力を出してくれると。うんまあ、今回は2番手やったけども、前との差が空いてたのが良かった。要するにやっぱ花がベストっていうコメントが出てますよね。はいうん まああのー、ただ花がベストなんですけどもあのー、いやあの四層四層前五層前一勝クラスと二勝前クラスの連勝の時っていうのは明かりが目立たないだけにの三十三秒後でまとめたっていうのはこれは、うん、あのー<か>えー、今後に繋がると思いますまあでもやっぱり重い一番の方がいい私はいいと思いますね。 ホーーラスカーズこの馬は軽石場向きなんですよ、完全にね。まあ、どっちも走るけど、軽石場、東京で過去か、東京、新潟で好成績がたくさんあるので、まあ、メンバー中最速の流れを使って差し込んできた内容というのは、これはあの納得がいきます。 3着の隅ね、まあ、あの確かに2走前のユートピアステークスでも33秒9の上がり使ってね、4着としてますけど、まあでもよう頑張ってますよね、うん、上がりかかる方が、やっぱ前走の岩清水ステークス見ても上がりかかる方がいいんですけども、今回ね、56キロ、えー、定量戦で、まあ、牝馬限定戦ですけど、定量戦のこういった上がりの早いね中、なか来てるっていうのは、今、このま,ま芝はもう本物やなと思いますね。うん、うん 3勝クラスで入着ができるようになると、急にに稼ぎ出しますかからね、うん、確かに、うん、あとね、1点な倍、単勝1点倍らばの、うん、ねカーペンタイヤがちょっと負けすぎですけども、まあね、うん、今日はゲートの中でうるさくなって出遅れてしまった、直線でも馬が走る方に気持ちが向いていないような感じと、<laughs> ちょっと <laughs> あのまあ、立て直された効果がなかったというかね、ちょっと状態面にし、に気象面という話ですね。うん まあそれにしても負けすぎですけどもねはい、はい、以上ですはいありがとうございますそうですねミカって呼んでいいは東京コースでも勝ち星があるけど1 0 8はやっぱちょっと長いんで、うん、まああのペースが落ち着いたっていうのは良かったと思いますけどでもこの内容を見たらね1 0とかやったら一発あってもってちょっと思いますね、うんうん、以上ですはいありがとうございますでは10レースいきましょう はいバレンタイン・ステークスですね。ダートの1 4 0 0ルの、えー、オープンの一戦ですね。はい。これね、ペース見たら、前半サンハロン35秒後ってあんま速早ないんですよ。すね、なので、レースの上がりが36秒3って速くなってて、どっちかやったら展開的には前目なんですよ。その中で、レッド・ベイロンと8面6ピの豪快な追い込みが決まっているっていうのは、ちょっと納得はいかないですね。その数字面からはねまあでも あの上がり見てもこの2頭だけが35秒台使ってるってことは、まあ、決めて上位だったっていうことになります。えー、経験豊富な救済馬と少し落ちかけたベテラン騎手とのコンビと、えー、見事なる末足、単、え、腹、ーえー、的 えー黒字確定できましたってことです、ねなるほどまああのーうん、そのこの少し落ちかけたベテラン騎手っていうのはこれ吉田豊騎手なんですけどこれどういうことかってらうと先週、あのー、北海道の芝場展示会で、あのーはい、パンサーらしさの説明を矢作さんがする時にあのよ横に吉田騎手も吉田豊騎手もいたんですけどその少し落ちかけたベテラン騎手で、あのー、サウジ勝てたことが嬉しかったっていうちょっとユーモアねあのなるほど。 そのコメント使ってるんですよ、これ。なるほど。だから、そういうことですね。まあまあ、でも、確かに、単勝14倍っていうのはね、ちょっと用ついてるなっていうふうには思いますけども、よかったです。ナイスパでございます。ナイスパです。ありがとうございます。ペースセッティング、ブリムロさんが結構もう、ペースセッティング頭固定の3連単を2通り勝ったんですよね。だから、その、レッドベイロン2、3着受けと、あと何でしたっけ、なんかね、2、3着受けに一通り勝ったんですけど、ペースセッティングちょっとね、抜けそうで抜けなかったですね。だからね、ペースセッティングのコメントを見ると、 以前に比べて成長を感じたとまあその以前っていうのはね酒井隆盛騎手ビッグシーザーを子供扱いした時乗ってますからねかで、はいえー、押し切れるかなと思いましたが上位馬とは決めての差っていうコメントが出たってことはいや私これやっぱり1000人の方がええんちゃうかってちょっと思います、うんうん、あの0 4まあね<え>言っても16007でこんだけ走ってんねんから今回の専0やったらまあ頭でこのあかんのわけですけどそれでも伸びきれんかったってことはあ ついにようやく千人の前になってきたんか。まあも正直今回の負けは物足りないですよ、だいぶ。だいぶ物足りないです、ね。だって先ほども言ったように展開は前目ですからね。はい、これはあの差し、ま、差し差してきてるけど、うん、流れは前あの、うんあのー、前目なんで、そう考えたら。 あのー、ちょっと物足りないんですけどでもようやくそれやったら戦を見る時が来たんかなっていうのは思いますけどね、うん、でもまあ確かに今回の敗戦にしてはちょっと何で、うん、やろうなって思いますね走ってないですわうんはいで、はい、4着の、えー、ベジャール うんね、これ、喉喉なりの手術したわけですからね、あのーまあ、6ヶ月半と給与明け、長かったですけども、も、えー、馬自体が良くなってきているので、今後さらなる活躍が期待できるっていう、ね、うこれ、川崎しかいいコメント出てますよね。ねダートこれでね、あのー、2回しか走ってなくて、1着と、ね、オープンでも4着来ましたから、あのー、今後、楽しみですよね。5着のサクセスローレル、すごいですよ、これ。 えー、すごくいい馬ですと。えーうん、今日は出遅れが全て、それが中で買勝っていたと思うというコメントが出てるんですよ。<laughs> いや、作クローレルね、東京、確かにいいんですけど、ね、前奏内容を見てもまだオープンではと思いましたけど、ね、この松岡騎士のコメント、強いコメントがあるってことは、うん、ちょっと今後もあの注意しないといけないなというふうに思いますね。うん、で、はい、えーうん。そうですね、あと、確かに。 そのプラスペースセッティングに関しては、そのプラス十に切るもどうなんかっていうのはちょっとありますよね。ん？うん、それ昨スローですね。ああごめんなさいちゃうか。ああそうやなゼロやな。ほんならそうだですよ。パドコもめっちゃ良かったですから、ね。うん<ー>。頭出しで狙ったんですがお前ね確かに。うんうん、はい。であとそうですね。えっ、ー、とワールズコライドね。先ほども言ったように前前が残って全然いい流れで二番手でバテてるってことはワールズコライドはやっぱり千にノンマやってことですよね。うん、はい。でレオン レレ、オノーレこれは私、狙いましたけども、ジョッキーはね、えー、三浦騎手はあのーまあ、オープンのペースに加えてバグ負けしてるのかもしれないで、ちょっと分かってないですけど、このまあバググ負けしてるかもしれないでそのとり、そっちなんですよね。あのこのままバグの中入ったらだめなんで、ちょっとレース運びよくなかったです。ですね、もっと積極的に乗った方が良かったと思います、ね。なんか前走もその話してたから、今回はなんか外目出すんかなと思ったんですけど、うんうん、一緒に落としてましたね。 だとはい、ヘラルド・バローズ、こちらも、あの低鉄、ね、あの打ち替えができなかったし、低鉄の打ち替えができないってことはどういうことかって言ったら馬がめちゃくちゃテンション高いからできないわけで、鉄、うんまあ、が打てなかったことはイコールテンションも普通じゃなかったってことなんで、うんまあ、めっちゃ負けてますから、これは度外視できると思います。はい、まあ前走のやっぱ下付きステークス見ても、もう一回、専用ね、改めて見たいなと思いますよね。はい まああと1004で走りましたけど、1006も私もう一回見たいと思いますね。うん、だって、もともと2100走ったまですからね。確かにはい。以上です。はい。はい、ありがとうございます。では、11レースいきましょう。はい、えー、共同通信杯ですね。千葉の1800メートルの、えー、G3 ですね。はい。えー、まず、そうですね。えー、うん。まあ、 やっぱりね、展開面ですけどもレース前から、あのーよすね、ももうスローペースからの良いどの競馬になるっていうのはやっぱメンバー的に見てもね、あの想像つきますよね、しかも、まあ、この後にクラシックがこう、あのー、あるわけですから、ね、変なその先のある馬たちですからやっぱ変な奇襲とかもやっぱなかなか打てないんでやはりそういうレースになりますわ。でまあ パワーホールが攻めたというか62秒7という、ね、スローペースで逃げて、レースの上がりがなんと33秒 1, <っ> 1> ということは、イコール32秒台をみんな要求されるわけですから、まあ、とんでもない決めて勝負の競馬になってしまいました。はい、まあね、私ね、これも、そのね、まあとで、あの、京都記念もしゃべりますけども、そのパワーホールと、あのー、あの誰だっ,っけ、アフリカンゴールドですかいや、アフリカンゴールドじゃない。アフリカンゴールドは あの水晶馬じゃなくてあれやバビットねああバビットバビット、はい、だからバビットもああのパワーホールも両方とも私水晶アナウンマに人を上げとるんですよだからねこれよもうほんまに攻めんやったらバビットパワーホール本命やねんあどねやっぱう、ね、そこまでやっぱよう攻めんようんうん、要なかなか要やっぱ二十代やったやってたら欲しいわちょっとちょっとねあのその辺が私あのツイッターでフラストレーションのたまる競馬、うん、あ奇襲やったっていうのは いや20代やったらパワーホール本命なんかなとかねあのバビット本命なんかなとかでもそれもで,、ね、でもでもそれはも,もちろんですけど、うん、結果が結果が結果見とるからそう思うだけであるんだけど、うん、まあでもあの私これよくしゃべりますけどどうやったらこのレース取れたんかなあのあ<ー>全部、ね、全部が全部無理やりあのそうですよあの自分のこれもよく言いますよね自分の範疇にない馬券を無理やりどうやったら取れるかって考える必要はないけど。 あのパワーホールにしたってバビットにしても私水晶穴馬に入ってるってことは怖いって思ってるわけじゃないですか、うんはい、それが来て馬券取ってないっていうのはやっぱちょっと反省するべきところがあってでどうやってやっぱ馬券取れたのかなって考えた時にはあのー、まあパワーホール本あのー、そうやな軸,あの軸にせなあかんなと思うんですよね、うん、こっちのレースの場合はね、うん、でまあバビットの方はそうやな もああれもまあ上位は人気バースすもんね、上にと。でも、バビットの方もやっぱバビット本命じゃないとあかんのかなとかちょっとっ、そうですね。なんでかって言ったらね、両方ともね、第一あの人気場の第一が来てないから、あそうですね。そうなんですよだ。両方とも人気場の第一が来とったら、あのー、まあ,二、ね、あ<の>そうそう、そうね、あの言ったら人気場ありきからでも取れるじゃないですか。すねうん、けど、それは来てないから、あのー、 なんやあのやっぱその馬たちを本命にする以外はなかったわけでうんまあちょっとやっぱそういうふうにねどうやって取れたんかなっていうのはの自分の範疇の中自分のあちょっとでもええなと思ってるアナウンが激走してと取れてない場合っていうのはその復習っていうのは皆さんもちょっとしてもらいたいなと思います、まあ、確かに150倍ですもんね単勝、まあ、これそうなんですよ単勝150倍やしバビットも何倍やったもうめ,っちゃめっちゃ人気ないでしょだから、うん、そうなんですよねパワーホーホルの場合は あの軽い芝もうあの陣営からも軽石芝っていうコメントが前奏の京都記念の時とかあの京都2歳ステークスの時が出てるんですよ。うん、軽石芝を求めて京都に来たっていうコメントあって実際蓋開けたらね持続力のレースなんて <laughs>、あのー、全然ダメだったんですけど。まあ、でもちゃんと その京都2歳ステークスに来たときに軽い芝を求めてきましたっていうのがコメントであって、私はそれをちゃんともちろんピックアップして軽い芝ってことは使ってるんですよね。なので、パワーホールは、まあ、もうほんまに振り返ってもらったら、新馬戦でこのレース、このパワーホールの新馬戦、この番組で振り返ってる時も、単なる逃げ馬じゃなくて瞬発力を使ってますよって話してるんですよ。なので、あのー、 そういうやっぱ瞬発力の舞台に来る。ここにその札幌2歳ステークス、京都2歳ステークスってのは共に持続力のレースなんですよね。なので、瞬発力のレースになっての復活っていうのはやっぱ考えてるわけやから、もちろんにあの推奨アノマーとして残んねんけど、うん、だから馬券取れんかったっていうのは本当悔しいなと思います。えっと、ボッキーさんですかね。ありがとうございます。あ、初めてのスパチャですね、これね。あー、よかったです。いつも、えー、勉強させていただいてます。えー、見解見て、えー、ごめんなさい。 うんえー、見解見て、パワーホールの軽石場、えー、代わりで。ええ,ーー抑えて。抑えて。抑えて。パワーホール抑えた。はい。うん、抑えて、三連複取ることができました。えー、少ないですが、重要量代わりに、収めてくださいということですね。ありがとうございます。初めてのスパチャ、ありがとうございます。そうですね。 あのそうですあの、やはりそうやって話聞いてたからか方には、私はパワーホールに関しては、軽い芝での、あのー、軽い芝見てみたいっていうコメントは、やはり何回かこの馬に関しては言ってます。なので、ね、メンバーレベルは今までよりもグーンと上がってる中で、あのこうやって三着に、ね、あの食い込むっていうのは、もちろん展開にもありましたけど、でも展開にもあるけど、自分もある程度の上がり使わんかったら、やっぱ残れへんわけやから、うん、残ったってことは、イコール、やっぱ瞬発力を決めてたってことの証明に。 でもありますからね。うん、そうなんですよね。なのでそうあ今郵政貼ってくれましたけどもそうなんですよ。これ、あのー、あまあ、こ,この時のコメントには私軽い芝ってコメント書いてませんけど、前走の京都記念の時にはこの馬のコメントで、その陣営が軽石はを求めて京都に来たっていうのは貼ってるんですよね。一番下に書いてあります。うん、軽石はが魅力的な今回ですって書いてあります。あ、そうです。そうです。そうです、ねはい、あ、そうやねそ。それ書いてますね。はい、うん、そうですね。はい、あー、それあ切れた後ね。うん、うん、そうっす。はい、うん。 そうなんですよ。ナイスパァ、うん、イブございます。ありがとうございます。<laughs> ボッキーさん。はじ、初めてのスパシャルわざわざありがとうございます。ありがとうございます。<う>嬉しいです、うん。そう、ね、まあ、パワーホールの話はそういうことですね。で。うん、で、そう、あのね、ジャスティンミラー、のね、ジャスティンミラーのは。 前走の東京の2 0 0 0ルで上がり33秒4というすごい瞬発力を見せて、えー、東京での切れる足を見せてます。で、しかもねヘデ、ヘデンドール、2着に負けたヘデンドールが次のすごいインパクトのある勝ち方をしたことでも、この馬の評価高まるわけですよ。ただね、調教師も前走乗ったマーカンの騎手も距離伸びた方がいいといことあったんですよ。 にの短くなるのかどうかなと思いましたけども、まあ、全然問題なかったですね。で、乗りやすくて強い勝ち方と。で、表の感じなら距離が伸びても大丈夫って言ってますけど、まあ、マーカーの記者は伸びた方がいいまで言ってるわけやから、うん、これはもう一躍ダービー候補になります。確かにだって軽い芝居でこんだけ切れるわけですからね。はい、例えば、ま,あ、まだわからないですよもちろんどんなメンバーになるか、けど、去年のタスティエラが勝ったような、ああいうスローペースになったら、もう最有力です。うん、スローからの用意ドンがめっちゃいいわけですからね。はい、うん ででそうですね2着のジャンタル・マンタルも言ったら上がりタイムで言ったらジャスティン・ミラーと同じ32秒6使ってるわけですから内容決して悪くないんですけども向こうの方が今日のところは強かったその通りだと思いますでも逆に言えばジャンタル・マンタルの場合はもうちょっとペースが上がってほしいというのがちょっと分かりましたよね。うんはい、確かに ではいそれでこの中でメンバー中最速流れを使ったのはディマイザーキットこれちょっと意外でした、うん、まああの中京中山とまあ言ったら重い橋しか過去経験がないので、うん、ちょっと 春石はどうなんかなと思ってましたけどねしかも距離もね前走 2000m で SASUKE 馬で勝ってるわけやから1008に短縮もねどうかって思うところでスタート出遅れてこのメンバー中最速のかりでしょうこれは4着とはいえなかなか内容濃いですよだこれも距離もっと伸びた方がいいわけやからあのぜひともにに日本ダービーの舞台に来てほしいあの,あの、まあ、ゲートに追ってほしいとですね。 でそうエコロバルト、思いっきりかかってましたよね。うんうん、今日はレース前からテンションが高かったと、懸念していたことがレースでもろに出てしまった、引っかかってしまい、ちゃんと走れていません、うん、もうその通りだと思いますね、もう,もう向こう上面でも本当にジョッキーが抑えることできずに、もうね、ああ、これは厳しいなっていうふうにね、やっぱなりましたよね。うん、なので、あのーまあ、ね、そののまねそ瞬発力勝負で分が悪いって、一言で片付けられないんですよね、うん、まだね。 折り当てたらこなせるる可能性もあるんで、ちょっとと今回はノー感かなと思います、はい、で一方、6着のベラジオ・ボンドは、はい、道中の流れも遅くなって瞬発力勝負になってしまいましたからって言ってるってことは、ね、前走で33秒9と癒し使ってるんですけど、この岩田未来騎士のコメントが出てきたってことは、あんまり上がり,上がり早くなってほしくないっていうふうに思いますよね。で、ミスター GT ね、ちょっとこれも不運続きですね、このまね。 えー、ゲートま裏までのテンションがきつく、いい精神状態で臨めませんでしたと、まずそうなんですよ、この入れ込みがきついというのが一つ、それとプラス、スタート後の不利もありましたし、馬が落ち着,いたと落ち着きたいところで、後ろから乗りかけられて、パニックのような感じと、力負けではない、ちょっとふん、ね、前走にしても、今回にしても、ちゃんと力を出し切れてないレースがこう2回続いてますよね。 まあここでね権利取れなかったってことは、これ、クラシック、今のところ出走できませんからね。ねちょっと厳しそうだななので、まあ多分あのあのなんかクラシック、あのトライアルには出てくると思いますね。うん、もしくは、あの皐月賞パスするかもしれないですねど、青葉賞からのパ,パターンかもしれないですちょっとわからないですけどね。はいうん はい、あー室さんどうもありがとうございます。ます私もパワーオー素晴らしい。私もパワーホールから人気バに流して3年ぶとワイド取れましたと。えー、田辺騎手の乗り換わりで軸に決めてましたということですね。<ー>ありがとうございます、ね。素晴らしい。まああのまあ、私が取れんかってもそうなんですよ。私は何回も言いますけど、あの私の見解を聞いて取ってくれる人がおったらそれが私の仕事ですから、<ん>全然 OK です。<ん>はいナイスパです。ナイスりがとう,うございます。さんありがとうございます。 でショーマンフリート、こちらも実は、あれなんですよね、持続力じゃなくて瞬発力で巻き返さなあかん一投なんですけど、なんとしんがり負けと、3、4コーナーが手応えがなくなってしまい、全然伸び,伸びませんでしたと、どうしてなのか、はっきり出したことが分かりませんというコメントなんですよね。うん、ちょっとねあの、まああの、今回に関しては度外視やけど、まあ、なんか前途かなんなような気がしますね。確かに、はいこう。こんな負け方したら、たぶん回もだいぶ休まなあかんと思いますし。うん 春はもうダメなんちゃうかなって思ってしまいます。以上です。はい、というわけでお話いただきました。以上、共同通信杯の重症解雇でした。こんな感じで全レースお話いただいてます。ぜひ皆様、競馬、はい、これからクラシックもどんどん盛り上がっていきますし、毎週、そしてまあ好きで趣味でやられる方、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。今日はこのの後京都記念の展望もありますし、 フェブラリーフ・ステイクス含む受賞展望四つありますので、ぜひゆっくり聞いていってください。では、宗弘さん、最終でスこちら、振り返りお願いします。はい、えー、ダード千四百メートルの二勝クラスの一戦ですね。もうペースがひどいですね。前半三波の三十七秒一で。 上がりが35秒9。もうこれ、前かなもうどうしようもないですわ。なので、まあ、もうハードワイヤードとキャンディドライブ、これ、一体一体なってます。で、それ考えたら3着のクリスタルウェイは4コーナー10番手からよく差し込んできてますし、あのこの馬の決め手っていうのは褒めるべきものがあると思いますね。まあ、あの、ムーブとかもね、あのいつもより前々で運んで、あの、ね、レース、こう、流れについていく競馬しましたけど、まあ、ムーブに関しては、もう少し短い距離で制圧を生かす形が良さそう。やはりこの そのま,まのベストは東京ンンやと思います、ねはい、でふみサウンドで高枠からスッと2番ってついた時にはこれ買ったなと思ったけどあここで伸びきれなかったまあところを見ると、まあ、メンバーが強かったっていうコメントありますけど私はそれ以上に前奏は中京で今回東京やからイコール思い出とかいいというふうに私は思います,す、ね、以上です はい、あこれ三連覆取れましたわ。ありがとうございます。ああ、まあ、まあ、それ第一推奨 ABC スワッしました、はい。そうああ、第一、いや第一推奨ですよね。第一推奨です。ね、なんで、<ー>か、上位二等と、うん、あとまあ三連覆でつくやつみたいな感じで、これ結構熱く変えたんで、うん、ありがとうございます。はい、ということで、えー、日曜日東京全列振り返っていただきました。ありがとうございます。 いやこれもあれですよ、これもクリスタルウェイ第一推奨まで来てくれたけど、これ4着の原発フライドの季節馬の来てくれたから、ウキスウェやったと思って、原発フライド見たら、こっちの方が良かったなって。原発フライドの方が大きい、全然でかかったです。40倍と70倍ぐらいやったんで、まあでも金額額がちょっと差をつけてたんで、あれでしたけど、ね。まあまあでもおかげさまで、季節馬は惜しかったですよね。 はい、ありがとうございます。ということで、えー、狙いはのコーナーですね。ぜひ皆さんもメモの準備とともにお待ちください。いや、こういうのをちゃんとうまく取るようにならないといけないなちょっと、中央場所でちょっとあんまり人気も軽視したら、しすぎのいよくないなというふうに思いました。ちょっとまあ、レースによってですけど、うん、学んでいきたいと思います。あ、先ほど言ったように4レースのデルマ・バルナを挙げたいと思います。そうですね、これは、はい、あのー、距離延長、重い、距離延長、えー、重いダートに注目です。 距離延長東京の16に昇級しても使ったら来ないと思いますけど、中山18とか、まあ、言ったら中山18は距離延長も重いだとも両方ありますよね。うん、まあ、ちょっとわからないですけど、まあ、な東京2100とか、いろいろ、まあ、まだわからないですけど、この上がりの36秒4は注目したいと思います。 ね、全然、もちろん全然ペースが違うからなんとも言われへんけど、だって7レースのハイレベルの,レ,ベルのレースを買ったラタ・フォレストのメンバー中、最速の上がりが37秒0ですからね。そう考えると、やっぱり36秒4ってめっちゃ切れてるじゃないですか。そうですね、確かに。上のクラスでやれても、え力は持ってます。 うん、はいこれも一投できますはいというわけでぜひ皆さんテルマパルナ、はいまあ、延長を思い出後に注目ということで検索戦にお役立てくださいではこの日走った注目場を振り返っていきたいと思いますまずさっきお話し上がったラタフォレストのるですね、まあ、勝った時のやっぱ時計が優秀ということで上がってまして一着でしたそうですね、まあ、前走あれと思いましたけどまあね先ほども言いましたけど今回のコメント聞いたら前走は出来がなかったんじゃないかな、ね、と思いましたよね、うん、なのであのー、まあ やはりこのこの結果がまあ順当といえば順当で、まあ、ただ負けてもね、今回も一番人気っていうのはちょっと驚きましたけど、<か> <laughs> うん、まあ、うん、まだいけると思います。まるで残します。はい、うん、分かりましたで、まあ、隅、まあ、やっぱ重い千葉の方がよさそうではありますけど、まあ、東京でいや頑張ってますよ。ねうん、いや、頑張ってます、頑張ってます。うん、まあね、もう二番人気って、もう普通にめっちゃ人気してますけどね。<laughs> はい うん、まあ、卒業でいいかな、これでも、あの、重い芝も軽い芝も両方こなして。ねまあ、多分、重い芝やったら、勝ち、勝つ時きますけど、はい、まあ。あの、卒業で、いいです。かりますね、頑張ってます。はい、で、続けて、十レース。そうですね、シャンブルは前走、天下区で三着に来てっていう、お話でした。うん。はい。 まあ今回ちょっと軽いダートになったんですがそうですねやはり重いダートの方が良さそうですね、うん、あのー、とプラスまあちょっとねまあまあでも前の馬がさ何回もな言ってますけど前の馬残っていい展開場でバネてるっていうのはちょっと嫌なんですよねう,ねうーんうーんまあ重いどうやろうな重いちょっとええー うん、重いダートの方が良さそうですね。時計を見てもそうですね。すねはい。なので、三角で残して、えー、と重いダート、重いダート、青にします。コメント変えます。はい、わかりました。うん、はい。で、ペースセッティングですわ。はい。あ<ー>、うん、今回の三着はちょっと嫌な三着です,ですね。この日一番3連打買いましたけど、ちょっと残念でした。そうですね。 まあ、やはり千人みたいという気持ちはずっとあるんですけどでも桂川ステークスの内容を見たらやっぱり今回の専用って勝たなダメなんですよね。うん、うんまあ千人色が強くなってきたって言ってくれるんやったらいいんですけどね。うん これね、あの安田隆之旧舎っていう解散になるじゃないですか。かうん、どこに転究するとかも決まってるんですかねこれ社代で、社代のページとかみんな知ってる人とかはもう決まってるんですかね,かねどうなんでしょうね、うん、だってね、<も>安田隆之旧舎って1 0人製造機とか言われてたあるそうですね。なんで1000人製造機の旧舎で1 0人使わへんのかわけわからんですけどね。<laughs> 確かに。マジで意味分からんですけどね。息子さんのとかに行くんですか、ね、まあ、三角です。 あ,あ、そうやな。多分そうやね安田翔吾に行くでしょそうですねそうですね、うん、てことはねノリさんが乗る可能性ありますね <laughs> いやでも見たいっすけどねあ,<ー>ああ逃げてくれないんですかね、うん、ではいでまあ三角、ね、千里で逃げてほしいっすけどねうんで、まあ、名勝点数6 0キロ。いやーまあちょっともうかわいそうやな60しかも、ね、でもそれでも花切る脱し力見せてんのすごいですけどねえらい,えらい,え,え,らいえらいけどもうちょっとやっぱしんどいな そうですね、もうだいぶお世話なった馬ですけど、うん、<laughs> 先ほどの言ったようにこれペース遅いからねもうちょっと粘,、はい、粘らなダメなんですよねあまあまあもうちょっとどうしようかなまあ消すのはかわいすやな三角やなねえどっかで定量<ー>定量とかなんかね金量差がな線やねハンデ戦<ー>ハンデ戦、うん、ああなるほどなるほどうんはい京都、ね、専用ハン,ン,ハン線でで、ね、戦ハ線出てきましたね と,、えーとあそう、ディイキットですいやーこれね軽石は鍵どころか軽石は切れましたねこれはね、うん、丸で残しますけどもえ距離えっ、ー、とねコメント変えますね距離延長に注目ですあ確かに、はいうん、え軽石は OK にします軽石は OK、えー、むしろね軽石はの方がいい可能性もありますこれね,ま,ねまだちょっとわからんけどねでも軽石は OK 距離延長に注目ですはい、はい、注目これね 今、まあ、これもだいぶ引退間際の芝山さんがなんか下手乗りしてて2着2着できてたんですけど、乗り換わった瞬間は困難んな,んなんで、それううもでかそうですけど、軽い芝で見た。で、まサジじてもう、ちょっとショックですわちょっとしんどい。いちょっとボバのクラシックの友達としてなくなっちゃいました、これ,ね、これだどう。これ、矢木さんどうするのかな前奏、ね、酒井雄星めっちゃ怒って。えー、ね<え>乗り換わってもしにないけどな。乗り換わ、うーん、ね。一回リセットして、ちょっとね。まあ 春の東京、5月の東京に備えてほしい気がしますけど、どうなんでしょう。まあ、ダービーね、やっぱ、やっぱ中山と中山はパスしても私いいと思うんですよね。プリンシパルと青場所、どっちか。まあまあ、そうなるんちゃうかなと思いますけどね。まあ、確かにね、ハーリッソンっていうのは確かに私も3000いいと思いますね。まあ、三角です。はい。ディマイザキットは丸ですね。丸、丸になってますね。ミニカルです。ああ、なるほど、なるほど。 で、ああまあ、ハードワイド、まあね、スローにも恵まれ、うん、まあ、勝ちました。はい。千二が、まあ、スの数高いってことですが、うんまあ。うん、そうですね。まあ、逃げたまあか、指したっていうのは力だと思うんですけど、にどうないしましょうかね。まあ、うん、卒業でもいいかな。ね、3色クラいすいても多分人気するでしょうね。うねまあ、卒業します。はい、はい、卒業。ということで、以上、えー、日曜日、今日、東京でした。では、日曜日、京都ですね。 ちなみに関係あるよってない話すると、最近私、これ、番組終わった後にも、そのチャプターつけてるんで、あの東京、京都とかあのつけてるんで、うん、またあのアーカイブ見直す方は、明日の朝には、な,るほどな,なんか、いやあの、作業、打ち込み作業を月曜日にしないと、うん、JRA 版使ってる人はわかると思うんですけど、火曜日にメンテナンスがめっちゃ多くて、だから、起きてから、ちょっと、ライ馬とか整理しようとか思ったら、メンテナンス中ですみたいな感じになるの、うん、めっちゃ多かったんで。 もう終わった後と、そのままやるようにしたんで、うん、ぜひ皆さん、はい見逃した方は、そういうふうにチャプターご利用ください。うん、はい、お待たせしました。京都1レースです。はい、京都1レース。ね、京都は風ありますね。はい、えーっとね、えー、日曜日の京都は、えー、午前は南西の風がやや強く、えー、直線は向かいか、えー、追い風です。ごめんなさい。午前、南西,南西の風が強く、直線は追い風ですね。 ではいきましょう、はいえー、日曜日、京都1レース、はい、ダート1 8 0 0ルの3歳の未勝利戦ですね、えー。これね、もう私、2着のグランオースが頭やった3連単あるんですけど<熱っ> <laughs>、うん、まあまあ安いですけどね,の、はい、ねまあまあ,あのグランオース頭見みょうみょうりしてますからそれは何かとてやっぱり初戦の京都の内容がいいからなんですけどまあ後ろね後ろ4馬身ちぎってるからまあまあ。あの 前の2頭が強かったわけですけれども、まあ、グランオースに関しては、今後はバグを工夫するとか、いろいろ考えていきたいと、まだちょっとパフォーマンス上がるっていうコメントが出てます。で、買った、えー、レグルスバーグは、まあね、この京都、えー、1008で3着、2着、1着と、えー、3回走ってこ、えー、まあ、えー ね、崩れなく走ってますけども、まあ、時計も1戦ごとに短縮しているっていうのは、まあ、一応褒めるべきかなというふうに思います。まあ、1000メーター通過が62秒1っていう、そこそこ早い流れで、えー、レグルスバーグはさっ,にさっきに動きましたからね、だから上がりが40秒1とかなりタフな競馬になってます。では2レースいきましょう。 ダート1200メートルの3歳未勝利戦ですね。これ in your、インはパレス。まず、時計めちゃくちゃ速いです。うん、1>, 1分11秒6、相当速いですし、うんえ、前半35秒4でいって、上がり36秒2でまとめてます。いや、これ、えっと、時計の比較なんかできんかな。同じ日にはないか。えっと、最終レースが2勝クラスで1分12秒2です。うん、ロードワッです。 そうですね、これよりも、えー、0.6秒早ったんでいですよね。まりねめちゃめちゃ早いですよね。はいうん、で、まあ普通にやっぱ他とは手応えが違いましたし、追い出しを待つ,待つだけでしたと、ここでは力が違いました。まあ、あのー、そうですね。えー、まあ、 あの2番手で、一応これね、2番手で控えることもできたっていうのも、一応収穫にはなってますし、まあ、ただ2着の老眼パスに関しても、これね、1008から1002への距離短縮で花切れるっていうのはちょっと驚きの適性ですしね、2着と3着の間も0.6秒差ですから、普通に考えて、これ、2着馬が1着馬おらんかっても2着馬強かったねって言えますからね、これ、ね。 これまあ1着場と2着場、両方とも頭見本でありの技術,、はい、術なんですよね。二着場はもちろん、あ1着場はもちろんダート代わり中で、ね、2着場は距離短縮に、距離短縮でってやつですけれどもね、はい、あの両方とも強かったと思いますね。以上です。はい、ありがとうございます。では3レースいきましょう。えー、3歳の新馬戦ですね、えー、ダート1800メートルの一戦ですね。はい 1000m、えー、通過が62秒5なんで、新馬戦としては結構流れてますよ、えー、上がりが39秒8もかかりました、普通やったら、もう差し馬がンガン届いていい展開の中、えーにね、4コーナー2番手からの押し切りっていうのは、えー、なかなか強い内容だったと思います。こういうラップを、えー、で、あのー、押し切れる馬っていうのは、あのー、もっと言えば小回り17号が合ってるってことなんですけどね。はい えー、直線で抜けて遊ぶところがありましたとね、しかもそんなこと言ってますからね、なかなかいいと思いますね。えー、束,束が見えるとまた伸びてくれましたっていうコメントね。はい、で、2着の、ね、ラ,ジラジエーション、これもなかなかいい足、ずっと使っ長い間使ってますけどね、人気はありませんでしたけど、真面目と、これから体力がもっとついていけば楽しみっていうコメント出てますね。はい まあメンバー中最速流れを使ったのは3着のエアアニマルなんですけどもまあ今日はいろいろと勉強になったっていうコメントありますけどまあねやはり今村聖奈騎手が乗ってるってことは3キロ減の恩恵もあるししかも先ほど言ったように展開は差し馬向きになっているので差し切ってほしいんですよねやっぱこうねそうなるとねでも3着止まりってことを考えると勝ち馬とかの方がパフォーマンスのレベルは上ですね。ではい えー、リアルカラー、まあ、12着に負け,ます負けましたけども砂をかぶると気にしていましたし馬ゴみに入るとふわふわと走ってくる馬というコメントがあるのでね、まあ、12着と負けてますけど変わり身には注目したいなと思います以上ですはいいいありがとうございますはい、ではで4レースいきましょう、はいえー、ダード 1400m の3歳の一生クラスの一戦ですね、うん、いやこれフラムリンガールえらい強かったですよね、うん ちょっと驚きました、えー、いい内容で勝ち上がれましたというコメントありますけどね前走ちょっと昇級の壁を感じるような負け方してるわけやからあれと思いましたけど今回はまあ強かったですね。えー、まあメンバーレベルはね前走の方が相当強かったと思いますけどもまあでもそれでもあのいい内容でした。で2着のねネグレスコこれ初戦の内容新馬戦の内容良かっただけにまあ ただ良かったけども、距離が1004に伸びるのやっりどうかなって私は思ってました。えー、距離的には1004ぐらいまでかなってあコメントありますけど、うん、そういうコメントが出たってことは、私は1002がいいと思います。1002ベストやと思いますね。うで、4着のアスタールテニ、えー・テニウム、これね、前走を1002った時に、岩田未来騎手が1 0 0忙しいってコメントしたんですよ。うんすね、なので、距離,あの距離延長で昇級しても、えー、昇級しても距離延長やったら、 頭の妙味あるなと思いましたけど、うん、今回の、えー、角田大河士のコメントを見ると、クラスが上がっても流れ、クラスが上がって流れも早く忙しく感じたって1004でも言ってるんですよ。ということは、イコール1008とかまで伸ばしてみてもいいんじゃないかなと思いますよね。さら、はい、なる距離延長に注目したいと思います。うん、以上です。はい、ありがとうございます。では、5レース行きましょう。 えー、芝 1600m の3歳の未勝利戦ですね、うん。これね、ハワイアンティアーレ、私、第一水晶馬でしたけど、オッツ見て、これはあの無理やってなりますよね。<laughs> <に>ということはどういうことか、私3<ー>う、3連単取ってます。2着と3着両方とも第一、ね、第二水晶馬んです。まあまあ、6000ね、まあ、それでも安いですけど、まあまあ、うん、それはしゃあないですね。まあでも、あのー、ハワイアンティアーレは、ババレベルの低下での前進という、あまあ期待通りの内容を見せてくれました。 まあこれでもね、ラップ見たら、前半35秒、あの3波の、点3波の35秒6で、上がりが35秒3なんで、結構ペース遅いです。うんえー、スタートも出てくれましたし、えー、前に壁がない状態でもあれだけの足を使ってくれましたと、今後は楽しみな一頭、まああのー。前走と今回の内容を見比べても、重いシワの方がいいうまいと思いますね。うん まああのリチャードバローズとダルダあダノアルムこの二頭というのはもういつ買ってもおかしくないどこまで来てるわけですからそれを、えー、まあスパッと倒したっていうのは一応評価できるかなと思いますね以上ですはいありがとうございますでは六レースいきましょう。 えー、芝2000メートルの3歳の未勝利戦、ンバ、うん、限定戦ですね。ジョセフィーナ、これ、距離延長が良かったですね。うん、物見をして少し進みが悪かったってコメントありますけど、いや、1006から2000に距離が伸びたことがプラスに働いてます。1000メーター通過62秒2で上がりが35秒2と、えー、まあ、スローなってますけども、えーまあ、なので展開的にはね、前行ったほうが有利ですけど、まあ、でも前に行って粘ったってことは、距離延長プラスに働いてますよね。うん あとね、2着の豊昇リナは、もっと綺麗な馬場で淡々とした流れの方がいいタイプっていうコメント出てますね。うん、まあ、淡々とした流れってことはイコール瞬発力がないってことですから、うねうん、まあ、重い島の方がいいとは思いますね。はい。以上です。はい、ありがとうございます。では、7レースいきましょう。 えー、ダード1800メートルの一生クラスの一戦ですね、うん。ロードラプソディ、これね、そうまず、あの私に、2着のボーンさんこれ、ね、第一推奨場なんですけど、うん、これもでもね、よう売,売れてましたね。頭からしか買わなかったです。いやー、私もその通りですよ。だから私、3連、さね私ね、私はボーンさんは、でも2着のあの3連単の2着に添えた馬券も買ったんですけど、<ー>3着抜けましたわ。ああなるほど。3着抜けましたわ。いやだからあの あの頭固定じゃなくて、私、二着までに来たらいい番組を買ったんですけど、どどどいや、だから来たからね、あれなんですけど、3着抜けましたわ。そう、生まれんやと安いんですよね。やちいや、いいや、やほんまそう思いますね。で、まあ、えー、そうですね、えー、まあロードラプソディが勝ち切りましたけども、うん まあよく頑張ってくれて、ここまで仕上げてくれたって、一応、状態面ということを挙げてますね。わしだわしおさん、ありがとうございます。毎週勉強させていただいております。シラッシュはラプソディーか。ロードラプソディーですね。ほぼ2年ぶりの勝利、少ないですが、おす分け。ありがとうございます。おめでとうございます。いいですよ、よかったと思いますね。 あのーまあ、1000m というか62秒9で上がりが37秒8というミドルペースでしたけども、高、えー、位からスパッと抜け出して、まあ、あのこれまでの、ね、ちょっとなかなか勝てなかった内容と今回の内容をみ見たら、まあ京都が合う、京都が合うなという印象はありますね。あとずっと1008ばっかり使ってますけど、こういうレース運びができるのであれば、小回り1007もあの試してみる<ー>価値は私はあると思います。はい、でボンさんはね そうあの前走もスローでねスローの、スローの展開を考えたらよく差し込んできてるんですよね、なのであの、今回みたいにミドルペースで前半のペースが上がったら差し込んでこれるっていうことで、まあ、この2走は共に京都ですけども、もっと言えば阪神とか中京とかね、もっと重いダートも見たいなというふうに思います。 3着のウイニンググレイスはね、あのー、ちょっと昇給してからが案外な内容続いてましたけども、えー、立て直された効果ね、今回7か月って長いんですけどね、うん、あったってことですよね、これね。難しいな,これはなかなかね、時計も遅いですからね、うん、うん、そうなんですよ。以上です。は、い、いありがとうございます。では、えー、8レースいきましょう。はい えー、芝千六百メートルの二勝クラスの一戦ですね。はい。えー、前半サンハロンが三十四秒五で、えー、上がりが三十六秒三と、えー、まあちょっとハイペースになってますよね。ごめんなさい。ちょっとこれ違うな。 うんえー、34秒5と前半から速いペースで流れてます。なので、まあ、先行馬にはちょっと厳しい流れになってますね。単勝1.7倍というダントツの一番人気だったサンライズ・プルートですけど、6着に負けてます。いった馬は飛ばしていっただけにと、ね、やっぱりそのハイペースに巻き込まれたっていうことをコメントしてますよね。はいえー、前に壁のない分、足がたまらずに、なし崩しに足を使う感じにと、馬,を馬は良くなっていたし、展開次第だったのですがと、これだからハイペースに巻き込まれたっていうことを案に言ってますから、えー、ねえ、 えー、それで差ししが決ままる展開になりました、えーエ,ンタルえー、エンタングルメントですけどもこちらは、えーね、ここにそうとかは先行してましたけどもハイペースになってねサスケーバーで、あのー、客室転換にも一発でまあ,あの休養前ねあのサスケーバーもしてますけどもあでもこういう、あのーね、早いハイペースの流れをしっかりと折り合ってさせたっていうのはあの勉強になったと思いますね。うん はいで2着の容姿端麗。これ。今村聖南騎士なかなか、ね、あのファイファインプレーでしたよね。う,よねうん、うん、いや、あのー、まあ、これなかなか難しいですよ。買うのはでもあのー。 まあ追い切りでも点からいくしかもね、これ追い切りとかの追い切り乗ってちゃんとそれを掴んでるのがいいですね。追い切りでも点から行くとやめて仕方がなかったと。それで腹をくくって後ろから。えー、揉まれるとよくない馬なので直線はうちを選択ということでね。いや、一瞬勝つまでありましたからね。うん、いやいや、あの好騎乗でした。まああとプラスね、何回も繰り返しになりますけども、京都のうちは死んではいません。確かに。はい。まあ。 ただね、先ほど言ったように展開の理はありましたね。以上です。はい、ありがとうございます。では、9レース行きましょう。 えー、春日特別ですね。うん、芝の1800メートルの2勝クラスの一戦ですね。はい、えー、ココナッツブラウンね、ねなかなか切れましたね。これ1000メーター通過61秒9でレースの上がりが34秒0という瞬発力勝負、ね。レースの上がりが34秒0やから33秒台みんな要求されるわけですけども、うん、スタートでそういうねあの展開厳しい中、スタート出遅れて4コーナー7番手からの差し切りっていうのは、着差以上に強いものがあったと思いますよ。えー今日の ほ当,えー、当日のテンションがこれからも鍵ですが、今日の雰囲気なら距離は保ちそう。ね、今回1008で勝ちましたけど、距離は保ちそうということで、距離延長もちょっと示唆してますね。これ、横山武志騎手が、ね、だいぶ褒めてた馬ですけど、ローズステークスでもね、まあ、5着と掲示板乗ってる馬ですから、まあ、ただね、今回も5か月ぶりの休養で馬体重ゼロっていうのはね、やっぱちっちゃい馬やから増えてほしいんですよね。だって2走前ね、ね北海道で446で勝ってたんですよ。うん、今回で ですからねやっぱ馬体ー増えてこないとしんどいなと思います 2>, 確かに2着のプッシュオンはねもう京都の1008が本当合ってますよねしかもあの瞬発力も33秒台持ってますからまあ、今回負けましたけども、えー、相手悪かったとあのすぐに順番は来ると思います3着のショーナーアデイブあのー、まあ 京都のね1800、百というのは2着、4着で今回3着ということであの得意にしている条件なんですけど、ただこのままはもうちょっと上がりかかってほしいんですよね。なのでこのは早い上が,り上がりで切れ負けした3着という見方です。まあ、むしろ逆に言えばそうやって自分に合わない流れでも3着来てるっていうぐらいこの条件合ってるってことですね。4着のアンリーロードは瞬発力勝負やったら勝たなあかんすけどね。うん,うーん まあ、勝負どころで少し置かれてしまったってコメントありますけど、ちょっと、うん、物足りないのは物足りないですね、そうですね。ね以上です。はい、ありがとうございます。では、自由レースですね。はい。 えー、北山ステイクステですね <laughs> ダート 1800m の3勝クラスのハンデ戦ですね。はい、いや、これね、岩田康ね初ダート場でねすあの、大金星上げましたね。ダートで新しい面が一面が出てくれたというコメントあるように、はい、そうですね、4コーナー11番手から上がり36秒4というのはなかなか素晴らしい決め手ですよね。1000m 通過が62秒0で上がりが37秒8と、まあ、確かにちょっと上がりかかってますけども、はい、まあでもそれでもね、36秒台使ってんのというのはこのまま1投しか 1>, 1頭しかいないわけですから、うんあのー、ちょっと強烈な決め手だったと思います。はい、で、ミラクル・ティアラは、今回はね、前走スタートで遅れましたけど、今回ゲート決めたと。まあ、天に使用する馬がいたので、レバレメ・ペスカが行ったので、2番手からでしたけど、まあ、4コーナー回ってね、8パターンに完全に持ち込んだところですごい足使われましたからね。うん、まあ、ただこの馬は、京都の1八0やったらこうやって崩れませんけども、 1,000八はあの本質的には長い馬でこの京都の1 0 0八で三勝クラスは勝つときは来ると思いますけどもっと言えば小回り1 0 0七とか酒井流星騎手に言わせると1 0 0四で差してもええと思いましたからね。まあ私は小回り千七で先行する形が一番いいんじゃないかと思いますけども、あのー、まあ ねまあ、ただね、あのーまあ、我々とは関係ない話だけど、やっぱ準オープンで2着をずっとこうやって続けてることの賞金のでかさって、もう相当でかいんですよね。ねうん、めちゃくちゃかっこいいです。正直、すぐ勝つより、これやってる方がいいですよね。<laughs> はい、で3着の、ね、サンデーファンデーは前走も褒めましたけど、やっぱ京都は走りますよね。<ん>だって花、花頭差の3着ですけど、<ー>後,ろ後ろは0.4秒ちぎってるわけやから、もう本物ですよね、京都やったらね。うん、強い内容です。 うん、あと負けたらまた違うなぁ。メテオリーと11着ですけど、うん、ちょっと範囲わからないですよね。それと、うん、あと14着の湘南雷神、うんね、この2連勝で、あまたサイド軌道に乗ってきたなと思わせたところで、この昇級での大敗、うん。ちょっとコメントも何もないんで。 うん、このメテオリートと湘南来神に関しては、ちょっと時速出てくるときに何が範囲やったかを調べる必要があります。以上です。はい、ありがとうございます。では11レースですね。えー、京都記念ですね。芝、えー、の2200メートルの、えー、G2 ですね。はい。まずそうですねもう 見てもらったら分かりますけど、大外からまずアフリカンゴールドが花を主張しましたけど、離れた位置でね、バビット 2, 2>,、うん、2番手。まあ言ったらバビットからしたら、うん、バビットもほんまは花切らなあかん馬ではありますけど、やっぱアフリカンゴールドが飛ばしてくれたおかげで、ね、もう実質花切ってるのと同じような展開になって、最後直線打ちをついての3着粘り込みと。 ね、この「バビット」も私その推奨穴あマンに入れてたってことですけどまあこれも一応推奨理由を挙げていただきたいですけど、はい、そのやはりね私はねその前奏の東海ステークスで花切れたことがおっと思ったんですよね。うん、言ったらちょっと金相内容見ても分かるように、うん、あのダッシュ力はちょっと。 鍵を潜めてるんじゃないかなという,ういう懸念があった中で前走の東海ステークスっていうのはあのダートって思いっきり最後ば出たけど肌切れたっていうこの脱出力を見せたことは今回につながるなと思ったんですよね。しかもその陣営の調教師のコメントとかも状態悪くないってはっきり言ってるわけで。 うん、そうなんですよね。なので、あのー、やはり今回っていうのはその、しかもこの前、重い芝はいいわけですから、今の京都の芝みたいな上がり要求されんババっていうのはいいんですよね。なので、やっぱり怖いなと思ってたけど、うん、それ、これ82倍か。まあ、これもだからあれですよね、これ、馬券取ろうと思ったら、バビットに本命打ってないと私は無理やな。うん、だからまあその、そのパワーホールにしても、バビットにしても、両方とも、えー、いい馬ね、あのー、ピックアップできてんねんけど、馬券できてないっていうのはちょっと自分の中では。 その悔しさっていうのがね、ちょっと残った重傷だ、二重傷やったんですよね、今週は、選手はね、うん。で、そうですね、プラダリア、えー、まずね、最後もか先さ、えー、差し返す感じでもう一度伸びしてくれたと。えー、前回が G1 の壁に跳ね返される感じでしたが、これならまた挑んでいけるんではないかと思うっていうコメントね、えー、いいコメント出てますよね。これどうするのかな、天皇賞とか行くのかな、それとも、うん、そうですよね、2500でだって、 もそうですね、3000、1回試してみてもいいかもしれないですけどね。そうです。うん、まあ、まあ阪神大翔天は出てほしいなと思いますけどね。この馬って、レース感覚が開くとだめな馬なんですよ。なので、この馬は GI にぶつけっていうのはありえない。それ、陣営分かってるから、絶対で全勝戦出てくるんで、まあ、それはね、あの私はて,てあの阪神大翔天でいいんじゃないかなと思うんですけどもね。うん いや、そうですよで。大阪杯は私も短いと思いますわ。うん、大阪杯は私は全く乾きせへん、うん、まあ、めっちゃ雨と,雨とか降ったら別やけど、うん、普,通普通の量の大阪杯やったら全然乾きせへんけどね、うん。で、はい、ベラジオオペピアルですけど、うんまあ、相手はプラダリアと思っていたと。えー、京都の2200もこなしてくれたし、次につながるレースはできたと。まあ、一応、惜敗しましたけど、後ろにはね、0.3秒差つけてるし、 うん、まあこの内容やったら、確かに2200こなせたっていう見方でいいかなと私も思います。あの一応ね、あのダービーで2400の日本ダービーで僅差のこう内容を示してるけども、けどちょっとね、やっぱコバのこういう選0相手で2200どうなんかなってちょっと心配してましたけど、まあこの内容やったらあの大丈夫って言っていいと思いますね。はい、ベラジオペラは私は今回2200こなしたけど、あのー、2000メートルの方がいいと思ってるので、まあこれは大阪に全然行ってほしいと思いますね。うん はい、で、えーまあ、バビットに関しては思い切って打ちをついた、最近では一番のパフォーマンスだった、いや、その通りですね、7歳ですけど、復調しましたね、うん、これ、ただね、復調はしたんですけど、4着、5着の馬たちがちょっとね、やっぱりシュワリエ・ローズとかラベルとか、ちょっと金層、案外な内容の馬たちがこうやって来てるっていうのは、まあ、バビットの3っていうのは、復調ではあるんですけど、G2 にしてはちょっとメンバー恵まれたんちゃうっていうのは思いますよね。 あうんまあラベルはでもねあのまあラベルに関してはねあのー、右回りでこれだけの結果出せたらちょっと早く早く東京ぜひとも見たいなと思いますけどね東京行ってほしいですよね、うんうん、7着のプラチナトレジャー、えー、もう少し足を使えそうに思っていたのですが ラスト1ハロンで止まってしまったというコメント。やっぱりこの馬に関しては2200止まってしまったってコメントが出たってことは2200長かったっていう、うん、見方でいいと思いますね。はい、ルージュエーバユめちゃくちゃ負けてますよね。うん。うん。落ち着きがあって雰囲気は良かったって言ってるんですよ。スタートしてから一2着馬を見ながらその後ろで貯める競馬になりましたが、勝負どころで思った以上に動ききれなくてと、もっとやれる馬だと思うのですがというコメント。まあね前走 G1 で走って、 うんまあ仕上がってなかったっていう見方になりますよねこんなこんだけ負けたらね。で,ねでマテンロレオンもね、まあ、よく頑張ってるよしか言ってくれませんけど <laughs> <laughs> うんちょっとね金、まあ前層には不利があったのは分かるんですけどだって去年、まあ、コースは違いますけど去年このレースの2着馬ですからねそれ考えたらうんまあちょっとね。うん 負けすすぎですよねちょっといなんかまあ次次すぐ復活するっていう負け方じゃないと思いますねそうですもっ嫌な負け方だと思いますね、うん、以上ですはいあルージェイ・バイーのコメントも貼ってくださってありがとうございますああなるほどねどうも早い段階で飲めていたようでああきれいな棒じゃないとみたいな感じなんですかねそうですねまあまあ確かにあのやっぱ上がり33秒台もっと言えば32秒台よく、うん、あの出せる馬ですから、はい、確かにその通りですねババレベル、まあ、確かにその あのーね、秋のてエリザベス女王杯の時とはババが違うわけやから、まあ、それが範囲と見るのがや、やっぱ一番確かに妥当かなと私も思いますわ。うん、うん ありがとうございます。はい、ありがとうございいますはい、では12です、いきましょう。ダート1200メートルの2勝クラスの一戦ですね、はい。ロードダリウスね、今までの赤杯が嘘のような強い競馬をしましたね。前半サンハロン35秒2で上がりが37秒0と、えー、まあ先行は別に粘っていい展開の中、4コーナー8番手からスパッと切れましたね。上がり36秒2っていうのも、えー、なかなか、えー、いい決め手ではありますし、まあ、 あのちょっとね、2勝クラス勝つまでにえらい時間かかりましたけども、えー、一応好レースを見せました。まあ、やはりね、もう一回、新潟での競馬みたいですね。うん、2着の白絹は、うん、私はね、攻め馬がめっちゃ嫌や,、ね、いや,やなと思って,てました。<ー> <laughs> ちょっとね、今回は私、急仕上げやなと思ってたんですけど、まあ、粘りましたね、やっぱ力はあるな、まあ、確かに、そのね、2走前の新潟での時計はめちゃくちゃ早いわけやから、まあ、もっともっと上のクラスに行かなあかん馬ではありますけども、まあまあ、 これ叩いてた方が私は状態面もっと良くなるってこところだと思いますね。3 <laughs> 着の海太郎は難しいですよ。<laughs> 難しいですよね。はい、うん。まあ、時計がね。まあ、あの1分12秒2っていうのはちょっと遅いんで。うん、まあそういった意味でうん。まあ、戦前予想してる段階ではそんなにメンバーレベル高あの低くないなと思ってましたけど、結果やっぱ時計遅いっていうことを見ると、ちょっとレベル低かったんじゃないかなっていうのは思いますね。うん なかなか難しいですよね、これね。れねうん、まあ、ダートの方がいいよというコメントはその通りだと思いますが、っていうところですね、うん。以上です。はい、ありがとうございます。ということで、日曜日、京都全レース、振り返っていただきました。ありがとうございます。その中で、実を注目場を取り入れていただく。狙いまのコーナーです。皆様、メモの準備とともにお待ちください、ね。コメントも見てます。皆さん確かに、今週、松山さん、ドイツゼロ勝なんですよ。あんま乗れてなかったですね。 うんうん、なんか、まあ、馬が、馬の理由のやつもあるんですけど、お、なんだっけ、おこたんぺだったっけ、おこたんぺとか割となんか、後ろから行って何してかよくわかるのも確かにあったんで、うん、皆さんがおっしゃる気持ちもなんかすごくわかります。うん、はい、2レースのイン・ユア・イズはね、イン、はい・ユパレスですね。パレス。はい、これは、うんうん、これね、まだパリス・マリス・サンクですから、ね、ですね。 おパリス・マリス、もともとパリス・マリスってアメリカのダートバやから、もちろんダートバーって子供出てきた当たり前なんですけど、いや、これ、やはりシボバの能力高いなと思いますね,ね、うん。来年のペーパーはもうパリス・マリスは多分取り合いになりますね。これはまあまあ、もう単純に時計優秀です。時計優秀。はいうん 短縮で狙ってたんですけど、ちょっとダートと人気とかあんまり買わなかったんですけど、もうでも、もう帰ろうっつうの時はなく,なくなりそうな気がしてます。まあそうですね、ね、これね。これ確かに、ねはい うん、これも1等でいきましょう。はい。というわけで、ぜひ、はい、インんや、パラス。化け作戦にお役立てください。では、この日走りどっちのもを振り返っていきたいと思いますが、いいよ。はい、まず、あ、そうですね、4レース。距離の話があったネグレスコですね。はい。 時計優秀とというこでまああいいろろ課題はるよっとででしたもまあ、この内容を見たらっぱ0 0人の方がいいですね。なので、三角で残して1 0ベストとしましょう。あ、なるほど。あのこれ、宿題お置いて何の宿題でしたっけね多分外枠から押し上げてたから、そうか、そうか、そういうのもそうや。そういうことや。なので、あのこのコメントそのまま置いといて、プラスに追記で千0ベストにしといてください。はい、わかりました。 あトマさって、えー、は、えー、羽ネデハイトライアルの雲取り賞ですね、はいえーえー。アマンテビアンコ、えー、ブルーサン、イーグルノワールは大いに合うかということで、いや、そうですね。<ー>も,うもうなかなかすごいメンバーがほんまに出てきて、ね、いや、面白いですよ。面白いですよ。あのやはりね、そうなんですよ。なので、あのやっぱりもう地方の競馬見て,見てないと取れ,な取れませんからね。もちろんしっかりと。 見てもらいたいと思いますね。はい。ナイスパです。ありがとうございます。はい。ナイスパです。どうもありがとうございます。でですね。はい。え、次か。えあ、そうですね。ネグレストオッケー。ネレストオッケーさん、コメントもあれだそうですね。スムーズだったので。あ、ねちょっと。 だと思いますいこれはね、まあ,、まあ、あれですわまあ、瞬発力一応ね、要求される競馬にはなってますけど、まあ、それでも、あのーたもね、ちょっとやっぱまあ、でも結果論ですけど、やっぱこういうあればババが合わへんってなるんかな。や、ね、と似てそうな感じでしょそうですよね、そうなりますよね。はい、うんまあ、まあ、そうですね、まあちょっと三角で残しましょう。うん、なんかあんまりでも、あんまり買いたくなくなってしまいましたなんか、私は今回で、ちょっと割と、うんはい、なもっと。 もっと強かったんじゃないかなーとかちょっと思ってます。で、かたやココナッツブラウンはね、バタイプラマイゼロでちょっと入れ込んでたのに、普通に強かったですね。うん、こっちの一着は結構。いやー、うん、もっとね、いや体重増えたらもっとすごい馬になるかもしれない。た、まあ、だ、あのそうなんですよ、横山武史がかなり褒めてたからね、このままね、うん。まあ、あの、もっと先みたいに、ね、丸で残します。あるはい、わかりました。 なんだやっぱねそうでしょう、これだって、買っても買ってもまるで残ってるってことは、そんだけやっぱジョッキーのね、やっぱちょっと評価楽しみにしてるってことです。で、クレメ男ュそうですね、まあ4着、惜しい4着でしたけど、まあ、思い出ーが合うということで、どううでしょうか、うん、そうですね、まあ、軽いダートでもよく走ってるけど、やっぱそう思いますね、あのまた思い出ーみたいんで、そのまま三角で残しましょう。はい三角 はいでサンデーファンデーね、ね昇級戦でもいい内容でしたね、これ、3着。いや、強いですね、やはり京都は本物ですよね、そうですね。丸残しましょう。丸はい、わ、うん、かりました。うん、で湘南來心、さっきコメントもいただいたんですけど、なんか挟まるふりがあったみたいで、湘南あ<ー>、はい、まあそれもまあ、あるかなというふうには確かに思います。 そうですね。まあ、振りがあったんやったらしゃあないな、三角ですね。はい、わかりました。うん、で、まあ、マイネル・クロンヌ、ね、ちょっともうちょっと走れるかなと今回思ったんですが、ね、前走は、なんか、ちょっと、ちょっと今季は出来が悪いかもしれんね。まあ、三角で残しましょう。はい、わかりました、うん。ちょっと、ちょっとまあ、一回、今季は全然あかんかもしれんけどね、立て直さなあかんかもしれんけどね。うん。 はい、続けて、うん、そうシャドウレディちょっと面白いところあるかなと思ったんですけど、後ろからこうやって刺しただけでしたね。うん、まあ、あのー、そうですね、ちょっとクラスなり必要な感じなんかな。うんまあ、確かに、休み明け昇級戦でした、ね、うんね、うんまあまあ、スタート出遅れ出るからね、それ考えたら悪くないかな。OK、OK、三角。はい、わかりました。で、まあロードラリウス、まあ、右バーで勝っちゃいましたね。うん まあでも、あのもう一回新潟みたいという気持ちはずっとあります。なので、丸で残します。分かりました丸はいということで、以上日、日曜日京都でした。というわけで、いよいよ本日最後、あと12です。日曜日小倉、こちらの振り,返りもお願いします。っはいえー、と日曜の小倉の風ですけども。 日曜はね、えっ、ー、と北寄りの風が強く、直線追い風です、はい。ではいきましょう。はいえー 日、えー、日曜国日内1レース、ダート1 7 0 0ルの3歳の未勝利戦ですね。うん、これね、なかなか二頭強かったですよ。えー、KIR タイルとキングベルベット、これまず時計の1分46秒4って早いですし、うんあのー、キングベルベットがね、わだまあ、私、これあ頭やったら3連打取れて3連打取れてる、逆にそ、まあ、め,め,めっちゃ悲惨ですけども、<laughs> ね、まあ貯めて消えるタイプという感じではなかったし、今日のような競馬になったということですね。まあ、それで、えー、KIR タイルの方はしっかりと勝ち切って。 くれたがまだ動けるようになってくる馬というコメントもありますね。まあ、KR タイドはもう前走でこの舞台こなしてますけどね、もう時計単純に見たって、えー、2.9秒いやごめんなさい、1.9秒、1.9秒の短縮、ね、してますからね、いや、強い内容だったと思います。その後ろも7馬身にちぎれてますからね、次、キングベルベード多分1.7倍だ、ね、そうですね、<分>もうもう変えない、これ <laughs> このー、ね、ですね。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。では2レースいきましょう。はい

僕、ないなと思って、僕、報道履歴から炭素とか買ってたんですけど、なんか、ま、で、あ<ー>まあ、相手に入れて三連覆みたいな感じだったんですけど、<ー>えなかったですちょっとそれ、それはあれやな、ちょっと、あの、あの管理人に言うときますわ。それはちょっとミスと、ミスやから、あの、なかなかったときは言えって言う,言,う言うときますわね。うん、まあ、まあ、これは私、は A でなかったら言いますわ。はい、ああ、言って、あ,あ言ってください。あの、はい、A は絶対出さならダメなんですよ。はい、だからちょっと、それはごめんなさい、言ってください。うん。あんで、これ、まあ、あの、スイートリワードが、まあ、第一推奨の A で、 まあ私距離短縮はかなりいいと思ってたんですよ。はい、まあ思ってるよりは人気してましたけども、でも結果、スイート・リワードのコメントは、 え一機の距離短縮でしたし、専用の方がいいかもと。これはいい情報ですね。<ー>なので、スイートリワードに関しては、専用に注目したいと思います。で、まあ、ね、ドルーリーとドレッド、これはまあ人気バブ署のワン、ツーなんで、あのーまあ、この2頭を絡めた私は3年僕、フォーメーションに取ったんですけど、まあ、でも3着やったら安いな。ね、うん、売れてましたね、やっぱ結構。うん、いや、安いですね、もしゃーないですね。まあ、フォー、ドルーリーは先ほども言ったけど、前奏のメンバー強いんで、 戦人、まあの距離がどうか分からんけども、まあ、ここは前走内容を考えたら順当かと思います。で、えー、とドレッドがね、前走この小倉の戦人を走ってるまで、初めての馬が倒したっていうのも評価できますよね。うん、この内容やったら、私もあの前走戦四でしたけど、戦二の方がいいと思いますね、うん、あの、ホードルリーはね、うん。進路さえできればという手応えということで、まあ、解消だったこともこの内容からもわかります、うん。はい、以上です。 はい、ありがとうございます。では三レース行きましょう。はい。えー、ダート千メートルの一勝クラスの一戦ですね。はい。えー、マリブパインこれもね、めっちゃ売れてましたよね。ねおかげさまで僕三連複取れましたよ。なんか二三<ー><着>連複取った。そう、二着馬は結構いいと思ったんで、いはい。いや,いやこれで、ね、あれなんですよ。二着馬私これ人気馬に入れてます、ね。そう,そうそう、だからこれで人気なかったからみたいな感じで、はい。 これ人気馬に入ってて、<や>まあ3着も人気推奨穴マに入ってるんでああいや、なかなかいいジャッジできてるんですけど、まあ、い,いかんせん、マリオパインは売れ,売れすぎてすよ、ね。売れてましたよ、ね <laughs> まあ。今回は 1000m で馬体も絞れていたからというコメント。マイナス 22kg というのも良かったと思います。ただ、まあね、今回、まあ、結果2番手から控えてきましたけど、2番手で控える形がどうかがは分からなかったんですけどもね。はいで まあまあ、あのこの内容を見たら明らかに短い距離の方がいい馬ですよね。うんまあ、あとね、ルーストレイユがちょっと走らなさすぎでしたけども、えー、久々で14キロ増でしたから叩いてよくなりそうということで、うん、もう単純に休み明けということをはっきりとコメントしてますね。うん、あと、8、えー、着に負けたフレ,あのフレンド・パルですけども、まあ、おそらくこれ,これは行ききれないとだめなんじゃないかなと思いますね。<ー>うん、以上ですすはいいありがとうございます では4レースいきましょう。えー、芝の2860メ、えートルの障害の未勝利戦ですね。ルリアン、これね、えーと 2>, うん、2番人気て偉い売れてましたけども、ね、まあでも強かったですね。えー、強かったと、えー障害。初障害なのでレースを覚えさせながらでしたが、結果的に能力が違ったという感じ。息っ、うん、ぷりが良くて、比率も問題ないということで、えーうん、クラスが上がってどう。 どううかかですが器用に立ち回れそうな感触はつかめているとまあ、あのもともとね、このまああの,あの平地でもオープンにいた馬ですから、ちょっと楽しみな馬が勝ち上がったなというふうに思います。で、2着のね、トラフィル、えー、トラファルがこれね、推奨穴馬なんですよ、単州134四イなんですよね。ですねはい、これでも確かにね、大場機種急遽の乗り換わりでよう持ってきたと思いますね。実践を 一度経験した上積みが見込める走りだったと。えー、ただ、まだ課題は山積みと。えー、伸びしろは十分ということで、なかなかいいコメント出てますよね。うん、で、3着のスマイルする。こちらがね、前奏内容考えたらちょっと物足りない内容ですけども、はい。水合でつまずいてしまい、友、うん、を落としてしまったね。うん、この堀、しゃあないですよね。うんまあ、ただ、1.3倍はえらい売れてますけどね,ね。めっちゃ売れてましたよ、これ。はい、以上ですね。 はいありがとうございますでは5レースいきましょう、えー、芝 2,000m の3歳の未勝利戦ですねうん 1,000m 通過が62秒1でレースの上がりが36秒2っていうのはいかにも平凡ですね2分4秒4って時計ももう遅いし、うん、だって両馬場で2分4秒4で勝ってるけどゴールドプレスの前走の時計見たら重馬場で2分3秒7ですから うん、こんだけ遅かったら上がりをまとめてほしいのに35秒9でしょちょっとね、うん、まあ何も言う喋ることないぐらいレベル低いですね。<laughs> <laughs> うん、まあおそらく まあこういう時計しかで、まあ、ま,あまだわからないですけどね、まあ時計まあ、私はこれ、よく言う話は、時計とかやっぱ上がりが平凡であれば、距離伸びてほしいってことなんで、んまあこれもゴールドシップの子供やから、ぜ、ま、ひ、あ、とも昇級したら2600みたいなというふうに思います。ちょっと今回の2000メートルに関してはまあか、2000メートルで2着、1着と言って勝ち上がってますけど、ちょっと数字面からのアピールはできひんかなというふうに思いますね。はい、以上ですはいいありがとうございます。 では次が、えー、6レースです。はい6レースいきましょう。芝、はいえー、しば200メートルの3歳の未勝利戦ですね。うん、も星雲 D だ、こっち、この,この T だ、この馬が花切るっていうのはちょっと読めないですけども、うん、前回、前走を使ってガラッと変わったと、ゲー,ゲートからの隅も違ったっていうことで、いや、花切ってね、34秒5、34秒4ですから、確かにスローではあるんですけども、まあ、それでもこの馬が生き切るっていうのはちょっと読めませんでしたね。うん 前奏内容からも刺してくるなっていう風に思っててあの推奨生まで上げてたんですけど刺してくると思って狙ってたら逃げ,た逃げ切ったから驚きましたけども。<laughs> で2着のサンドロナイトは、ね、前走、あのこの舞台の新馬戦で、ね、2着してるけど、いかん戦、ミチュアルで時計が遅いので、まあ、分1分9秒二と、まあ、一応の短縮には成功したということですね。で3着の、えー、プレイソフトリー、こちらは、あの初戦が新、ね、馬戦が千二2でちょっと案外だったんですけど、この内容を見たら、千四4からの千二2の距離短縮はプラスに働いているという見方で OK です。うんうん、4着のコスモララバイは前走内容を考えたら、今回はかなり物足りないですね、これね。 うんうん、ちょっとよくかなりよくないですね、これね。以上です。はい、ありがとうございます。では7レースいきましょう。はいえー、芝1800メートルの一生クラスの牝馬限定戦ですね、うん。アストロフィライトね、ね1年4か月というかなり長い休養しでしたけど、うん、まあ一言で力違いましたね。これ ね、またま、はいうん、クイーンズね、クイーンズオークとあのー兄弟が同じ週に勝ったってことですけどね、まあ、1年4ヶ月とかなり長い休養になってしまいましたけどね、強かったです。ブランクはある中でも馬は落ち着いて走れていたと、今回の条件で勝つんですから馬の能力があるとしか言いようがないというね、ちょっと楽しみですよね。うん 二着の良いこちらはねあのジョッキーがいい,いいコメント出てますあの小沢騎手が小回りの千八という条件を合っているのあってるというかその条件しか走れませんこの馬を <laughs> 小回り千八の馬なんですよねなのであのー、まあ、えー、まあその舞台を味方にしてのあのー、まあ 進出ですよね、まああのもうこの馬は三種売り場ですけど4層前まあ4層前,、まあ、前はね古川な覇機種の減量がありましたけどこれも小回り1008で一緒クラスできてますからね今回は5 5キロで来れたっていうのは一つの収穫にはなりました3着のポルテにはこれね季節バオプションの二重丸なんですよねこれなかなかです<ー>この馬はもっとあの時計とかかかったまあまあ言ったら 言ってももっとって言ってますけど、まあ、そうですね1分49秒台で上がりも36秒2で間に合ってますから、まあまあこの馬が走れる条件ですわ。この馬もは、まあ、もう重い芝向きの追い込み馬なんですよね。この馬も18の馬です、うん。まあでも今回の小倉で2回、これで2回目の2着やから小倉は合ってるんでしょうね。なんううんパルクリチュードね、これもうだいぶややこしい馬やな、ね<ー>7着。 体調が良くててて雰囲気も申し分なかっっった言るんですよこれ例えば休み明けで収始馬とかよくなかったとか言ってたらあのいいんですよけど体調がよくてね雰囲気も申し分なかったって言ってるんですよそれでもムラな面があるのかレースに行って本来の橋ではなかったって言ってるんですよねもう一回ダート出てほしいですよこれはーこれねもうほんまに昔の話ないけど、うん、あの 1 0 0七ダートの新馬戦がめっちゃ強かったですよねもう。だって雰囲気が良かったって言って、こんだけ走ってないってことは、う多分ダートだと思うんですけどね。うんうん、ダート出てきてほしいと思います。以上です。はいいありがとうございますでは、えー、8レースいきましょう。はいえー、ダート 1700m の一生クラスの若手騎手競争ですね。うんうん、これね、あのー、インテンテソが、えーとね そう直線でこれ落ちてなかったら下手した勝ってたんちゃうか<や>ねこれ手応えれい。いや、一回ね、これ、レース見てもらったら分か,る分かるんですけど、インテンソラダノンボレロ一回ちょっと引き離すんですよね。ねお足,足残ってるわと思って、そしたらね、拉致にぶつかってしまって、落馬っていう、ちょっと不運なね、うん。ついてないです、ね、い,やあれい,やいや、ダノンボレロ、これだけ見たらね、高速に0.9秒差をつけて圧勝なんですけど、その前にインテンソいる可能性ありますよね。うん、あちょインテンソどうな、馬、ま、大丈夫なんかな。うん どうなんですかね。うん、えっとちょっと、あれ、見な、かな、J. R. A. のホームページ見る、見見たら、わかりますわ。う,う、まあ、ちょっと無事だってほしい、これは。ねえ、ちょっと、辛い、馬券持ってる人は、もう、ちょっと、辛かった。いやー、あれ、頭、頭た相当でしょんう。これ、僕、逆で、僕、なんか、これで、僕、三連複取ってるけど、なんかなな。十八倍。<laughs> な素直に喜べない気持ちになっちゃいます、ね。<ー>うん、いや、あれ。 異常ああなしでですよかった,ですかったちょっとね、もちろん調教再審査必要ですけども、いやまあ、ちょっとね、花切ったらしぶといということがインテンス分かりましたから、うん、ちょっと、あのー、またちょっと改めて出てきてほしいなと思います。で、あとプラスダノン・ボレロは、今回もね、まあ、その結果、あのー、楽勝しましたけど、内容を考えたら前走24の2400方が全然強いんで、距離はもっと伸びた方がいいですね。うんまああのーね もっと長い距離、まあ、最低でも1008、はい、ねまあ、2000とかね、ちょっと、まあ、東京2100とかぜひとも見たいしね、うん、重い芝しか走ってないから、軽い芝、東京2100どうかぜひとも見たいですよね。うん、で、2着のね、えー、みゆきザストロ・えー、みゆきザストロング、こちらは、うんまあ、あんまり人気なかった、まあ、ですけど、まあ重いし、重いダートの1007っていうのは、休養前の成績からも合ってますから、うんえー、叩かれて、えー、重いダートになっての変わり身が見られましたね。以上です。はい、ありがとうございます。 では9レースいきましょう。アスなロ賞ですね。島の2000メートルの3歳の一生クラスの一戦ですね。はい、里のシトラーゼ、うん、前走の京都2歳ステークスの内容を見たらもっと楽に勝たなダメですけどもね。うん、ちょっと、うんその、京都2歳ステークスの内容というのもメンバーレベルにどうかなっていうちょっとなってきます。まあ、ただね、ガイアメンテ、私はガイアメンテが頭やったらいやこれ3レータ3レータ通るんですけど、うん、まあガイアメンテは何でかというと、 その井隆騎手が新馬戦勝った時に結構絶賛したんですよね。うん、で、今回に関してもね、さあの佐々木大介騎手のコメント、先生から折り合いに専念してと言われていたと、すごくいいまで4コーナーからエンジンはものが違うという感じ、もの<ー>が違うって言って負けたあかんやろってう。すみません、ね<え>ょそうで、ね、何をものが違う感じでしたって言って負けてるって、そんなコメントあります ものが違うって言って負けることってあんの本当ににちょっとあったあとのセリフですけどね。確かにいやいや、ほんまやで。若い子のこと言ったらね。<laughs> うん、どうなんかな、外野面って。うん、もっと長い距離なんかな。2000でもまだ短いんかもしれんな,なとちょっと思うんですけどね。ねうんうん、2400ぜひとも見たいけどね。でまあ 佐藤のシュトラーゼの方の立場に立ったらさっき言ったみたいに京都2歳ステークスの0.1秒差3着やったらもっと楽に勝たなあかん。で外野メンテからの立場に立つといや一生暮らす勝たなあかんってなりますからどっちも期待そのそういうたあのいい成績あのいいコメントが出てる二頭やからこそそういうことがいります、ね。 成長、えーまあ、途上でこれから良くなりますっていうコメントありますけど、まあ、新馬戦ね、ミチュアルで、あのー、時計も平凡ですけど、やっぱこういう、あのー、2000メートル小回りの、こう、合ってるんでしょうね、こういう舞台ね。うん、まあ、あのー、レースの京都2歳、こちらは7着に負けてますけど、京都2歳は、シ、え、ウ、ー、馬が有利な流れだったから、まあ、前に行った分、しんどくなったのは納得がいきます。以上ですは10レースいきましょう。えー 太宰府特別ですね、島の1800メートルの2勝クラスの牝馬限定戦ですね、はいえーまあ、RG の休み明けでしたけども、今日は勝ちにこだわって早めに踏んでいく競馬ということですけど、まあ、あのメンバー中最速、流れ使ってますし、強い内容だったと思います。うんまあ、このままね、やはりあの休養前の成績から見ても、この1 8 0 8がベストやと思います。よりはのですね。はいはい で、はい、二着のエクロール、エクロール、これね、二層前、十番。二期で買った時に、これフ、あの、フロ,ックあのフロックじゃないよって話、私してます。推奨、はい、は,<で>は狙います。で 今回、ただ問題は、やっぱ、花切れへんのがどうなのか分からんかったんですけど、ね、実際やっぱり、だって、これ、トップキャストがいますからね。うん、でも、良かったのは、トップキャストと離れてましたから、ね、ああ、そうですね。佐々木大介騎もそのコメント出してます。この形だと、えー、と道中もノープレッシャーで終始、リズムよく、えー、と走れたと。この形だと、しっかりと力を出してくれる。やはり、このコメントがあるように、花がベストのままですね。うん あと、そうですね。まあ、4、5着、アトミックフレア、ウィン・ミニオン、あと6着のピンクジン。この3頭に関しては私、私はこの1008よりももっと長いくらい、2000の方がいいと思いますね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。では11で、11レースいきましょう。はい えー、北九州短距離ステークスですね。島の1200メートルのオープンの一戦ですね。吉野スタ、えー、イースター、もう丸山騎士のコメントもあるようにゲートだけそうですね。ゲート決めた瞬間に勝,もう勝ちですよね、まあ。あと時計もね、この馬持ってる馬やから今の、まあ、土曜日のね早い時計が出ましたけども、あのーまあのま早い時計も OK やからゲートだけ。<ー>ただね あの土曜日の最終レースの一シクラスのまあこの北九州短距離ステークスより早いですからね。すごいっすね。そう考えると。いやあれ本当と,とんでもない時計ですよね。あのーあのー、うん。うん。まあ吉野イースターはあの順当だちただね。 2着のゾーン・二匹に関してはこちらが一番人気でしたけどこの馬はやっぱ時計の短縮っていう大きな鍵があったんですよね、うん、けどまあ負けはしましたけど1分8秒2で走れたっていうのは北海道で走ってたゾーン・二匹にとってはこれ収穫になってます地味ですけどあの成長してますね、うん 同じことは3着の布団道路にも言えますよね。布団道路もね、あのー、函館2歳ステークスの実績がある、勝ちの実績がありますけど、いかんせん1000人の時計がね、全然つまらんわけですから、今回8秒2で走れたっていうことは大きいですよね。まあ、この辺が地味,のな地味なんですけども、成長は時計面に表れてますよっていうのは2度のみに言えます。で、はい、うん4着の私、うん、バルサムノートはもっと1000人走るんちゃうかなと思ってたんで、んちょっとまあ、 悪くない内容なんですけど、正直私からしたらこれは結構あのがっかりの4ですね。スピードは1000にでも足りると思っていた。勝負どころで4の4コーナーで内に持たれる癖を出してしまい、えー、そこですっ、えー、と動け,な、えー、動けなかったのが、えー、直線の伸びに影響してしまったという、ちょっとまあ範囲はそういうこと言ってますけど、うんまあ、ちょっと物足りないなと思いますねあ。ビッグチェアはね、ちょっとね、 えー、6歳品馬ですけど前走で控える形でね15番人気で3着きましたけど今回も最ちで3番手に控えて5着といやあのここに来ての,この客室の幅はなかなかあ、うん、著しいものを感じますね。いやこれはまあまだ一発全然あります確かに、うん マイネロジェロディ驚いたな。これね、時計見てもらうと分かりますけど、1分6秒6って、まあ、まあメンバー中で最速の時計持ってるまで、まあコクラが得意なの分かりますけどね、まあもう休養前の成績からももう終わったんか、終わったと思ってたら、一瞬勝つんちゃうかと思ねえ、どうしたねだから、うん、うん、いやコクラはやっぱ合ってるな、うん。あ、これごめんなさい、5着同着やね、これ、ね。同着。はいはい。うん。あとそうですね。 タマブラックタイはやはり専用のがいいですね。うん、そうですね、うん。あとファロロジーね、私第一推奨はレース運びは悪くな,ないと思って見てたんですけど、うん、ちょっとな、ワンパンチ足りんな、ね。中途半端でしたね、なんか伸びずば手ずみたいな。そうですね、ちょっとよくわからますね。<laughs> 以上です。はい、ありがとうございます。では12レースいきましょう。はい えー、ダード 1700m の一勝クラスの一戦ですね。サパティアール、これね、内からサンライズ・パスカルがパンと鼻を主張して、あのサパティアールは外から番手かなと思ったら、鼻をね、離れてることはいいことに、ぐっと鼻を主張してだ、ただその積極的な乗り方が勝利につながったと思いますね。うん あの1000メーター通過61秒4やからね、別にミドルペースで、そんな決して遅いペースではないんですけど、小回り1007っていう舞台ね、小回りの舞台設定っていうのを味方にしての逃げ切りで、まあ、サンライズ・パスカルは消極的に乗った分の2かなと思います。まあ、それでも後ろに0.4秒差、ね、開けてるわけやから、まあ、あの前の2頭は44秒台で走ってる分、強かったと思いますね。 うんまあ、私ね、推奨オダノンフューチャー、ベ,ルあのベ,イ,ベイビー・ルビオね、4、5着、まあ、走ってるんですけど、ちょっと前の馬たち強かったなっていう感じですね。うん、以上です。はい、ありがとうございます。ということで、えー、日曜日小倉、コクラ全レース振り返っていただきました。ありがとうございます。その中で、自動注目場を取り上げていただく、狙い場のコーナーです。皆様、メモの準備とともにお待ちください。クラブコメントも貼ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。 いや、でもね、こういうレースを続けていくると、チャンスはって言ってますけど、一緒クラスの話やし。なんかちょっとケが、ね。たけたがきしゅが、たけしはきしゅは相当なスケールの話をしてたことを考えると、相当物足りないですよね。ね、なんかクラシックかとか思ってたら、なんかね。そいや、いや、いや、やクラシック、いや、クラシック、ラダー、あの新馬戦の方の。コメントはどう考えても、クラシックの主役級になるぐらいのコメントでしたからね。確かにうん、うん。いや、いやね、物足りんですよね。確かに、ね。 えー、そ佐々木さんは確か無双してましたね。先行,、ね、先行してくれるから買いやすいですね。だと、うん。うん。そうですね。 えーうん、ちょっとエヴァおらん,な、うん、ランダー。はいまあ まああれか、あのー、4レースのルリアンあげましょうか、初障がいでね、えーまあ、ちょっとクラス上がってどうかっていう、ちょっと小牧、萱敦師匠、結構ね、強気なコメントい言うジョッキーがちょっとあの昇級しての心配はしてますけど、うん、まあでも、初戦でこの内容やったら悪くないと思いますしね、あのーまあ、障害センスありっていうコメントにしといてください。はい分かりままししたこのできょう はい。というわけで、ぜひ皆さん、馬券作戦にお役立てください。その週に走る分、私が金曜の夕方にアップするように動画作ってますので、そちらもぜひご覧ください。まあ、この日曜日、小倉は、はい、めっちゃ走ってるんで、ぜひ皆さん、振り返りで、おうって思ってください。うんうん、まず、そう、ルッソレで私、北海道で結構追っかけたんですけど、この場結構叩かないとダメだと思います、多分。なんか、このままなんか、叩いて叩いて叩いて、最後、連投で勝ったみたいな感じなんで。 そう、ね、三連投で買ったんちゃうかったっけな。そう私結構芝の時計がよくてずっと見てたんですけど三連投そうだから結構叩かないとだめなパターンもあるかなーとちょっと思ってます三連最後三連投で買ってるんですよ、ね、三連投で買ってますよね、はい、なので今回休み明けのコメントが出てくるっていうのはそう、ね、まあ言ったら理にかなってますよねということはということはイコール次ねまあ次じゃなくてももうその次ぐらいかもしれんけどまあまあでも次の代わりに私、OK、と思いますよみたいですね、はい、なので まあ、そのまま丸で残しましょう。あ,<る>あのーはい、わかりました。えー、まあ、ほんで、あの、コメントとして、コメントとして、ただきりおかがだっていうコメントを、ねはい、あの、追記しときましょうよ。はい、で、続けて、ああ、そうです。パルクリチュードね。ダートを見たいっすね。せ,せっかくここやってるか、そうですね。ダートのほうにないかないやいや、あの、いや、もう、今回の、 パフォーマンスとそのジョッキーのコメント見たら、もうほぼダートですからね、うん、まあダートで逆に言ったら狙えると思いますから、三角で残します。うん、はいわかりましたで、まあダロン・ポレロね、ね距離のお話もされてましたけど、いや、そうですね、丸ですね、丸で残しますけど、あの距離は1007で私は短いと思います。すね、もっと長い距離の方がいいと思いますね。うん、はいで、外野メントです。2着ですが、外野メントでまあ,あれ、まあ、あれですよね、言ったらまあ2400はなかったんでしょうね。 もちろん2400あったら2400まあでもだって関東馬やから小倉に滞在してるじゃないですかまあ頼むもんだから調子やったらもうこの強さやったら出てしまいっていうのはその気持ちは私が使う側としてもそうしますまあ確かにね見てみたいのもありますもんねどれだけやればだって一生クラスやったら1 7でも楽勝するそうまあ勝つやろかねちょっとこう負けそうですけどそれでもだからこそあの落馬した馬かわいいねえおっと思いましたからねついてないなあれではいで ガイアメンテですそうです、ね、いや、まあ、まだねその機種の操調査の部分が見えてこえへんわけやから、まあ、しかもそれを言ったんが竹枝とは棋ですからねまるで残すしかないですよねはい、はい、長い目でやってますね、うん、でそうエクロール2作構想はい、はいまあ、これはねまるでのま,だまだ残しますでしかもプラスにプラス,プラス花,花がベストとしてください確かにそうですね、はい、今回は2番手でしたけどその離れてる形が良かったってはっきり言ってるんですよ、うん、なのであの花がベストです 確か。はい。で、続けて、まあ、そうですね。バルサムロートは、なんか、ポンと勝っても全然思議ないメンツ構成だったと思うんですけど、4着でしたね。バルサムロートス。うん、いや、これはね、そう、前走の専用のラップを見たらね、今回の専用はええー、と思ったし、うん、その、頭、頭の妙味、ここは通過点に一つ。まあまあ、確かに吉野市は強かったけど、それでも、ちょっとね、物足りひんようんですよね。うん、こうなると、 もう専用ベストっていう見方になると思いますね。うんうん、なので、あの三角で残しますけども、コメント変えて、はい、まあ専用0 4ベストか、はてなぐらいにしておきましょう。分かりました。まあ今回初めての専用やから一応もう一回見,見たいとあるけど、まあでもおそらく専用ベストだと思います。それかもお、おそらく専用ベストでもいいですわ。おそらく専用ベスト。ニュアンスはほとんどじゃないですか。う,うん。うん。まあどっちでもいいですわ。まあまあ、一応、せっかく書いたんですけど。あらら、はい、な。 ファロロジーはファロ,ロジーはあれですからねバル,バルサルノートと違って一発で千人で、ね、答えを出したままじゃないですか。すね、そうですよ,ですよ、ね、答え出しててその後頭頭打つって意味わかんないですけどね。う いやーこれ絶対もっと走らなあかんすけどね。もう,もう全く人気ないから、やっぱ一発出すまではもう付き合うわ。三角。三角。はい。うん、我々も付き合います。私も付き合う。で、まあ、吉野イースター、うん、ね。今回は、ちょうど人気が落ちたときに、スタート決めましたね、うん、これ。そうですね。これ、単勝の10倍、ようついてると思いますよ。うあ、んうん、どうしようかね。今回オープンで勝った、ねまあ、まあ、もうでも、そうですね、うん。まあ、卒業でいいですわ。 はい、確かに。す<強>、うんョはい、というわけで、以上、日曜日告白でしたということで、メヒロさん、今週も、全部、はい、7です解雇、ありがとうございますありがとうございますとても、たくさん、いい話、たくさんメモしましたし、はい、また、バッ力が上がりました、ありがとうございます皆さんもぜひ、皆さんにあったかいメッセージ、皆さんも長時間、ありがとうございますぜひ、はい、高評価ボタン押してない方、ぜひ高評価、そして、チャンネル登録もぜひしていただいて、毎週やってるんで、 ね毎週競馬好きの方は、はい、ぜひ見てください。カープサさんありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、カープサさんありがとうございます。はいえー、先週の土日 えー、2004 2024初めて週末を、えー、通して勝つことができましたと<ー>、うん。本当に長かったです。今年に入ってすべてのギャンブルで流れは悪かったのですが、<laughs> 先週月曜の万英ー競馬でも自信を持って勝った単勝、えー、6番人気の馬を買ってくれてから流れが変わりました。るえー、今週の中央競馬は土曜、えー、東京10レースの生まれの3点で取れたことが大きかったと。はいえー、これからも、えー、変わらずに予習、えー、実践 えー、復習を繰り返して、えー、底力をつけていきたいと思います。えー、授業料を収めます。ことでどうもありがとうございます。ナイスパでございます。シあ,あー、ミシビね。ミシビってそれ,、ねてそれね、で。ナイスパでございます。いや、はい、よかったです。ね、はい、まああのやっぱりもちろん流れはありますけども、あのー、ねやっぱ競馬競馬もすべて流れがありますけども、その流れがある中で、流ればっかりに結果をか、あのー、 なん結果をこう任せてでもダメなわけで努力でできるところっていうのはしっかりと埋めていきたい,だいうとです、ね、そうですよねかだからだからマージャンとかもね流れ論者って言葉があ,あってで,、あのー、でも流れ論者とか言う人っていうのはそれそ理論をめちゃくちゃ分かってる人が言うから意味があることだと私は思うんですよね、うん、そうですね、はい、理論ない人が流れ論者言,って言うただ単に運慢やってたらたりうんまいやなこやかそれは意味がないですからねちゃんと歌うほうがいいよって思います <laughs> うん、そうですね。そうですね。はい。ちゃんと4000選ぐらい売った方がいいです、ね。ちゃんとしたスタイルで。では、<laughs> はい、はい。フェブラリーステークスからですね。はい。いきましょう。<laughs> フェブラリーステークスですよ。はい。ね、ちょっと出頭が多いですけど、出ない馬を出ないっていうか、一応、出られなさそうな馬はたくさんいるんで、それを先に言うと、うん、順目もして、えっと、どれだ。出られなさそうなのが、サンライズ・アリオン、ワールド・コライド、ケンシンコウ、ウェルダー・アイメル、ペイシャ、S ・エス。 有力で言うとペリエールが厳しそうですよ。ペリエールああ。あれやな、あれやな、オメガギネス18でギリやねんな。これじゃあ,あ<ー>16頭でしかもガイ遊ホースが繰り上がるから結構きついです。れれで、ジャスティンカフェは多分出ないんですよ。ジャスティンカフェは機種空白なんで。ジャスティンカフ,フェ出ないですね。はい、で、サンライズホークまでなんですけど。サンライズホークはまるやか出るな。 うん、出る。じゃ、だから、二等回避が出ないと、オメガギンスは多分きついっす。<ー>そう、ガイアホースが結構、なんかこう、アクロバットな感じで出てくるんで。うん。オメガギンスはちょっと前走の方が痛いですね。に。シャマルも回避か。シャマルも確かなんか出るんだますシャマル。シャマル回避って。じゃアルファマンまで。アルファマンまで,で。アルファマで。あ、出れます。ほんな出れますね。よかった。オメガギンスは出なあかんすよ。え,え、オメガギンス出られたら、ガイアホース出られてたら、これ。 ガイアホースがレーティングで出るんですよ。ああ、そうか、であと一投してよってこと。あと一投。そうですね。出ない可能性があるのって、あんまりいない気がするんで。はい。そうですあと一投。な,なるほど。空手はでもね、コメントあるんですよね。調教師コメントあるんですよ、うん。いや、空手ダート出るって、だって、あの、馬主さんもツイッターで、つま、つま、あの、潰れてたと思うな。 おあ<ー>まあだから多分それで<ー>だから一等除外でないとオメガギネスが出られない感じですは、ね、あえらいことやなえらいことです出てきたらほぼ見えな,りましたなこ、はいです <laughs> すごいなまずね地方は3等出るっていうのも素晴らしいことですけどねうんまずそうですねあ,あれやね面白いね今年どういうことかって言ったらもしオメガギネスが出れなかったらね東京戦力に領跡のある人気馬がいないんですよ おこれなかなか珍しいですねそれってすごいな、はい、いや面白いですこれ面白いですわいやなかなか面白いですねまあまず多分このまま人気しそうな馬っていうのはやっぱキング・ソウとかウィルソン・テソロになりますけどウィルソン・テソロ確かにねあのー、これもでも乗り換わりかわいそうやなこれなんでなんですかねなんか落馬したいやいやだって選手乗ってたじゃないですかね落馬したのから乗れないかもしんないし、うん、先に決めとこうみたいな感じなんですかね、うん あもしかしたらそうかもしれんいね。分かんないですけどね。どうなんですかね。分かんないにね確かれ乗ってましたもんね。だってね。2着2着で乗り換わりやって。なかなかかわだって別に手走路と喧嘩したわけじゃないから。他のもも乗りまってすんろ他ののソ走路乗ってましたから、先週も。ちょっとなんで乗り換わりになったんかな。もし事情分かってる人はったら言ってほしいけど、まあ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 、それはいいとして、まあこのままね、近況考えたらチャレンジカップと、 えー、ごめんなさい、チャンピオンズカップと、えー、東京大賞撲というのは、ね、この2つのレースでの2着というのは、なかなかやはりできることじゃないし、うん、しかもそのレースぶりが全く違うというのはあのー、やはり評価できます、ただ、まあ、言ってもね、この 2, 2走というのが両方とも重いダートですから、うん、やはり今回、東京、まあ、東京16というのも2勝してるというのはやっぱりいい,いいけど、ここまで強い相手にそれが通用するかどうかというのはポイントにはなってきますよね。うん、これ何のレース買ってんやろ、はい なんか条件級だった気がしますけどね。違うかいや、条件級は確かなんですけどね。今なりで勝ってた記憶が何かあるの。一生クラスクラその時はだって軽いダート向きやなとかってもちょっと言ってましたからね。やっぱ時計も早いし。確かにでも時計も早いし。ただ、やっぱりね、ここから時計1秒から2秒ぐらい短縮せなあかんわけやから。あ、天気どうやる確かに。えっと、まあ量やね、東京はね。 うん、やっぱそのね、ここまで強いメンバー相手になった時に、その軽いダート戦力がどうかというのは、一つのポイントにはなりますけど、でもそれでも2000、まだね、全然経験のない馬たちに比べて、2002勝というのは、やっぱりかなり、ね、あのいい材料、いいですね。一方ね、キング・ソードですよね、うん、こちらは本当にもまあ、こちらもでもね、あれやわ、軽いダートどうか、東京走ったことないけど、でもこれ、4走前の三宮ステークスで、あとまあ、 ね、5走前もそうですけどごあの、ミチュアルで1分50秒切ってるっていうのは、これいいですね、はいいや、49秒台で走ってるっていうのは、放送してるっていうのはいいし、まあ、ただ問題はやっぱりね、1006やったら、どっち置かれるのかっていうありますね,ね、そこがポイントだと思いますね。やっぱ2千二千の距離延長っていうのを味方にしての、私、2走前の勝利やと思うので、そう考えると、やはり、えー、1006っていう距離がどうかっていうのはありますね。はいうん でイグナイターですよねイ<ー>イグナイターは前走の JBC スプリントで1,000人の g 1を勝ちましたけど私は1,000人は合ってると思わないです。うん、これはやはり時計の1分12秒0っていう時計見ても分かるように多いのかなり重い,重いダートっていうのを味方にしての、えーまあ、リメイクを倒した結果だと思うんですよね。 けど結,果あの結果というか、戦録の軽いダートっていうのは2走前の南部杯で2着、まあ、これ、レモンポップに2秒というねとんでもない着差つけられてますけど、レモンポップいないわけですから、うん、あの軽いダートの戦っていう舞台は、えー、いいと思います。しかももねねこの馬はなんといっても、ね 東京戦六で新馬戦で圧勝したときに、うん、この番組の推し馬にもなってぐらいの馬ですからね,かね。すぐ地方行っちゃいましたけどね <laughs>、まあ。まあまあ、先週も喋ったかもしれないですけどね、その東京戦六の舞台にこうやって戻ってくる、G1 で戻ってくるっていうのはね、うんはい、新馬戦で勝った時から見てる馬が、こうやって G1 の舞台に地方馬代表として戻ってくるというのは、なかなかれもり有いやと思いますね。 うん、そのなんか地方ばのに東京で経験があるっていうのもいいですよね。うん、はい。うん、はい。で、ドライレイで。いやー、この馬もね、ダートでここまで走るとは本当驚きでしたね。うん。いや、もう一戻ってくるんですかえムルザバイフは戻ってくるんですかねあ、<え>先コメントがちょっと来てましたけど。<あ>ドライレイ、ね、ドライレルのために帰ってきたみたいなコメントがあるんですけど、<っ>これこう、間に合うんですかね、今週。 うなんですかでもなんで丸になってんのやろまだ登録してないからとかですかねどうなんですかねこれ、ムルザバイクやったら本命級ですけど。うんいや、ムルザバイク、士とこの馬めちゃくちゃ合ってますよね。やっぱ、あのホープフルも勝たしたあの人やし、うんいや、あの人は合ってますよね。ノルっぽいっすよ、なんか。でパンキメイクで持ってくるはずって。モリズが帰ったから。へえ。すごいすごいすごい。ああ、そっか。そうか。一人帰った分、空きが出たからか。へえ。 いやなんかなんか持ってるな。<laughs> だって普通普通普通そうな短期メイクで途中で帰っていかないでしょ。確かに。帰って空気が出て乗れるとかめっちゃ持ってるじゃないですか。はい <laughs>、えー。すごいな。ねウルソンでソウルもですけどこっちもこっちもですね。まあまあこれもねそのチャレンチャンピオンズカップと東京大賞典でうわだあとこんだけ走るのかって言ってちょっと驚きましたけどまあやはりねあとは軽いだとかどうかですけどただね。 一応言うても芝の字は振る前から軽いだーと味方になる可能性まで感じるんですよね。ねうん、まあ問題はやっぱ1六0っていう距離はちょっと短いんじゃないかと思うから、うん、そこがポイントにはなりますけどただいかんせんこのまま先行力ありますからね。そうですね、うん。これ展開どうなりますンああこれそうですね。これが短期かなって思います。かか結構なんか団子っていうか ついていく馬はどうなんかなって感じで。それこそドライレーダーとか、まあ、イグナイターとかなんかなと思ってますけど。なるほど。そんなにペースは速くならなくてさそうですね、ということは、ね。そう思います。そんなにゴリゴリに競り合うことはなさそうに見えます。なるほどねうんうん。すごいな、持ってるな。いや、だっていくら来たかってもね、枠がいっぱいやったら無理ですからね。はい ういやすごいな、一人帰って開くとかすごいな、だか <laughs> うで、そう、レッドルゼル、これね、あのー、去年の、えーとか、これで4年連続ぐらいじゃないですか、すレッドルゼル。えらいで、えーと、フェブラリーステークス、4年連続の出走になりますけど、去年初めて3って来たんですよ、3やったっけ去年2ですわ。あ 戦力に結果を出したというのはでかいし、あと前走もいいですよね、海外外の、えー、武蔵野ステークス、まあ、ド,ラドライスタートめちゃくちゃ強かったから、まあ、着差大きかったですけど、この,、ね、あの3着っていうのもいいと思うし、その後国内にずっといて、えーね、このフェブラリー使うっていうのは、やはり前走以上の状態でああの期待できると思いますし、あのこと年もこれは有力やと思いますね。<や>去年これ一番人人気気ったでしょうすすごいなま 去年3番人気 ?3 番人気って書いてあります。あ三3番人気か。ん。あ、でも、一昨年が一番人気でしたよ、多分あごめんなさい、一昨年が一番人気がそうです、そんな気がしますそうそう、いや、一昨年一番人気。おと年一番人気で6着です。で、去年は3番人気で3着。ごめんなさい、2着、2着、2着ね。まあ、前走内容を見ても、ベストじゃないにしても、東京戦六の戦六は全然こなせるっていうのはもう分かってますからね。はい。 これあれか、え、今週なんか外国あんのかカタールか何かあんのかなあの、サウジ、忘れた。なんか、そうや。サウジや。カーダジョッキーがどっか行くって言ってた気がします。サウジや、サウジや。え、サウジ今週ちゃうか、え、なんかカタールか。なんかどっか行くって言ってました。どっか。どっか行くってました。サウジは、サウジ馬券売りました。カタールです。カタールです。カタール。カタールやね。言われた、そうですね。ノースブリッジやな、ノースブリッジ。あの、サウジは24ですね。 うん、ありがとうございます、皆さん。うん、コメント助かりますで、そうですね、レッドルゼロ、それでミックファイヤーですよね、よちょっと、うん、前走はね、ちょっとショックな負け方をしましたけども、まあでもね、やっぱダービ、あのー、もともとはね、JBC クラシックとか、チャンピオンズカップ出たいっていうのが出れずに、 うん、東京大商店になって、まあ、あれだけのメンバーと、まあ、ちょっと、あのー、ショックな負け方をしましたけど、まあ、ちょっと勉強にいい経験になったと思います正直、うん、あ,あのメンバー相手にね、うん、なんで、あのーまあまあ、あ,のあの負けを経験することによってうまく私は強くなっていくと思うんですけど、まあ、ただやっぱり舞台が今回ねその、あのー、東京に変わったっていうのがどうかただねこの馬まね 前走の東京大笑点の時のがババ重すぎたみたいなコメントちょっと言ってますよ。<ー>ちょっとそれはねジョッキーか調教師かちょっとおちょっと記憶あれやけどイコール東京の軽いダートだな,んなんでかってかって地方でも道あるの時めっちゃ強いから、ね、軽いそうなんですよ。であのダービーグランプリこれ2走前も、まあ、マンダリンヒーロー マンダリンヒーロー軽いダート向きなんですよね。あので、マンダリンヒーローをまあまああ破ってるし、これ軽いダート盛岡で買ってるってこと,と,ことは、だって盛岡のダートは、えー、と東京よりもっと軽いですからね。うん、なので、東京の軽いダートっていうのは、これかなり実は魅力的なんですよ。ちょっと抑えて、ね、まあ、あとは、うん、うん、いや、これは私はあのーうん、あの、無視は全然できひんなと思いますね。うんうん、そうやね、これで、ね、なんでこれミカボンの機種。 これも下ろされたのかようわからんな。スピーディーキック持ってます。あれかな前、先近、こっち約束あって、っうん、あ役やな。多分先約役やな。うん、うん。そうやね、そうやね。うん。スピーディーキックは、だって去年もこのレース出てきてるからね。そう,ですねうんうんうん。で、去年は、まあちょっとね、不利もありましたけども、まあ、ただね、やっぱりスピーディーキックの方は私は軽いだとかどうかっていうのは、やっぱちょっと去年は、去年も心配が残る結果やったと思いますね。はい、ちょっとでも時計か,かってほしいっていうところやと思いますね。 ミックファイヤ、あのーは私は軽いだあオは OK やと思うので、えー、そのむしろ多いから東京へのコース代わりで、えー、なんか。 新見せててくれへんかなっいいうふうふに思います、うん、ただミックファイヤーの場合は少しでも芝を走るのが初めてなので、はい、そのスタート地点の芝でダッシュがつくかどうかっていうのはポイントだと思います、ね。調教師はむしろプラスだとか言ってます。飛びの軽さからもって言ってます。やっぱり軽いダート向きですよ。そんな言ってくるってことそうだからスタート直後の芝や軽いダートはむしろプラスだと思うって言ってるんで。強いコメントやな。<laughs> いや結構いや、まあまあまあ、面白いな。いや、面白いな。うん いやこれ渡辺調教師っていうのはなかなかね、あああのーうん…まあ、まあ、ミックファイーで有名になったけど、その前からやっぱええ馬いっぱいおってね、へ<ー> 1> 私、一回、厩舎で馬見してもうたことあるんですけど<ー>、うんあの、すごい親切にしてくれて、うんあのーいや、頑張ってほしいなと思いますね。はいうん、で、あとはどうですかうんはそうです、ねまあ、ビーん、ねまあ。もちろんね、もしオメガギネスが出走かなうんやったらね、はい、やはりその。 2走前のグリーンチャンネルカップの強さっていうのは、やっぱりこの東京16での強さ、評価できるし、まあ、前走のね、東海ステークスっていうのは、正直勝ってほしいねレースではあったんですけど、でも結果負けたっていうことは、イコール1008よりも16の方がいいんじゃないかっていうことにもつながるだけに、まあ、前走の敗戦っていうのは、むしろ今回につながるもんではないかなというふうに感じるんですよね。はい、まあだからこそね、やっぱり東京16っていう舞台の G1 っていうのは、ぜひとも出走したいところではあるんですけどね。はい しかも、でもこれもなんで東西岸おっさんに。かわいそう。めっちゃ悲惨やそんな悲惨な乗り方してなかったと思いますけどね。いやいや、別に、ねえ、そこの1回負けただけで降ろされるとか結構厳しいけどな。だってデビューからずっと乗ってて、しかもねえ、ドライスタウトとか捨ててこっち取って降ろされるってもう目にも当てられへんけどな。かわいそう、選手かかわいそうやな。かわいそうやな、これな。めちゃめちゃかわいそうです。う で、他…うんそタガノビューティーがいますけど、ああ、まあそうですね、先ほどレッド・ロゼルの話をしましたけどね、はい、その武蔵のステークスでレッド・ロゼルに先着してんのがタガノビューティーですからね、ちょっと前奏の,のネギステークスが負けすぎなんか嫌なんですけども、うん、まあ、これ、なんでこんな負けたん、ね、いやー、負けすぎでしょ、これ。ペースが遅かった。 いやーでもそれでも負けすぎですけどね。参いや<ー>いやちょっといや、いくらなんでも負けすぎですけど、まあでもまあ確か三35秒台なし使ってって,ってことは、やっぱまあ確かにな、物理的に厳しかったっていうのは確かに思いますけど、まあまあそう、そう考えるなら距離一波論伸びるのはやっぱいいなと思いますし、うん、まあ東京の申し子やからね、うん、まあ展開が。 向けばっていう話ですけどでも先ほど話したように展開は前なんですよね。ね先行馬場は少ないですよ。G1 ってことを考えたらだいぶ少ないと思いますよ。うん、だって、うん、そのドン・フランキーは行くけど、2> 2でもこれはもうなんか、うん、これはだってもう潜を使ってたお前からもう嫌でも行ってしまうと思うんですよね。ほんで、まあ言ってもその後がね、うん やっぱ遅いなとペース遅いと思うそうでしょうね。ということはこの戦六でもやっぱ上がり早くなる可能性高いと思うんで、うん、差し馬っていうのはそのにしのご上がりを使わなあかんっていうのはちょっとやっぱポイントにはなりますよね。あとサンライズホークいますよね。うん、これねあのー、もともと戦二の馬やったんがここそうの地方の戦四めっちゃ強い。うん キャラ変したんですよね、はい、でも地方の戦用強いってことは中央の戦力にちょっとつながるんですよね。中央の軽いダートの戦力やったらこなせてもっていうのはちょっとありますんで心の理想の強さを考えたらこれ印なさすぎですわ。うん、うん、確かに、うん。これなんでこんな全員ノーマークなのそんなわけないよな。いやあれやな関西スタッフも全員ノーマークやな。これ何も無視されます。出えへんのか いや、一応出られますけどね、これ。コメントどうなんですかね。でも、デムーロも、もう、なんか、丸になって、泣いてないし、これ出ええ、出えへんのじゃん。出えへん出ないんですかね。別のところ予定してるんですかね、もしかして。ね、どうなんですかね皆さん、あの、サンライズホークの、あの、あれがありますこれが出えへんやったら、オメガ出れます出れます、ね、出られますね。まあ、でも確かに、調教師のコメントないっすね。ない。おかしいな。あ、一応、調教、調教の、なんか、あれはついてますわ。中国感動気配からみたいな。 あの記者の者チェックはついてます<ー>、うん、出ない可能性もちょっとなんかでも、なんかあるだってこれ、だってデムロ騎手で練習してて、デムロ騎手が乗らん理由ないし、おかしいよね。だってデムロ騎手あーえあーなる、なるほど。裏でしたっけっ地方の方行くってことどうなんですかね。うん いやこれが出るか出ないかでオメガゲでス出るか出ないかってめちゃくちゃめちゃくちゃ変わるよな、うんはい、まあまあもしサンライズフォークが出てきたとしても私はその地方戦4えー、まあこなしてる分のその東京戦六の魅力はちょっと考えてますよね、うん、あすいません1頭見落としたとこペプチドナイルもいいかこれもまあ2番手とかですかねあこれはそうですねあの ま,まああのあの前走の乗り方考えて私は今回まあまあ積極的に乗ってくると思います、うん、なのでま,ま,まあさすがにドンフランキーの鼻を叩くまではいかへんかとしてもまあ二番手のでいくと思いますねこれ先行馬です、うん、これも出られるんで、うん、ごめんなさいうんペプチドナイルもねそのうーんそうやなこれでもカダートとかどうかやなそうですねうんやっぱ前走の巻き方見てもやっぱ重いダートの方がいいんじゃないかっていう巻き方しましたもんねうーん。 これでも東京はこれあれですよ、2100で買ってるんじゃないですか多少そうやば記憶があるっすなんかそうっすはい三勝クラスですだから東京かんだから東京問題ないわ。はいうん、うん、16でね18でかあの軽くなってるんやったら16でっていうのはちょっと思いますけどねちょっとねなんか無視できなそうな馬が多いっすねうんうんなるほどそう全部の名前書いたところまあ、ブックにはないんですよ。 そうなんですよ。ブックにはないんですよね。あと確かに。初ダート、あとはもう初ダート組みたいな感じですかああ、いや、初ダートわからないですわ。ガイアホースとかね。これでも長岡騎手のねな。あれは、あれを思い出すぞ。やばい。KT ブレイブを思い出す。ああ、確かに。あれ何年前 ?4 年前や、4年前。ね、2着。年前。これあれですよ。そう、16番人気2着。これすごいな、長岡騎手木山春樹教授は一緒っすもん、多分ね。ああ増田さんともありがとうございます。 えお疲れ様です。えー、土曜日、えー、京都一レースデムニルさんのヒントで三連単が的中できました。ありがとうございました。いやー素晴らしいです。ありがとうございます。ナイスでございます。はい、土曜日どうぞ。ミスパープルっっあサウンドアレグリアミスパープルってあの頭差の星が二頭とも番ついていたですね。なるほど。いや良かったです。いや内緒です。ありがとうございます。ありがとうございます。的中おめでございます。ナイスパーです。うん。ね、え？ そうですね、まあでもちょっとちょっとわかんないですもんね。あと,とか、あのシャンパンカラーも多分初澤だと、ね、そうですよ。まあ言ったら、うん、そうですね。うん、いや、この辺はわからんな。はい、まあもちろんね、あの、GA もあのーね、ね、色気があるからこそ使うわけですからね。 あと初アドと空手もそうですけど、まあ、その辺空手は初アドじゃないですよねあ違うかそっかうんあじゃあいい,いかってかあとそうですねアルファームの延長どうですかねああなんか足だけ見てると割と戦力いいねって感じですけどねでもやっぱ戦にでも足使ってるまやからああなるほどなうどうなんやろうなずっと上がり最速ですけどいや確かにね普通にそのレースばっかり見とったら戦力 買いたいなと思うんですけど、その前にセニの成績がいっぱいあるからね。そうですね。うん。レジェルキング。うん。やはりやっぱりその調教師もこの距離は少し長いかもしれないっていうコメントはありますよね。あ,どどありがとうございます。うん、はい。まあでもここまで人気なかったらっていうのはちょっとありますけどね。うん、全く人気なさそうですもんね。そうですね。うん。うん。ちょっとずっと。 チャンまあドン・フランキーも花切りますけど確かに1600はもちろん長いと思いますけどでもね3走前の,あのプロキヨンステークスこれ前半33秒9でいってリメイク完封してるんですよまあこの33秒9っていうラップはもちろん前半に芝があってのタイプなんですけどだからまずスあの芝スタート問題ないっていうのが一つと、えー、プラスねこのペースで1400逃げ切るってことはで今回展開的に見ても まあまあ楽にいけそうと。ねえうえうそれはやっぱ怖いですね、うんうん。京都の軽いダート得意にしてるわけやから東京も間違いなくプラスです。軽いダートはね。うんうん、まあでもね、できればやっぱ雨とか欲,欲しいところなんですよね。名称、あのー、誰やったっけな。えー 名称が逃げ切ったときの、あのー、あれ、道チるアか、名称ボーラーのときどうやったっけな、オモ、うん、か不良どっちだったかな、あれ、る道ュだったんですけど、あれ、あんな、なんかイメージはありますね。うんうん、あのときは確実に道チる味方になってますからね、名称ボーラはね。そんなとこかコメントで、まぁ、あ、積極、ちょっとここまで相手が強くなってきついですかね、ね実績は。ね、あのね、まあまあやっぱね、すごい足も持ってるし、確かに走るときの強さはすごいんですけどもね、あのー、 まあ前崩れの展開になってほしいなってのはちょっとありますよね。うん、まあただそうですねただまあ前走やなちょっとここ2走の内容がね、うん、私2走前の武蔵野とかこの馬から勝ったんですけど、はいうん、ちょっと物足りないですよね。まあ武田騎手乗るのはいい,そう、ね、い,いけど、うん、まあ確かにねあの走る時のインパクトは強烈やから、うん、全く無視はできないですけどね、うん、でもまあ、はい、あの展開はやっぱ向いてほしいなっていうのは。 あります、まあ、でも穴っ,ぽい穴っぽさはありますよね。やっぱ無視はできないですよね。はい、なかなか難しいよな。いや、難しい。<れ>難しい <laughs>。そんなとこですね。はい、はい。というわけで、今、チャット欄にありますけれども、ぜひ直前の見解は概要欄にもあります、胸表ネットノート、押しでお買い求めください。ということで、以上、月曜日段階でのヘブラリーステークスの受賞展望でした。難しそう。なんか、そう流しとかにしそうな気がする。はい、続けて、 ちょっと頭数が減りますが、ブック順でいくと、ダイヤモンドステークスですかね。ダイヤモンドステークス、ちょっとねもう、もうちょっとなんか揃ってほしかったな。せっかくハンデ戦で面白いレースやのにね。G1 パック、パックそうなんですよ。多分概要欄が編集できなかったからかもしれないですよ。G1 パックあ,あー、もう G1 パックありますわ。あります。概要欄に入れますか。最近私、ちょっと概要欄が調子悪くて、概要欄に入るとバグるんで、なんかその別の、ね、ライブ配信じゃない別のとこから直すんですけど。 何かでいただいたら概要欄に貼りますよ。LINE とかでち。ちょっと待って、LINE で送りますわ。はい、そしたら、あの、えー。1> g 1パックですね。ナイス、アスカロワさん、ナイスパス。ありがとうございます。春、はい、の G1 パックですね。G1 をがっつりやりたいって方はぜひ。えーと、はい、送ります。あ、わかりました。はい、まず LINE を出さないで、はい。 ではいきますね、えー、ダイヤモンドステークス、シーバの3400メートルの G3 のハンデ戦ですけども、はい、えー、そうですねまあワープスピード、それは人気になりますよね、3000メートルのフォトステークス買って、えー、ステイヤーズステークスでも4着、このねステイヤーズステークスの4着ってちょっと物足りない結果なんですけど、うん、でもこれが最先着なんですよね、やっぱりそうなるとやっぱ人気するのは当然ですよね。うん うんうん、まああと東京コースでも3勝挙げてるっていうのはやっぱり強みになりますし、うん、これはまああのーまあ、ハンデの56っていうのもねそんな重くないわけですからまあ有力でしょうね最有力やと思います、はいうん、でそうですねハーツイストアルちょっとね前奏の日系新春派があまりにも走らなさすぎだったんですけどまあ わからないですけど、初めての京都っていうのがちょっとね、もしかしたら問題になったかもしれない。で、やっぱこのは東京めっちゃ走るし、で、ここンソのね、前半の行きっぷりの悪さから見て、距離伸びるのもちょっと良さそうな気しますよね。ここまでは長い3400がどうかっていうのはわからないですけども、東京にコースが戻ってくるっていうのは、やはりかなりあの有力あの有力な要素やと思います。うんで やっぱり上り馬と言ってたらね、やっぱり西のレブナントですよね、うん、これ、ね、33秒台の決めてここにそうで使って、ね、過去よりもだいぶ強なってるのはな決めても強化してるなっていう印象はありますし、まあね2500までしか経験がないっていうのはちょっとね、3400嫌ですけども、半で軽いですからね、これね、うん,うん、まあ重症、まだ小級初戦から55。55はい、そう考えるとね、やっぱワープスピードの56、私、軽いなって思いますよね。ね軽いですね 1キロしか変わらへんらや、やっぱ2キロは欲しいですからね、正直ね。うん、3勝クラス買ったばっかりの昇級初戦の馬と、なんで G24 着の馬と同じね、いや1キロしか変わらんのかって、ちょっと思いますよね。 うん、であと、帝王ロイヤルですね。この馬はあ、ごめんなさい、ごめんなさい、す,すみません、ワープスピードがステアーズ・ステークス、最先着じゃないですわ、最先着は帝王ロイヤルですよね。ねはい、あのやはり帝王ロイヤルは前走、えーね、3600という距離を味方にしての復活っていうのはね、分かりやすいですよね。この馬はやっぱ3000超えないと距離ダメな馬なんで、まあ、あとは、ね、58.5というやっぱハンデですよね。ここが一番のポイントですよね。うん これをこなせるかどうかに尽きると思いますね。うん、まあこれもねまた必死に戻ってきましたからね。そうですね。<ー>復帰してね。うん、有力。アーティル・アストリアもそうですけどね。そ、うんうん、そうそうアアーであれも、ね、アーテルアストリアも 調教師が菱田騎手で勝てたことが嬉しかったとっ言ってくれてるんですよ。<ー>なので必死え、多分の続けて乗れるし、まあこれね、テオロイヤルはもちろん岡田稲尾球士やから、ああこれもともとの自球士やから、もちろん、ねうん、まあまあなんですけど、まあまあ、まあ、こうやって必死を待ってくれてる人が結構おったっていうのはいいことですよね。うん、はい。で、うん、あとサリエラな。うん、あまあ前奏のね、 あのエリザベスまあ杯はあのー、外を回る差し馬っていうのがだいぶ不利な馬場やったので、まあ、その中での0.3秒差6着っていうのはこれは全然悲観する内容ではありませんメンバー中最速も上がり使ってるしあのむしろあのその馬場的に不利になったことを考えたらよう走ってると思いますただ問題はやっぱ3400ですよねこれね 2,500の目黒記念の内容、まああの内容見たら2,500は大丈夫かなと思いますけど、うん、3,400までどうなのかっていうのはちょっとそうですよね。やっぱり牝馬ですからね。うん、まあでもこれも55.5はそんな重ないですよね、うん。まあそうやな、重傷、うん、だって重傷で2回馬券県内入ってて55.5って別の悪あるないですよね。うん あ,あでもそうか、ハーツイストワールとかよりも重いんか。うん、まあ、実質重いってな。そうですよね、2キロ増ですからね、うん、貧乏やからね。はい、うん。まあこれもね、でもほんまにスローか誰が行くのこれ、<laughs> めっちゃスローなるじゃんいや、いないですよね。うん、いないと思います。うん、ワープスピードが行くんじゃないかなとちょっと思いますけどね。あーワープスピードだってね、2400でも逃げ切りが違うからね、ね誰もおらんかった全然行くでしょ、言う<あ>でね。はい。うんうん あと、ワンダフルタ,インタウンね、前奏のコトスあの万葉ステークスでちょっとオッとなりましたからね。うん、あでも、これもね、負け続けてるのに57って判ではかわいそすぎるけどなね。過去の栄光が。もうちょっと下げたらよと思うけどな。グランスラマスク行くか、グランスラマスク行くかの、いくっす、ね、すいません。あグランスラマスクいきますね、間違いなくね。そうですね,ねあ。そうですね。グランはもうこれは絶対行きますね、うん。これでもね、面白いな、3400か。 まあ距離全然分からんけどこれね逃げ馬の割に直線のだから新潟とか得意にしてるから、うん、広いコース合ってるんですよね実はねこれだけ長い距離ねやっぱやってみないと分からんけどこれでも軽いでしょう52これね <laughs> 超マイペースでいけたら <laughs> あちょっと怖いな <laughs> 怖いっ<で>すね <laughs> <laughs>、うん で、ワンダフルタウンの話も戻るとねそう、前走3000メートルでちょっとおっと見せたんは良かったと思うんですよね。で、これ、青場賞勝ちの実績があるってことは、東京いいですし、うんうん、まあ、3400、前走の内容から見たら3400もこなしていいかなっていうふうに思いますから、まあ、ちょこっと穴っぽい面はあります。ただ、まあ、先ほども言ったように57はちょっと可哀想やなと思いますね。これが55とかそんなんやったら、ちょっとね、あの、もっとおっと思うんですけどね。はい、負けても負けてもハンデ減らへんね、これね。そんなとっかな。 トロピカルライト49なんですけどダメですか、ね、49は軽いけどね<や>、まあ、まあまあまあもちろんね重い芝の方がいい馬なんですけどでもまあ3400の距離でね、うん、あのそのスタミナ要求される距離があればまあでもこれ3400でも上がり33秒台とか要求されるような展開になる可能性もちょっとあるけどね <laughs> 確かに、うん、49ちょっと怖いね、えー、スタミナはありそうなイメージなんでそうですね まあただやっぱ上がりかからないと厳しいそうですね。それは確かにそうですね。うん、いや、なかなか難しいな。これも難しいな。なんか、<ー>なんか決め、うん、これって決めた今はあんまりいないですね。<laughs> こっから入りたいのがむず、うん、難しそう。うん、まあ、以上ですね。はい。というわけで、えー、以上、月曜日段階でのダイヤモンドススの重賞展望でした。はい、では、京都に移りまして。 京都ヒンバステークスですはい京都スステイクスですね。芝 1400m の G3 ですね。はいで、京都は今週から D コースなんのかなそうですね。<う>はい<う>、えー、今週から仮作はさらに外に移動して C から D に変わります。最終週です。あもう、もう全体的に、ね、ババ悪いんですけども、うん、<終>でも先ほども言っているように、うちは完全に死んでないんですよ。しかも。うん だからちょっとやっぱねコース取りどういうふうな、ね、コースを通ってくるかっていうそのジョッキーのやっぱ選択っていうのが結果に大きくつながるっていうのは、えー、なかなか難しいんですけどもね、えーえーえー、芝深くて要素多そうですね、うん、まあその中で、うん、おソーダズリングは1004まで単集してきたんや 2>、うん、あ2走前のね京都の内容がめっちゃ強かったのでコースが京都に変わるのはいいんですけどただ当時と芝の状態が違うっていうのもちょっとやっぱポイントにはなるんですよね、うん はい、か、うんあのまあ、前走のター,コイターコイズステークとちょっと案外な結果でしたけどまあやっぱ困りコースは合わへんなというふうに思いましたよね、うん、あの結果見たらね、はいうん、まあなのであの京都の14っていうのは直線長いですから外回りですからねそれはいいと思います、まあ、あとはやはり市原の距離短縮があるだけに前走みたいにスタート決めてなかったら良くないですねうん、うん ではい、プレサージュリフト、ね、東京戦6の馬なんですけど、ただこの馬は、ね、前走とか、まあ、前走スローペースだからちょっとあれですけど、以前の追い込み一辺倒の時に比べたら結構前に行けるようになってるんですよね。4走前のイーガン騎手が乗った京都金牌とかもね、4 3 3で前で流れ乗ってるように、今のこの馬やったら私、戦用問題ないと思います。で、あのー、東京がいいだけに直線長い京都ってのもいいと思うんですけど、ただ問題は右回りですね。 右回り、これ右回り0002って何すかねああ、週刊賞とうんと、大箇賞や。ああ、ああ、確かにそうますね。まあ、両方自由やから、ちょっとかわいそうな面あるけど、うん、まあ、右回りに結果が出てないっていうのは、確かですね。プレジャーズギフトはね、キングス機種だから、キングスコート。18番手てだから、ね、出られ、ギリギリ出られますからね、出てますね、これ。 うん、私ね名村クレアの1 0 0 4今いいんじゃないかなと思うんですよね。ああむしろ。ちょっとね<ー>1 0 0 2うん。1 0 0 6は長いんですよねもう確実に。1 0 0 6は長いうん、0 0は長いけどこれ1 0 0 4そうやな。これでもそうかこれをえ でもなんでな、だってえ、え、そうかこれ使って次宝つかえ、高松の宮っていつやったっけ？い結構、この次が中京開催なので高松の宮がえっと3月24あ20あ20ああそらえー、っとだからこれを叩いあなるほどねこれ叩いて宝つか高あ高松の宮ってこと、はい、なるほどねうん、うん、まあそうやな専用とかあでもやっぱ専用いいと思うっていうのはちょっとやっぱ何とも言えへんなん<ー>うんやっぱ 今回のポイントっていうのは距離が14に伸びることが一番のポイントといういいいあの言い方にしたいと思いますね。まあちょっと、うん、そうやな、コメントなんて言ってますかねえまあ本番前の一戦とすればいい状態みたいなあ。距離については触れてないってことはイコール、やっぱりここは見,見,見てないってことやから、次の,次の高松の宮しかやっぱね、やっぱ G1 勝ちたい、G1 勝ちたいってジョッキーもみんな言うてるから、そういった意味でも、ここの1用はやっぱりちょっと距離的にも。 あの怪しい面はあるかもしれないですねあ。あんま結果関係ないっていう感じで見てるもんな。そうですね。<ー>なんか、本命にはしたくないっすな、ね。うんで、はい、ロータスランドですね。うん、あこれもでも岩田き、岩田騎手からはかな離れたらどうなるか分からんけどね。ね<え>まあでもやっぱり、あの2走前のスワンとか見ても、やっぱ相当なあれですし、うん、1004は、今やっぱこのまま1ベストやと思いますね。はいうん、前走だってね。 0.2秒差ですからね、6着とはいえね。うん、やはり専用あると思う。ただ問題はやっぱね、のめちゃくちゃ乗り慣れた岩田康成騎手から跳ねてしまうっていうのはやっぱちょっとちょっとだいぶ、まだ岩田騎手がカタールに行くからね、それはしゃあないんですけどね。ウィン・シャーロット、去年のこのレースの勝ち馬かあ、2着着です。 このまま専用ベストやと私は思います。ただ問題はね、10ヶ月半。客部不安で休みが長くなり、じっくりと乗り込んできたと。えー、よく言えば、馬体の張りがもう少し良くなるといいですが、太め感なく、休養前と同じぐらいの体重で臨めそうということですね。これ半路しか乗ってないですね。どうなんですかね。プールと半路併用ですけどね、<laughs> なんかちょっと怪しい気はしますけどまあ、10ヶ月半ってやっぱり長いですからね,ね、はいうん。やっぱそこはポイントだと思いますね。はい あとはそうシング・ザ・ット・ソングでシンンググザットソングね,、あのー、ね1400のフィリーズレビュー買ってる馬ですから、はいうん、まあただねそう2層前のそうただねじゃない2層前のオパール・ステークス見た時には1000人馬になったわと思ったんですけど前奏が全然やったんですよね、うん、あれ見たら、うん、千やっぱ千四のがいいんかなって思,思っただけにこの距離延長というのはちょっと注目したいと思いますね。はいうん あと14っていう距離あったらやっぱ純オレンジですよね。うね、うん、前走のシルクロードステークスであんだけ前行けたのはちょっとびっくりしたんですけども、まあ伸びきれんかったとこ見ても、ああ、やっぱ千二に短いかなってちょっと思いましたよね。うん、やっぱ専用に戻ってくるっていうのはいいと思いますね。これいいですね。うん、これね、えー、とフィリーズレビュース3着馬ですよね、この馬はね。そうですね。で、あとはあとはあ展開はモズ命名ですね。 まあウィンシャローとかモズ・メ名メイでしょうね。うん、いやモズ・メ名メイですね。あのはい、でモズ・メ名メイは、ね、5前の、えー、青いステークスで、ね、あのロ,ロケットスタート決めて花切って買ったけど、その後もう全然花切れてないってことは、うん、イコール距離を伸ばすしかないんですよ。なのでこの1400に距離を伸ばして絶対にもうな何が何でも花切ってくれる。た、はい、だかまあ、ねあのーまあ、言えばチューリップ賞勝ちがある馬ですから。 あのー、まあまあ言ってもあれは3歳馬限定やからねちょっと昔のことを出しっていうのはよくないんですけども距離延長で花切れた場合の怖さっていうのはちょっとだけありますよ、うんうん、メイケールね、うん、これはねその前奏の前奏私これ喋ったと思いますけど前奏池添騎手が前奏やったっけな2奏前かな 戦人の,の馬じゃないとかい,いきなり言い出したんです、ね。ああ、言ってましたね。言ってましたね。うん、もう言ったら、私は池添騎手がこの馬のサジ投げたんちゃうかっていうぐらいのコメントに聞こえるんで、<laughs> ああ、もうこの馬買うのやめようと思いましたけど、ただ、そうなんですよ。この馬って、希少面で戦に使ってるけど、馬体面とかは戦にじゃないっていうことなんですよ。うん、それ、ね、それで、ね、何が言いたいかそうなんですよなので、まあ、間の戦四っていうのは、まあ、2戦2勝で実際負けてないんですよね。なので、 間の専用まあだって折り合い面はもうだいぶ今問題ないからあ、ねうん、まあ距離延長、まあ、走れば頭じゃないですかうん確かにうんあとねまあそうですねあのー、テンハッピーローズうーもうこれはね、はい、完全に専用の馬であのー、そうですね 三荘前とかの安事象とかも32秒3とか使って差し届いてないけど全、ね、33秒台になったら届くっていうのはわかりやすい、うん、ということはイコール、はい、今のあればは私これ味方なると思いますね。 まあ6か月の休養がどうかっていうのはありますけど、はい、まあ先週の一いでピリッとしてきそうと。えー、今年は冬でも削りやがいいので、昨年以上の結果をと。昨年これ何着やってるのかな昨年は6着かえ。いや、あ6着は昨年。でも、レイベーベン4歳やし、これは半身やしか。これちょっといいですね。今日、ね、の周りはさそう、うん。十分、十分可能性あると思いますね。うん、そんなとこかな。 コメントではモズゴールドバレル昇級戦ですけど、これちょっと距離短いですかね。そうですね、やっぱ戦六が私はいいと思いますけど。一応、うんうん、ねソ、ソーダズリング0秒0あるんですけどね、理想2層。うん。そうですね、確かにね。だか,だからこそ、この内容を見てもやっぱ、確かにね、でもソーダズリングの人気を考えたら。 この人気は買いたいなっていうふうに思いますよね。うん、うんまあただ距離短縮はプラスには働かないんじゃないかなとあの、うん、瞬発力のある馬なんで,で、ね、瞬発力のある馬なんで前半から忙しい流れになるっていうのはあんまなんかどうなんかなっていうのはちょっと思います。以上ですかねはい。そうですかね。そ というわけで直線の見解は概要欄にありますム胸ヒロネットモッシューノートでお買い求めください。以上、月曜日段階での、えー、京都ヒンバステークスの重所展望でした。では、いよいよ本日最後、大混戦、小倉、はい、ここ大商店。小倉、はい、ここ大商店ですね。よろしくお願いします。はい。小、え、倉、ー、大商店ですね。いすはい。ちょっと天気の話してませんでしたけど、京都は。 木曜日にバッと雨降るんですよでも金土日が晴れなんで、芝<ー>は量で大丈夫だと思います。うん、ますで、ここらは、えー、木曜、まあ、こ,こ,ここらも木曜日ちょっと雨降るんですけど、でも日曜日はここらは終日曇りの、あのー、降水確率40というちょっと微妙な天気なんで、ここはもしかしたら日あ 日曜は雨降るかもしれないです。なので、うん、あの小倉の天気予報が雨になる可能性はちょっと、うん、あの注意しておきたいなと。京都、京都、京都、頻度土曜日なんですけど、はい、まあ、ギリギリ今日あ、はい、まあ、二日間、そうやな、金、金がうんで土曜日ね、16度まで上がるんですよ、ね、ああ、なるほど、今週は高いそれやったら、うん、それやったら、多分ん、量でいけるかなと思いますね。ありがとうございます。金曜日は11度までしか上がらんから、ちょっとあれなんですけど、まあ、でも、丸一日、雨降らへん日があって、うん、やったら、まあ、 量で生きると思いますねただ今年のねちょっと注意事項は京都に関しては芝がややおもダート漁とかあるんですよ。あ芝とかあるでしょうそれってこのやっぱあの今の芝やからこそそんなことがあるんですよ。普通やとありえないじゃないですか。気いてないというか、うん。だからそれだけ水はけが悪いってことなんですよね。不安定なんですね、うん、芝が、うんうん。そこはちょっと注意ですね。はいはい ではい小倉大将っていきますお願いします、えー、芝の1800メートルの g 3のハンデ戦ですね、はいうん、えー、っとそうですねディーブモンスター、えー、ねえ昔は私この馬はあの長距離馬やとずっと思ってたんですけどもいやいやもう2 0 0 0ルやったら早い時計でも大丈夫やでっていうのを示してね前走だって58キロのハンデせよってのこ,この勝ち方は非常に強いですまあ問題はね初めての戦 八になるのかどうかですけどす、ね、時計のかかる馬場やったら問題ないと思いますね。うん、なので今の上がりかかる馬場両馬場でも上がりかかる馬場時計かかる馬場っていうのはこのま馬にとってはプラスに働くと思います。はい、働くと思いますがこれ展開どうですか <laughs> セルバーグがいます。ああ、セルバーグいますね。多分これの短距離。セルバーグ全然前走行ってないけど、さすがに今回行くな。行くんじゃないですかね。と思いますね。だフェングロッテンとか最近逃げないし。いや、しまあフェングロッテンはスタート出ても1008では行けないですわ。なるほど。なるほど。セルバーグが全然はい。フォーアマゾンとかいますけど、フォーアマゾンも別に行かないですね。2番手ですかね。これとかゴールドエクリプスとか2番手かな。シーフーマンとか2番手かなと思ってるんですけど、多分花は。 セルバーグじゃないかなと思います、うん、セルバーグねまあ1 0 6の重0勝勝ってるけどこのままでも実は1 0 8も一戦一1勝で結果あるんですよね、うん、まあ重0勝勝ってるからハンデ57って重いですけどやっぱこのままって花切れたらやっぱ怖さはありますよねいやそうですよね結構疾いしなではい えーとロングランですよね。前走やっぱりもうこのままずっと1080、1080とずっと言ってて、やっぱ前走18で強かったと。うん、ほら見て、見てみたことかみたいになりましたけど、<laughs> まあ今回も18いいと思いますね。うん、これただ、これ去年の4着なんかなああ、そうな気がするな。そうというような気がします。ちょっと見てみよう、はい。去年は4着です。はい、そうです。うん、去年このレースの4着か。うんまあ、 馬券圏内にね食い込めてないけどやっぱその結果見てもやっぱ1008があってる馬ですよね。ちょっと前奏みたいにスタート出遅れるのは嫌ですけど重い芝も合いますし、えー、まあこれもでもハンデ重いか前奏。いや水曜キッス57です。ああまあなるほど。おはい、まあ50ないとったら悪ないですよね。ねいいと思いますねねこ。それがディープモンスター58.5重いかな。はいうん で、はい、はい。ゴールドエクリプス、これもいいです。これもロングランと似てて、1008と2000の間に壁があるんですよね。うん、で、1008ベストなんですよ。1008-4102。ここらの1 0 0 8 2 0 0 2勝ね。これ、ハンデは ?53, 53 <laughs>。これ、行きするわ。これ,これはですね、売れそうですね。廃材をいっぱい。うん 3走前のね小倉記念の時は51でなんと出れてましたけど、まああのこれ 2000m、今回の1008の方がやはり一押しきってますから、この5 3キロやったらやっぱ人気するのしゃあないですね。これは一番人気だろうないや下手したらこれ一番人気なのゃね。ディープモンスターより人気する可能性ちょっとありますよね、これ。そうですね、これちょっと人気やろな。一番人気なるかもな。ねぇ、ちっとでも切れないですね、これ。 いや,やな、ねえちょっとほんでさあの先ほど先行馬の話してましたけど、ほーアマゾンですよね。はい、前走の中山記念、驚きましたね。もう、うん、その前の成績見ても、もうこのまま終わったと私は思ってました、正直。けどそれが、はい、だって2走前に乗った坂井隆成騎手がもう全然あかんって言ってて、<ー>ああ、そうか、もう終わったんかなとまあ、終わったとは言ってないけど、もう全然できてなかったという話をしてて。で ね、それが、ね、金牌出てくるとしたらどう考えても京都金牌の方やと思ってたら中山金牌出て五着って <laughs> いや渋いことするなと思いましたねあの内容からも今回の1008ってめっちゃいいと思いますしハンデは58のままやろうけどあの前走そう叩いた上積みっていうのはまだ全然あると思いますからうんえ、佐木さんこれ,これでもまあそこそこ人気するわねそは前走の五着があったらなそうですね佐木さんが多分いい戦法ですね,いいすねだから売れると思いますけど。 うん、いいと思いますね。で他はうん,うん。エピファニーね、あのー、前奏の中山金牌はちょっとピーフィレック騎手がうまいこと乗れませんでしたけども。うん まあこの馬ね、あのー、やっぱ、上がりのかからないとダメな、もう、今、大気なタイプで、はいはい、そう、昔は、軽い芝の瞬発力の馬やったんですけど、キャラクター変わってもうて、はいはい、重い芝で上がりかかる方がいいタイプね、もう、真逆に変わるってやっぱ面白いですけど、これ、馬は生き物ですから、そうなるんですけど、だからこそ、これ、今の小倉の芝私、魅力的だと思います、ね。はい。うん、いやし、もともと昔、この馬、18の馬ですからね。18の、ね、いですよね。8の成績見てください。4121ですよ。うん、あすごいじゃないですか。8回走って、7回馬券けない入ってるんですよ。<laughs> これ人気落ちしそうだからちょっと狙い落いいでしょだって前走一番人気やからどう考えても人気落ちるでしょ。うん。ね、ちょっと杉原騎手一発お願いしますう、ね。うんね。いいっすね。これ杉原騎手に回ってきてると杉原騎手に回ってきてるのもいいですね、うん。ちょっとね、うん、気合入ってそうだし、うーんお願いしたい。あと、うん。 そうですねそうコメントでもいただいてたとき、栗のプレミアム、ちょっとなんかね、ジョッキー書いてないですけど、これ、小回り1008いいんじゃないですかねそうですね、1008ベストやと思いますね。はい、前走の内容からもね、そのコーまあ、松岡騎士は1コーナーでごちゃつかんかったら、もっと来てたって言ってるけど、でも私、この馬から前走買ってたから、見てたましたけど、そんな大きな振り食らってないんですよ、そこを、その内容から見ても、<laughs> うん、やっぱりちょっと私は年齢の衰えはあると思いますけど、うん、あるけど、それでも50、1008やったらというのはちょっとありますね。うん だって去年の中山金杯このまあ2着でしょ ?2 着か3着か2着2着やね2着でそれがやっぱこの成績落ちたっていうのを見たらあちょっとな衰えやなって思いましたけど1008はやっぱいいんでねうん出てきたらこっちこれ買いたいな55点はいいですねうんそうやなこれでも誰が乗るかやなそうですねなんかでも コメントもないので調教師も出ないかもしれないですね。ああ<ー>。出てきたらぐらいです。ああ、そうやな。だから中山ヒンバ、中山ヒンバじゃなくて、ここっていうのは中山ヒンバかもしれないですね。そうですね登録だけしてるのかもしれないですね。中山ヒンバは結構先かな。3月9日。はい、ああ、それやったらどっちかやわ。どっちか、ね、ここ使って中山頻刃はちょっと詰まりすぎちゃうん,んね。け、は、ど、い でそうコメント湘南バシッドはね除外対象なんですよねでもまあ,あ<ー>国のプレミアムが出られなかったら3分の1の確率みたいな感じだと思うんですけど<ー>出ないんだったら湘南バシッドちょっと私も1008このメンツやったらええんちゃうとちょっと思ったんですけど1008の距離短縮どうなんですかね勝ってますねこれもでもコメントないですねそうかなるほどここまでメンツ落ちれば っと一発なないか思てまあしかも上がりのかかる馬場いいですからね。距離短縮私はどうかわからへんな、これ。でで上がり秒勝っすストーンンヘジこれシンバえっと、未勝利です。シンバはベラジオペラに切れ負けしてます。そうか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 そうやな。いやー、やっぱそれね、今の馬場はすごいいいと思うけど、1008への距離短縮がどうかっていうのがちょっとわからんすね。なるほど。はい、ありがとうございます。 そうですね朝間のいたずら前走5 9キロでロングラン0.5秒差で今回何キロですかお<ー> ?55! お<ー>あでもね、私、これ馬ねそうなんですよ。私、この馬実は2走前、この馬からでやんですけど、そう。やけどね、やっぱこの馬にとって55というか、私は軽すぎるとやっぱ思ったからそうなんですけど、そうなんですよ2走前の内容見たらちょっとな,なんですけどね。でも確かに2走前より前走の方がいいんで、うん、ちょっと地味やけど、復調を感じるのは確かにその通りですね。うん 調教師も59キロを背負っておっという場面があったと、今の荒れた場面は向きそうちょ、ちょっと怖いですね,ここね,ね、ちょっと怖い、ちょっと,いと,ょっと怖いです,ね, <laughs> いですね、ちょっと怖いですね。はい、あとアルナシームですね、うん、ちょっと前走のね、京都金杯はもうちょっとやれてもなって思ったんですけど、まあ、や,やはりこのままね、あのあの4勝を挙げてる18がベストだと思うんですよね。 うん、ただねこの馬ってね1008だったら結構いい瞬発力を持ってるので今、ね、の、ね、今の小倉の馬場とかがどうなんかっていうのはちょっとなんとも言えんですんんだ,だって実際実際前走の京都金牌も千六は短いとは言えね負けすぎじゃないですかそうですよ、ね、あの負けすぎなところを見たら馬場、うん、だって見てください長京市のコメント前走荒れた馬場が影響してって言ってるってことは今回もダメですわねえ確かに綺麗な馬場が良さそう まあ、言ってもね、前奏の京都近辺 2, 2番人気で今回ツルツルっていうのは、<laughs> ちょっとさ,さすがに人気ほど落ち着いがそこは注目したいとこなんですけど、馬場、うん、がやっぱどうかっていうのはやっぱちょっと心配ではあります。はい。うん。坂のファッション出られへんのかねこれはだからあれですね、出られあのー、そうですね、だいぶだいぶ出られなんです、うん、20番って。そうですね。まあ ねえ、僕らめっちゃ得意にしてるし、ね、前走の愛知杯、牝馬限定戦とはいえ、ミッキーゴージャス0.1秒差に着は頑張ってますしね、あとこのまま距離もあの2000よりは1008の方がいい馬やから、ハ、うん、ンで1000やったらとちょっと思いますけど、そうか、出れへんのか。ね。なんとかね、なんとか出てほしいですけどね,ね。53だし、出られたらって感じですけど、ね。以上ですかね。そんなもんですかね。カテドラルはちょっとハンで重いっすよね。 なも59とかやろ ?58.5 かな。ただね、前走の中山金ぱを走ってますよ。これ、58.5です。これだって、どう考えても前行ったのが有利な展開の中、0.5秒差まで用差してきてますし、うん、あと、この馬はあれば得意なんですよ、ね。そうですね、コクラはそうだしな。だ実際だって、このコクラ大商店は 2>, ?2 着が,去<年> 2> があるんじゃなかったかな去年,去年2着です。はい、去年この,このレースの2着ですよ。うん、いや、これは。 人気なさすぎるんちゃいます。まあ重いけどね。去年でも582着ですからね。そうや。ヒンドゥータイムズ2着、ロングランには1000着。うん。ねえ、結<や>、ね、人気なさすぎるな。うんはい、ロングランとかの人気を考えたらこれね、この人気のなさっていうのはちょっと思いますよ、ねうん。ちょっと見たいですね、これ。うん。うん、そんなとこかなそんなとこですか。 ダンディズムは距離長い短いですよね、1008は。あー、やっぱ1008は私は短いと思いますね。うん、あの、先ほどちょっとどあの雨の可能性がちょっとあるって話をしましたけど、雨降ってほしいですわ。はいね、なるほど。雨降ったらあの、ダンディズムは浮上しますね。うん。そんなところのもんですかね。はい。うんはい、以上です。はい。というわけで、面白そう。ぜひ、宗広さんの直前の見解は概要欄にあります。 メヒオネットノート、モッシュなどなどでお買い求めください。というわけで以上、月曜日段階での小倉大賞店の受賞店舗でした。はい、ということで皆さん、今週も全然数回行として40勝店舗。はい、日が変わる直前までたくさんお話しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でいます。ますありがとうございます。お疲れ様でした。この番組が無料で見られる。 すごいって思って、ちょっと還元って思ったら、皆さんぜひノートとか募集買って、1個記事買うとかで。お願いしますよ。よろしくお願いします。あの隠れて、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 見てる人だめですよ。ゃんとちゃんと還元してください。ほんま。情報、情報を得るのはいいですけど、ちゃんと当てたりしたら、ちゃんとお礼してください。はい。よろしくエリファンドジュリーさん、いつもありがとうございます。今週もありがとうございました。佐賀記念は、宗尾さんのノートを参考に3連服を厚くゲット。え、要はですね、1点目のフォーカスですから、でかいですよね。私の狙い目、 えー、名称フンジガムユーさんの20馬と重なり、馬、え、場、ー、に対する言及も後押しとなりましたと、マンダリンヒーローは馬場的に力を発揮できなかったでしょうかと、その通りですね、えー、今週の雲取賞は、えー、交流住所となり、羽田杯に向けての注目の一戦ですねということですね、その通りです、あのー。その通りで、マンダリンヒーローはもっと、私はマンダリンヒーローは、あのね、昨のの段階で、えー、っと佐,賀佐賀の競馬場は主発表やったんですよね。はいはいで 主がそのまま残ったらマンダニヒーローが浮上。で、やや重になったらマンダニヒーローの評価下げなあかんという話は書いてて、なので、私、あのその今回の佐賀記念のタイトルとしてね、えっとババ、ババの回復度合いは注目というコメント書いてます。で、それっていうのはやっぱりこのマンダニヒーローに一番あの当てはまるコメントであって、 ま、マンダリンヒーローは地方場なんですけど軽いダートの方がいいんですよね。なので、私はマンダリンヒーローは中央に来るあの来るべきだと思うんですよね。やっぱ地方というのは基本的にめっちゃ重いからね。うん、なるほど。まあまあ、だからそれはそんな簡単にまああのかなわないですけども、マンダリンヒーローは地方場なんですけど軽いダート向きなんですよ。はい。それがあります。で、あとは。うん ああそれでね、そう、あの、あの佐賀記念は非常によかったと思います。はい。ありがとうございます。ナイスパでございます。そうですね。あの、熊取賞は本当に注目の一戦となりますね。非常に楽しみですよね。あの、まあもちろん、あの、明日には、明日にはもうアップするんで、ぜひともご利用ください。よろしくお願いします。はい。ナイスパでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパです。はい。ということで、はい。皆さん、今週もありがとうございました。で、まあ、地方、中中、地方住所もありますので、ぜひ、ノートでお買い、はい、ノートなどなどでお買い求めください。 では来週また G1 終わった後に、月曜日19時お会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ようしさよなら。